宮本武蔵、風の巻。吉川英治作。彼のみ。一。丹波街道の長坂口は、指差して、彼方に望むことができる。並木越しに、白い稲妻かのように目をいるのは、その丹波境の標高で、また、京都の西北の郊外を囲っている、山々の平を成している残雪だった。 火をつけろ、と、誰か言う。春先なのだ。まだ正月の九日という日である。絹傘の吹き下ろしは小鳥の肌には寒すぎた。ちちちちちち。のになく声も幼く聞こえて耳に寒い。人々は鞘の中の刀からじの冷えてくる心地がした。よく燃えるな。火が飛ぶぞ、気をつけぬと。 のびになる。アンジーたもーな。いくら燃え広がっても、京都中はやけっこない。彼のの一端につけた火は、音を立てて、四十人以上もいる人々の顔を焦がした。炎は、朝の太陽へ、背を伸ばして、届きそうにまでなった。暑い暑い。と、今度はつぶやく。もうよせ。草を投げる者へ向かって、 上田良平が煙たい顔して叱った。そんなことをしている間に半時は経っていた。おお、やがて、うの国ぎじゃないかな。誰か言い出して。そうよ。着せずして、皆の眉が日を仰いでみる。うの下国、もはやその地獄だが。どうしたろう、若先生は。もう来るそうそう、来る頃だ。 何か緊迫してくるものを、め名いめいが、顔に叩たいた出した。自然とそれが、人々を無口にさせた。誰の目も一様に、そこから街外れの街道を眺めて、生つばを貯めて、待ちしびれている様子に見える。どうなされたのだろう。泥場の声をして、どこかで牛が、長く鳴いた。ここは元、金利の牛うしわで、 入業員の後とも呼ばれていた。今でも野放しの牛がいると見え、日が高くなると、枯れ草と糞の匂いが群れてくるのである。もう、武蔵は、連大寺の,の方へ来ていやしないか来てるかもしれん。誰か、ちょっと見てこないか。連大寺のとこことは、五丁ほどの距離しかあるまい。武蔵の予想か。そうだ。 すぐ行こうと言って出るものもない。煙の影に皆いぶったい顔をして沈黙した。でも若先生は連大寺の絵出向かれる前にここでお支度をしていくという手はずになっているのだからな。もう少し待ってみようじゃないか。それは間違いのない手はずなのか上田殿が夕べ若先生からしかと言い渡されたことだ。世も間違いはあるまい。上田良平は そういう同文の者の言葉を裏書きして。その通りだ。武蔵はもう約束の場所へ先に来ているかもしれないが、敵を苛立たせようという聖十郎先生のお考えで、わざと遅刻しているのかもしれない。文化の者が下手に動いて、助立ちしたなどと評判されては、吉岡一門の大きな折れだ。相手は高の知れた老人武蔵一人、静かにしていよう。若先生が、 殺走とここへ見えられるまで、林のように我々は静観していることだ。二。その朝、この乳業員の腹へ、夜ともなく集まった者たちは、もちろん数から見ても、吉岡文化のほんの一部の人々に過ぎなかったが、その顔ぶれの中には、例の上田良平がいるし、恐竜の十軒と自称している。 皇帝組の半分は見えているから、まず、四条道場の中堅どころは、出張っていると言っても差し支えない。死の正十郎は言うべ助立ちのこと、肩くむよ。と、これは誰へも同様に言い渡したことらしかった。また、文下のすべての者は、今日の死の相手である武蔵という者を、決して、高の知れた相手、とは、軽視していなかったが、 そうかといって、死の聖十郎が、たやすく彼に、破れようなどとは、どうしても考えられないのであった。勝つに決まっているが、という考えの上に、万が一にもという常識を乗せているのである。それにまた、五条大橋へ考察を掲げたりして、今日の試合を公開した手前、吉岡一門の異様を張って、方々聖十郎の名を、この際、 大いに晴れがましく世間へ懸念させたいという門下の者としては当然な力こぶも入れる気になって試合場所の連大寺のから相当くないこの腹に固まりやがてここへ立ち寄るはずの吉岡聖十郎を待ちわびているのだったところでその聖十郎はどうしたのか一向姿が見えないのである宇の下国は 冷やしを見ても、もう迫っている。おかしいな。ここでは、三十四名の者が、そうつぶやき出して、上田良平の悟す聖官の態度も、少しだれ気味になっていると、この入牛院の腹の一軍を見て、今日の試合の場所ここと思い違えた群衆がまた。どうしたのだ、試合は一体。吉岡聖二郎は、どこに来ている まだ見えんが、武蔵と野郎は、それもまだ来ていないらしい。あの侍衆は何かあれはどっちかの助たちだろう。なんのこった、助たちが来て、肝心な武蔵も聖十郎も来ないとは。人のいるところへ、人は増えてくるのだった。後から後からと、矢印馬は、ここへたかってくる。そして、まだか。 どれが武蔵どれが聖十郎でと、沢声を立てている。さすがに、吉岡門下の人塊が見える付近へは立ち入ってこないが、乳牛院の腹のあなたこなたには、かやの間や木の枝にまで人の頭が無数に見えた。その中を、上太郎は歩いていた。例の体より大きな木剣を横たえて、 足よりも大きな藁揃りを吐いて、乾いた土の上をボクボクと、埃りを立てて歩きながら。いないなあいないなあと、人の頭をキョロキョロ物色しながら、この広い腹の周りを巡って歩いてゆく。どうしたんだろう、お通さんは。今日のことを知らないはずはないのになあれからカラスマル様の親方へも一度も来ないし。 彼の探しているのは、武蔵よりもまず、その武蔵の勝敗を暗示て、きっと今日ここへ来ていなければならないはずの、お通の姿であった。三。小指に怪我をしても、すぐ青くなるくせに。女は案外、残忍なことだの、血を見ることに、男とは違った興味をそそられるものらしい。今日の試合は、とにかく、 凶楽中の目と耳をそばだたせている。それを見ようとして来ている雑踏のうちには、かなり女の数があった。数人で手を繋いで歩いてくる女たちさえあった。けれど、その女の中に、お通の姿はいくら探しても見当たらなかった。変だなぁ。城太郎は、野の周りをくたびれるほど歩いた。もしかしたら、あの日から、 五条大橋で別れた漢日から病気でもしているんじゃないかしら。そんな憶測を描いてみたり、名を突き進めて、お杉ばばはあんなうまいことを言っていたけれど、お通さんをお玉くらかしてどうかしているのかもしれないぞ。彼はそう考えると不安で不安でたまらなくなった。その心配さ加減は今日の試合の結果がどうなるかというどころの比例はない。 城太郎は今日の勝負を少しも心配にはしていなかった。脳をめぐってそれを待っている数千の見物人がすべてと言ってよいほど吉岡聖十郎の勝ちを信じているように、城太郎一人は、お師匠様が勝つと信じて疑わないのであった。大和の半裸野で宝蔵院酒のたくさんの槍を相手に回して戦った時の武蔵の頼もしい姿を、 彼はここでも頭に描いて、負けるものか、みんなかかっても、と、入牛院の腹に、たむろしている吉岡方の門人まで、敵の数に入れて、なおかつ、家く武蔵の腕に信頼を持っている。だから、その方には何の取り越し苦労もしていないが、お通の来ていないことは、彼をがっかりさせた程度でなく、何か、お通の身の上に、 悪いことが起こっているような騒ぎを借り立ててくる。彼女が、五条大橋から、遅ぎ隠居に従って別れて行くとき、暇を見ては、私もカラス丸様の親方へ行きますからね。ジョータさんは、当分親方にお願いして、あそこに泊まっておいでなさいね。確かにそう言った。なのに、あれから今朝で九日目、その間の正月の三ヶ日にも、七草にも、 ついに一度も、お通は訪ねて来なかったではないか。どうしたんだろう。という、上太郎の不安は、もう二三日前から、持ち越してきているものであった。それも今朝、ここへ来るまでは、一縷の望みを繋いでいたのであったが。ぽつねんと、上太郎は、腹の真ん中を眺めていた。焚き火の煙を囲んでいる、吉岡の門人は、 遠方から数千人の見物の目に包まれて、物々しげに固まってはいるが、まだ聖十郎の来ないせいか、なんとなく、規制が上がっていない。おかしいなぁ。考察には、連大寺のとあったのに、試合場はここかしら。誰も皆、不審がらないでいる点を、上太郎だけが、ふと不審に感じ出していた。すると、彼の左右を流れていく、人混みの間から、 ワッパー。ほら、こら、それへいるワッパー。と、へ兵に誰か呼ぶ。見ると、それは上太郎にも覚えのある、ついか日前の元日の朝、五条大橋のたもとで、明美と囁いていた武蔵へ向かい、人をばかにしたような大笑いを捨てて去った、佐々木小次郎であった。よん、なんだよ、おじさん。 一度でも顔を見ているだけに、上太郎はなれなれしく言う。小次郎は彼のそばへ寄ってきた。何かものを言う前に、先に足元から頭へ、じろりと瞳を上げるのが、この若者の癖であった。いつぞや、五条であったことがあるな。おじさんも覚えていたかいお前は、女の人と一緒だったね。ああ、おつうさんと。 おつうさんというのか、あの人は。むさしと何か縁故のあるものかあるんだろう。いとこかうん、うん、妹かうんうん。じゃあなんだ好きなんだよ。誰がおつうさんがおいらのお師匠様を。恋人かだろうするとむさしはお前の先生というわけか。うん。これは明確に誇りを持ってうなずいた。 はは、それで今日もここへ来たのだな。しかし、聖十郎の方も武蔵の方も、まだ姿が見えぬというて、見物が気をもんでいるわ。お前は知っているだろう。武蔵はもう、宿から出かけたろうな。知らないよ。おいらも探しているんだもの。後ろから二三名、バラバラとかけてくる足音がした。小次郎の高に似ている目は、すぐそれへ振り向いた。 いや、それによられるのは、佐ぎど殿ではないか。お、上田良平。どうしたんです良平はそばへ来て、捕まえるように小次郎の手を握った。くれから、ふっと道場へお帰りがないので、我が先生もどうしたのかと、口癖に申していました。他の日には帰らなくても、今日さえここへ来れば、それでよいのだろうが。まあ、とにかく。 あちらまで起こしよう。と、両平や他の門下たちは、手よく彼を取り囲んで、自分たちのたむろしている腹の中ほどへ引き込むように連れて行った。大刀を背に追っている小次郎の派手な身支度を、遠くから見つけると、見物の目はすぐ、武蔵、武蔵、武蔵が来た。と、囁きあった。ほう、おれか。あれだ、宮本武蔵は。 うーん。大層立て者だな。だが、弱くはなさそうだ。取り残された顔つきの上太郎は、あたりの大人たちが真顔になってそれを受け取っているので。違うよ、違うよ。武蔵様はあんな人だもんか。あんな歌舞伎の若衆みたいな格好をしているもんか。無気になって、その語尾を正していた。彼の訂正の届かないところにいる見物たちも、 やがて様子を見ていると、どうもそれらしくないことに気づいて。はてのと、首をかじげ始める。腹の真ん中へ出て行った小次郎は、そこに立つと、吉岡文化の四十名ばかりの者を、例の高慢な態度で見下して、何か演説しているらしいのである。上田良平以下、三池十郎左衛門だの、大田黒兵助だの、南方与一衛 小橋、クランド、ダロと呼ぶ十軒の人たちは、その演説が切り食わない顔つきで、むっと黙りこくったまま、小次郎のよく動く口元を、怖い目をして見つめているのであった。五。そこで、佐々木小次郎が、一同へ向かって演説して言うことには。まだここへ、武蔵も聖十郎も来ないというのは、吉岡家の天佑ですぞ。 諸氏はよろしく手分けをして、聖十郎殿がここへ来ぬうち、早く途中から道場へ連れてお帰りなされ。それだけでも、吉岡方の人たちを月光させるに十分であるのに、その上にまた、わしのこの言葉は、聖十郎殿へ対して、無理の助たちでござりますぞ。この言葉以上の助たちがどこにあろう。 わしは吉岡家にとって、天来の預言者だ。はっきりと預言しておく。やれば聖十郎殿は、気の毒だがきっと負ける。武蔵という者の,のために、きっと命を取られる。りそめにも、吉岡門の人間として、これがいい顔をして聞いていられるはずはない。上田良平のごときは、土毛色になって、小次郎を寝めつけていた。 十件の中の三池十郎左衛門は我慢がならなくなったのであろう。小次郎がまだ何か言おうとする胸元へぐっと自分の胸を寄せていって。何を言うのか貴様は右手の肘を顔と顔の間へ上げたのは言うまでもなく居合の身構えで主連の一冊を見せようかという意思の表示である。二個 こじろうは、エクボをこしらえて、それを眺めた。ずんとうわぜいがあるので、エクボまでが、高慢に人を見下げて見えるのだった。お気に触ったか当たり前だそれは失礼。軽くかわして。では、すけだちはしないことにしよう。気ままになされというほかはない。と、誰が何時ごときに、すけだちを頼もうやそうでもありますまい。 ケマ包みからわしを市場の道場へ迎えてゆき、あんなにわしの機嫌を取ったではないか。そこもとたちも、聖十郎のも。それは、ただ客として、礼を与えたまでのことを、思い上がったやつさ。はっははは。よそう、ここでまたそこもとたちと、試合の飛び火をこしらえても始まるまい。だが、わしの予言を、後になって涙でいの種にいなすまいぞ。 わしが目を持って見比べたところでは、聖十郎殿には、くぶくりんまでかじめがない。この正月の一日の朝、五条大橋の欄に、武蔵という男を見かけ、その途端に、これはいけないと思ったのだ。あの橋のたもとへ、気候たちの手で掲げた試合の考察が、吉岡家の水棒を自分で書いている気中札のように、私には見えたのだ。だが、人間の水潮は、 その人間にはわからないのが世の常かもしれん。と、たまれ貴様は今日の試合に対して、よしをかけ、ケッチをつけに来たのだな。人の行為すら、素直に受け取れなくなるということが、そもそも水運の人間の持つ根性だ。何とでも思うがよい。明日とは言わない。もうやがて一時の後には、その目が嫌でも覚めずにいまい。言ったな 見学極まる声が、妻とともに、小次郎へ浴びせかけられた。怒り切った四十名からの人数が、一歩ずつ動いても、その殺気は、真っ黒に、野原を覆うほどなものがある。だが、小次郎は、心得たものなのである。いち早く飛びのいて、売る喧嘩なら買ってもよいという決起が隠されなかった。 せっかく彼が自分で説いていた行為というものも、これでは怪しみたくなるようなものである。悪く解釈すれば、ここに集まった群衆心理を利用して、武蔵と清十郎との試合の人気を、自分がさらってしまうつもりでやっている仕事ではないかと取られても、仕方がないほどにまで、小次郎の目は途端に好戦的であった。六。 群衆が遠くからその様子を眺めて、どよめき出したところであった。その人ごみを突き抜いて、一匹の小猿が腹へ向かって、まるでまるでも転がすように飛んでいった。小猿の前には、若い女が、これもまた、転ばんばかりの速さで、見えもなく、かけてゆくのが見える。明け見であった。吉岡門下の人々と小次郎との間に、 すんでのこと、血でも見るかと思われた険悪な空気は、その明美が、不意に後ろから叫んだ言葉でかき消された。小次郎様、小次郎様、どこですか武蔵様のいるところは、武蔵様はいませんかあ、小次郎が振り向く。吉岡方の上田良平や他の人々も、いや、明美じゃないか、と、つぶやいて、 一瞬ではあったが、すべてのものの目といぶかりとが、彼女とこざるの姿にとらわれてしまった。こじろうは叱るように。あけみ、なんでお前はここへ来たのか。来てはならんと言っておいたはずだ。私の体です。来ては悪いのですかいけない。あけみの肩を軽くついて。帰れ。こじろうの言う言葉を、彼女は息を切りながら、 激しく顔を横に振って拒んだ。嫌です。私は、あなたのお世話にはなりましたが、あなたの女ではないでしょうそれを。急に、けみは、声を詰まらせてしゃくり上げた。哀れっぽいおえつに、男たちのふさびていた感情が、水をかけられたような気がしたと思うと、その気持ちを裏切って、明美の次の言葉は、男性のどんな場合のものよりも、 強い血相を含んでいた。それを、何ですかあなたは私を、ズズヤの二階に縛り付けたりなどして、私が、武蔵様のことを心配すると、あなたは、私を憎いようにいじめてきたではありませんかその上、今日の試合には、きっと武蔵は打たれるだろう。わしも、吉岡聖十郎には義理があるから、吉や聖十郎が及ばなくても、助立ちして、 武蔵を撃ってしまわなければならぬ。そう言って、夕べから泣き明かしていた私を、頭痛屋の2階に縛り付けて、あなたは今朝、出て行ったのではありませんか。気が違ったか、明美。大勢の人中だぞ。青空の下だぞ。何を言うのか。言います。気も違いましょう。武蔵様は、私の心の中の人です。その人が、なぶり殺しになるかと思えば、 じっとしてはいられません。ずずやの理解から大きな声を出して近所の人に来てもらい、私の体の今しめを解いてもらって駆けつけてきたのです。私は武蔵様に会わなければならない。武蔵様を出してください。武蔵様はどこにいますか小次郎は舌打ちをして彼女の凄まじい情絶の前に黙ってしまった。 逆上していることは確かだが、明美の口走っていることに嘘はないらしい。それが嘘でないとすると、小次郎という男は、この女性に温かい世話をかけながら、反面にはまた、この女性の心と体とを、極端に虐待して、楽しんでいるのではないかと疑われる。それを人前で、しかもこうした場所で、忌憚なく女の口から暴かれたのでは、小次郎も、 間の悪いことはもちろんだし、むかむかと腹も立って、女の顔をじっとねめ据えていた。すると、いつも聖十郎の友について歩く方向人で、弱頭の民八という男が、街道の並木からここへ鹿のように走ってきて、手を上げながら怒鳴った。た、大変だ。皆さん、来て、来てください。若先生が、武蔵のために、やられました。 や、やられました。七。民八の絶叫は一同の顔から血の毛を奪ってしまった。足元の大地が不意に陥没していくような驚きを。な、何幾同音に口走って。若先生が武蔵に。ど、どこでいつの間に本当か、民八。上ずった言葉が、 命名の口から不統一に吐き散らされた。しかし、ここへ立ち寄って、支くしていくと言っていた聖十郎が、ここへは姿を見せもせずに、もう武蔵と勝敗を決してしまったという民八の知らせは、なんだか、まだ本当のような気がしない。方向人の民八は、早く、早くと、路列の回らない声を続けながら、そこで息も休まずに、元来た道の方へ向かって、 また、飲めるように駆け戻っていく。半信半疑であったが、嘘や間違いとも思われないのである。上田良平や、三池十郎左衛門などの四十余名は、すわ、と、民八の後に続き、のみのホムラを越えていく、獣のような速さで、草ぼこりを上げながら、街道の並木へ出た。その、丹波街道を北へ向かって、五丁ほども走っていくと、 また、並木の右手に渡って、病としたまま、静かに、春先の日に伏している、広い枯れ野がある。つぐみやもずが、何のこともないように泣いていたが、パッと空へ立った。民八は、木違いのように草の中へ駆け込んだ。そして、何かの小塚の後らしく、万獣型に土のまられているあたりまで来ると。若先生、若先生。もう一度。 ありったけな声を振り絞って、大地へしがみつくように膝を折った。いや、お、おお、若先生だ。突き当たった事実の前に、後からかけてくる足がみな釘付けになった。見ると、相花染めの小袖に川のたすきをかけ、白い布で、額から後ろんへ汗止めをきりっと締めている侍が、草の中に顔をうずめて、うつぶしているのである。 若先生、若先生。聖十郎様、しっかりしてください。我々です。門形たちでござる。抱き起こされた頭は、首筋の骨が砕けているように、ブラント重くかしいでしまう。白い汗止めの鉢巻きには、一滴の血もついていなかった。たもとにも、はかまにも、あたりの草にも、ちらしいものはこぼれていない。けれど、眉も目も、 苦しげに塞いだまま、聖十郎の唇はど、ぶどうのような色をしていた。息は、息はあるのかかすかに。おい、だ、誰か、早く若先生の体を、担うのかそうだ。一人が背を向けて、聖十郎の右の手を肩にかけて立ち上がろうとすると、痛い。聖十郎が苦んして叫んだ。解いた、解いた、と、言いながら、 三四名の者が並木を駆け出していったと思うと、やがて付近の民家から雨戸を一枚外して持ってきた。聖十郎の体は戸板の上へ仰向けに寝かされた。息を吹き返してからというものは苦痛に耐えかねて暴れ回るので、やむなく門下たちは帯を解いて、彼の体を戸板に縛りつけ、四隅を持って葬式のように安全と歩き出した。 といたが割れるかと思うほど、聖十郎はその上で足をバタバタさせながら。武蔵は、武蔵はもう立ち去ったか。ううん、痛い。身の肩から腕の付け根だ。骨が砕けたものと見える。うん、たまらぬ。凡人衆、右の腕を付け根から切り落としてくれ。切れ、誰か、わしの腕を切れ。空へ目を据えて、 聖従郎は、わめき続けていた。八。あまり怪我人が痛がるので、といたの四隅を持って歩いてゆく門人たちは、ことに、それが死と呼ぶ人であるだけに、思わず目を背けてしまう。三池の上田殿。立ちよどみながら、その者たちは後ろを振り向いて、先輩に測った。あのように苦しがって、腕を切れとおっしゃるんですから、いっそのこと。 切ってあげた方がお楽になるんじゃありませんか馬鹿を言え。両兵も重労左衛門も一元のもとにかり飛ばした。いくら叫んでも痛むだけなら命に別条はないが、腕を切って出血が止まらなかったらそのままになってしまうかもわからない。とにかく早く道場へお連れして武蔵の墓犬がどの程度に打ち込んでいるものか、馬鹿先生が撃たれたという、 右の肩骨をよく調べた上、腕を切るなら、血止めや手当の用意をよく整えておいてからでなければ切れん。そうだ、誰か先にかけて行って、道場の方へ、医者を呼んでおけ。二三名が、その支度に先へ駆け出して行った。街道の方を見ると、並木の松の間間に、乳牛院の腹の方から慕ってきた群衆が、蛾のように並んで、こっちを眺めている。 それもまた、いまいましいものの一つだった。上田良平は、ただ暗い顔をして、黙々と、問いたの後について行く人々へ。おのおの、先へ行って、あいつらを追っ払ってくれ。若先生のこの姿を、野印馬どもの見せ物にさらして歩けるか。よし。うっぷんのやり場をそこに見つけたように、門下たちの大方の人数が、 結晶を向けて駆け出したので、敏感な群衆は、イナゴが散るように、誇りを上げて逃げ出した。民八と、両兵はまた、主の問いたのそばについて、泣きながら歩いている奉公人の民八を捕まえて、ちょっと、こっちへ来いと、彼へもうっぷんを向けて、とがめるように問いただした。な何,何ですか民八は、上田両兵の怖い目を見て、 はのねの合わない声を出した。貴様は、四条の道場を出るときから、若先生のお供をして出たのか。はい、さ、さようでございます。若先生は、どこで身支度をなさったのだこの連帯寺の絵、来てからでございました。我々が入業院の腹で、お待ち受けしていることを、若先生には、ご存じないはずはないのに。どうしていきなりここへ、まっすぐに来てしまったのか。 手前には、なぜだか一向にわかりません。武蔵は、先へここへ来ていたのか、若先生より、後から来たのか。先へ来て、あそこの塚の前に立っていました。一人だな、先も。へい、一人でした。どうしあったのだ、貴様は、ただ見ていたのか。若先生が、手前に向かって、万一武蔵に負けたときは、わしの骨は、お前が拾っていけ。 入宮員の腹には、明け方から門下たちが出張って騒いでいるが、武蔵との試合が決するまでは、あの者たちへ知らせに行ってはならんぞ。標本者が破れを取るのは、時にとって是非もないことだ。卑怯な振る舞いして、勝つほどの不名誉者にはなりたくない。断じて、横から手出しはならんぞと、こうおっしゃって、武蔵の前へ進んで行かれました。う,うん。そして、 武蔵の少し笑っている顔が若先生の背中を越して私の方に見えました。何か静かに二人は挨拶を交わしているなと思ううちに鋭い声が野に響き渡ってはっと思う目に若先生の勃んが空へ飛び上がったように見えますと途端にもうこの広い野に突っ立っているのは柿色の鉢巻きに瓶の毛を注げ立てている武蔵の姿が 一つしか見えなかったのでございます。九。大風が吐いていったように、並木の道には、もう、矢印馬の影も見えない。聖十郎の梅木を乗せた戸板の一群れは、廃棄を巻いて、小山に帰る疲れた兵馬のように、小然と、怪我人の苦痛を気遣うような足並みで歩いてきた。おやふと足を止めると、 トイを支えてゆく前の者が自分の襟首へ手をやった。あとの者は空を仰いだ。トイの上へもハラハラと松の枯れ葉がこぼれてきたのである。見ると、並木の小杖に一匹の小猿がきょとんとした目を下へ向け、わざとのように微妙な死体を示している。あいた仰向いた顔の一つへ松の実が飛んできたのである。 顔を押さえて、畜生。その男が小塚を投げた。小塚は細やかな歯の隙間を光って通り抜けた。口笛がどこかで鳴った。小猿はトンボを打って、並木の木陰へ飛び降りた。そしてそこに佇んでいた佐々木小次郎の胸から肩の上へひょいとなる。お、トイを囲んでいる吉岡門下の人たちは、 初めて小次郎の姿と、もう一人の明けみを、そこに見出したもののように、ギクと目の光を改めた。担架の上に横たわっている怪我人をじっと見ていたが、小次郎は決して、それへ向かって、嘲笑らしいものは浮かべてはいなかった。むしろ、敬賢な様子を示して、敗者の痛ましいうめきに、眉をひそめたほどであったが、吉岡門下の人たちは、 さっきの彼の言葉をすぐ思い出して、笑いに来たな、と感じたらしいのである。上田両陛か誰かが、猿だ人間でない奴の仕業だ相手にするな早くやれと板を促すと、しばらく。駆け出してきたかと思うと、小次郎はいきなり、と板の上の清十郎へ向かって話しかけた。どうした、清十郎殿 ブざしめに、やられましたな。うちどころはどこ何、右の肩か。ああ、いかん。黒に砂利を入れたように、骨はミシンだ。だが、仰向いていられていってはよくないぞ。体の内部に溢れている血が、臓器を犯し、頭へも上がってしまうかもしれん。周りの者へ向かって、彼は例の高びしゃな態度で言いつけた。といたを下ろしなさい。何をためらっているのか、下ろせ。 いいからおろしたまえ。そしてまた、品死の手になっている聖従郎へ。聖従郎殿、立ってはどうだ立てぬことがあるものかいたれは軽い。たかが右手一本ではないか左の手を振って、歩けば歩けるに違いない。憲法先生の子、聖従郎ともある者が、京都の王子を、問いただ戻ったと言われては、あなたはとにかく、亡き先生の名は地に落ちる。 これ以上の不幸はありますまい。そういう小次郎の顔を、聖十郎はじーっと見つめていた。瞬きをしない白い目であった。ふいに、がばっと聖十郎は立ち上がった。左の手に比べて、右の手は一尺も長いように、ブランと他人のものみたいに彼の肩からぶら下がっていた。みいけ、みいけ。ほ、きれい。 も何をですかバカさっきから言っているではないかわしの右手をだでも、ええ、く児のない。上だお前やれ早くせいは、はあ。すると、小次郎が言った。私でよければ。お、頼む。小次郎は、そばへ寄った。聖十郎のブランとしている手の先をつまんでぐっと上げ、同時に、 前差しの短い刀を抜いていた。何かと怪しまれるような音が、ドスッと、周りの者の耳に響いたと思うと、線を抜いたような血潮と共に、腕は付け根から落ちていた。十。体の重心を失いかけたように、聖十郎は少しよろめいた。弟子たちはそれを支えながら、傷口を抑さえあった。 歩く。俺は歩いて帰る。死人が物を叫んでいるような、聖十郎の顔つきであった。弟子たちに囲まれたまま、彼は十歩ほど歩いた。ぽとぽとと、その後には血が黒く大地に吸われていた。先生、若先生。門下の人々は、桶のように、聖十郎の身を囲んで立ち止まった。そして気づかわしげに、 といたれ急いだ方が、はるかにお楽であったろうに。小次郎目が、でしゃばって、いらざるま似を。と、彼の無責任な仕方を、言葉のうちに皆、行き通っていた。歩く。一息つくと、聖十郎はまた、二十歩ほど歩いた。足が歩くのではない。意地が歩いて行くのである。しかし、その威力は、長くは持たなかった。およそ半丁ほど行くと、バタッと、 門人たちの手へ倒れてしまった。それ、早く医者を。老媒した人々は、もう拒む力のない聖従郎を、死体を扱うように担い合って、わらわら駆け去った。それを見送ってしまうと、小次郎は、並木の下にじっと立っている明美の姿を振り返って、見ていたか、明美。お前にすれば、いい君だったろうが、と、言った。 明美は、青ざめた面持ももちをして、そういう小次郎の平気な笑い顔を、憎むかのように白い目で見つめた。お前がいつも、口癖のように、寝ても覚めても呪っていた聖十郎だ。定めし、胸がすっとすいたろう。え明美、お前の奪われた乙女の三竿は、あれで、見事に報復されたというものじゃないか明美は、小次郎という人間が、 途端に、聖十郎以上、呪わしい、恐ろしい、嫌な人間に思われてきた。聖十郎は、自分をこうさせた。けれど、聖十郎は悪人ではない。悪人というほど、腹の黒い人ではない。それから比べると、小次郎は悪人だ。世間で定義されているような悪人型ではないが、人の幸福を喜ばないで、人の災いや苦しみを傍観して、 自分の気楽に共する変質人である。そういうものは、盗賊をするとか、横領するとかいう肩のごとき悪人よりは、もっとたちの悪い、油断のできない悪人というものではないだろうか。帰ろう。小猿を肩に乗せて、小次郎は言い出した。明美は、この男のそばから逃げたいと思った。しかし、妙に逃げきれないものを感じて、その勇気が出ないのである。 武蔵を探してみたってもう無駄だ。いつまでこの辺りにうろついているはずはない。一人ごとを言いながら小次郎は先へ歩いて行くのである。なぜこの悪党のそばを離れられないのか、この隙に逃げてしまわないのか。と、明みは自分の愚かさを怒りながら、やはりその後について歩かずにいられなかった。 小次郎の肩に止まっている小猿が、その肩の上から後ろ向きになって、キキと白い歯を向いて彼女に笑いかけてくる。明美は小猿と同じ運命のものが自分であると思った。そして心の内で、ふと、あんな無残な姿になった聖十郎が、かわいそうに思われてきた。武蔵というものはまた別なものとして、彼女は聖十郎にも小次郎にも、 おのおの違った愛憎を持って男性というものをこの頃は複雑に考え始めてきた。十一。勝った。武蔵は心の内で自分へ外果を上げてみる。吉岡聖十郎に俺は勝った。室町以来の恐竜の宋家、あの名門の子俺は倒した。だが彼の心は 少しも喜んでは来ないのである。彼はうつむきがちに野を歩いていた。ピュッと低くかすめてゆく小鳥の影が魚のように腹を見せてゆく。柔らかい枯れ草と枯れ葉の中に一足一足を沈め込むようにして歩いていた。勝った後の寂しさというのは賢い人たちの世俗的な干渉である。 修行中の標本者にはない言葉だ。けれど武蔵は、たまらない寂しさに包まれて、果てなきの一人歩いている。ふと、彼は振り向いてみた。聖十郎と出会った連来寺の丘の松が、ひょろりと彼方に見える。二たちとは打たなかった。命に関わるようなことはあるまいと思うが。彼は、そこへ打ち捨ててきた。 敵の容体をふと暗じた。手に引っさげている木剣の歯を改めて見たが、木剣には血はついていない。今朝、この木剣を帯びて場所へ来るまでは、敵には定めし、大勢の海ぞえもついていようし、悪くすれば、卑怯なはかりこともあろうにと、死にどころの覚悟はもちろんのこと、死に顔の悪くないよう、歯も白く塩で磨き、髪まで洗って出向いたものだった。 そこで、当の相手の清十郎に出会ってみると武蔵は、自分の想像していた人物とは全く違った人間のように思われて、これが憲法の子だろうか、と疑った。武蔵の目に映った清十郎は、恐竜第一の標本者とはどうしても見えない、いわば都会的な線の細い金立ちだった。 一人の奉公人を見失れてきているほか、海添えも、助立ちもいないらしいのである。お互いに名乗り合って立ち会う途端に、武蔵は、これは、やる試合でなかった、と胸の内で食いた。武蔵が求めているのは、常に自分以上のものだった。しかるに今、この敵を制止すると、一年も腕を磨いて、会うほどの敵でなかったことが、 一目で見て取れたのである。その上に、聖十郎の瞳には全く自信がなかった。どんな未熟な相手にも戦うとなれば、猛烈な自尊心はあるものだが、聖十郎には目ばかりでなく、全身に正気が燃えていないのだ。なぜ今朝、ここへ来たのか。こんな自信がない心構えで、むしろ、早くしたがよかろうに。 そう思いやってみると、武蔵は敵の正十郎が哀れになった。彼は、それのできない名門の子である。父から受け継いだ千人以上の門下の上に、死と仰がれてはいるが、それは先代の遺産であって、彼の実力ではなかった。なんとか、口実を作って、木剣を引いた方が相互のためだ、と武蔵は考えた。しかし、 その機会はなかった。気の毒なことをした。武蔵は、もう一度、ひょろ長い松の生えている塚を振り向いて、聖十郎のために、自分の与えた墓献の板でが、早く癒えてくれればよいがと、心の中で祈った。十二。いずれにしろ、今日のことは終わったのだ。勝ったにせよ。 負けたにせよ。後までこだわっているのは、標本者らしくないことだ。未練というものである。そう気づいて、武蔵が足を早め出した時であった。この彼のに、何を探しているのか、草むらの中にうずくまって、土をかき分けていたオーナーが、彼の足音に、ふと顔を上げ、おほ驚いたような目を見張った。枯れ草と同じような、 薄い無地の着物を、そのオーナーは着ていた。綿のふっくら入っている道着の紐だけが紫色なのである。俗服を着てはいるが、丸いつむりにはズキンをかぶり、年はもはや七十頃であろう。どことなく上品で小柄な甘さんなのだった。武蔵は、実はびっくりしたらしかった。まるで野面と同じような色をしているこの年取った甘さんの体を、 もう少しうっかりしていたら、危なく踏みつけたかもしれないからである。おばあさん、何をとっているんですか人懐かしい、武蔵の気持ちだったのである。こう、彼は優しい言葉のつもりで話しかけた。牢には、そこへ鏡込んだ。武蔵の顔を見て、震えていた。難点の実をらねたような、サンゴのズズが、袖口の手にちらと見える。 そして、その手には、草の根をかき分けて探した、まだ若い嫁方たの、吹きの塔だの、いろいろななんが、小猿の中へ積み込まれて持たれていた。その指先も、その赤い頭も、かすかにわなないているので、武蔵はこの天さんが、何をそんなに恐怖しているのかを怪しんだ。で、彼は天さんが、自分を野せりの追いはぎとでも誤解しているのではなかろうかと思い、 おお、もうそんなに青い名が出ていますか。春だからな。セリも取れていますね。母子草も、ああ、摘み草ですね、おばあさん。ことさらに親しみを見せ、そばへ寄って小猿の中の青いものを覗きかけると、牢には愕然と小猿をそこへ捨てて、光悦や。誰かを呼びながらあなたへかけてしまった。武蔵は、 あっけに取られたように、老人の小さい体の行く先を見ていた。ただ見れば、平たい野面に過ぎないが、平たい野の中にもゆるい起伏がある。老人の姿が、そのわずかに低い血の影になった。人の名を呼んだところから考えると、そこには誰か、老人の連れがいるに違いない。そういえば、かすかな煙が、そのあたりから漂っている。 せっかく、あの老にが、男生して積んだものを。武蔵は、そこらへこぼれた青い草草のものを、小猿の中へ拾い集めた。そして自分は、あくまで優しい心を示すつもりで、その小猿を持って、老にの後から歩いていった。老にの姿は、またすぐ見ることができた。一人ではない、他に二人の、連れの者がいた。その三人は、 一家族のものと見え、北風を避けるために、緩い傾斜の影を選び、日向に盲線を敷いて、そこへ茶の道具だの、水差しだのまた、釜などもかけ、青空と大地を茶室として、自然の眺めを庭としながら、風流に遊んでいるのだった。生きる達人。一。 三人のうちの一人は下男で、もう一人は、この甘姿の老母の息子らしかった。息子といっても、もう四十七八かとも見える人物で、京焼の殿人形を、そのまま大きくしたような色の白さと、豊かな艶のいい肉体を、頬にも腹にも、ゆったりと持っている男だった。さっきこの老母が、光悦や,や、 呼んだことを思い合わせてみると、この人の名は、光悦と呼ぶに違いない。光悦といえば、今、京都の本阿弥の辻には、天下に聞こえ渡っている、同じ名の人間が住んでいる。加賀の大納言都市家から、二百国ぐらいの仕送りを受けているのだと、人は羨んで、よく噂に言う。町屋に住んでいて、 二百国の陰縁をもらっていれば、それだけでも、豪勢な暮らしができるであろうに。なおその上にも、徳川家康からは特別に目をかけられているし、区下道場へは出入りをするし、天下の諸公も、この一町人の家の前では、なんとなく気が受けて、馬上から店を見下ろしては通りがたいというほどなのである。本阿弥の辻に住んでいるところから、人呼んで、 本阿弥光悦というが、本名は二郎三郎。また、本業は刀の目利きと、研ぎと、ぬぐい。この三次の技をもって、足利の諸世から室町の世に栄え、今川家、小田家、豊臣家と、代々の執権から長偶を受けて、今に続いてきている古い家筋でもあった。その上に光悦は、 絵もよく描くし、陶器もやれば、薪絵もする。分けても、書においては、彼自身も一番自信のあるところで、まず、今の名筆家を数えるならば、男山八万に住む、松華堂少城か、カラスマ三宏教か、この絵信忠公、あの山脈陰風と、世間で言うところの諸風の創始者か、この光悦と言われるほどなのである。けれど、光悦自身は、 それほどな評価さえ、まだ自分を尽くしているものとは受け取っていなかった。こういう話さえ、交換に伝わっている。ある時、光悦が日頃親しいこの絵山脈院をその親方に尋ねた。うは、うの長者、先の関白という家柄の気公子であり、現職は、左大臣というおごそかな喧嘩であったが、性格は、そんな野暮な人でなかったらしい。 何でも、朝鮮の駅のあった年には、これは、秀吉一個の技とは言えない。国家の後輩に関わることだから、わしは、日本のために、座視していられない。と言い、時の天使に創上して、聖刊の駅に従軍したいことを、願ってやまなかったという風の、変わったところもある。また、秀吉がそれを聞いて、殿下無益の大なる者、これにしくなし。 カッパしたということであるが、そう笑った秀吉の朝鮮勢略そのものが、後では天下最大の無益と、世の人から辞表されたのはおかしなことであった。それはそうと、そのこの絵山脈院を光悦が訪問した折、いつもの書道の話から花が咲いて、光悦、お前今書において天下の名筆を三人数えるとしたら、誰を選ぶなと聞いた。 光悦は、さればにて揃ろう。という体で即座に。まず、次はあなた様。その次は、八万の谷本棒。あの、少女でございましょうかな。少し飲み込めない顔つきをして、三脈院は、もう一度問い直した。まず、次はとお前は言ったが、その最初の第一番は誰なのじゃ。すると光悦は、にやりともせず。 相手の目を見ていった。私でございます。こういう本阿弥光悦なのである。だが今、武蔵の前にいる下男連れの親子が、その本阿弥の次の光悦かどうか、その家族にしては、友も一人しか連れていないし、衣服やあたりの茶道具なども、あまりにしっそすぎる気がしないでもない。二。 光悦は指に絵筆を挟んでいた。膝には一丁の返しが乗っている。その返しには彼がさっきから丹念に射精していた彼のの流れが描きかけになっていた。そばに散らかしてある保護にも皆同じ水の線ばかりが手習いでもするように書いてあるのであった。ふと振り向いて、どうなされたのです、と問うように。 光悦は下男の後ろにおののいている母の姿と、そこに立っている武蔵の姿と、静かな眼差しで見比べた。その穏やかな瞳に触れたとき、武蔵は自分の気もなぐんでくる心地がした。しかし、親しみというにはあまりに遠いものなのだ。自分らの近くには見当たらない方の人間であって、そのくせ非常に、 懐かしみを覚えさせる瞳なのである。腹の豊かなように、底の深い光をた,たえて、その目はまたいつの間にか、武蔵に対して、窮地のような笑みをニコニコ示していた。ご老人様、んぞ母が過ちでもいたしましたかなせがれの私が、もう四十八にもなりまする。この母の年も、それでお察しくださいませ。 体は健やかでございますが、じと目がかすむ、などとこの頃は申しまする。母の粗相は、幾重にも私がお詫びいたしましょう。ご勘弁くださいまし。膝の返しと指の絵筆を毛線の上に置いて、丁寧に手を使えようとするので、武蔵はいをもって、そんな理由で自分が老母の驚きを求めたわけでないことを、明白にしなければならなくなった。 あいや。自分も膝を地へ落として、武蔵は慌てて、光悦の辞儀を遮った。あなたがご子息でござるかはい。お詫びは、拙者からせなければならぬ。なんで大驚きなされたか、自分にはとんとわからぬが、こちらの姿を見るとご老母が、この小猿を捨ててお逃げなされた。見ればお年寄りが、せっかく積まれた若菜やセリなどの草草が、 あとに散らばっているではないか。この彼のから、これだけの青いものをお取りなされたご老母の丹精を思うと、自分がご老母を驚かした理由はわからぬが、すまないと存じたのです。で、名を小猿へ拾い集めて、これまで持ってきただけのことです。どうか、お手を挙げてください。ああ、そうですか。光悦は、それですっかりわかったように、のびのびと笑いながら、 母の方へ向かって、お聞き遊ばしたか、母じゃびとは何ぞ思い違いをなされたのでございましょうが。すると彼の母はいかにもほっとしたらしく、隠れていた下男の背の影から少し出てきて、光悦や、それではこのご浪人様は何もわしたちに危害を加えようとするお人ではありませぬかがいいどころか。 あなた様が小猿の若菜を捨てておいでなさったので、この彼のからそれだけの青いものを探して積んだ年寄りの丹精が愛しいとおっしゃって、これへ持ってきてくだされたほど若い武人にしては心の優しいお方でございます。それはまあすまぬことと、老母は武蔵の恐縮する前へ、手首の図々へ顔がつくほど低い辞儀をして謝りいるのであった。 それから、心も打ち解けたように、この老母まで笑いこぼれながら、息子の光悦に、こう話すのであった。わしは今思うと、まことにすまんことじゃったが、このご老人様を一目見たとき、何かぐ臭いものが目の前へ来たようで、体中の毛穴が、ぞくと引き締められるように怖かったのじゃ。今、こうして見れば、何のこともないお人じゃがのう。 そう聞いて、武蔵こそ、この老母の何気ない言葉に、はっと胸をつかれた。我に帰って、我という自信の姿を、他人から見せつけられた気がしたのである。三。血臭いお人。世事のない光悦の母は、彼のことを指してそう言った。己の身についている匂いというものは、 誰でも自分にはわからないものに違いないが、武蔵はそう言われて、突然と、自分の影にこびりついている容器と血生臭さ,さに気づいた。そして、この老母の澄んだ感覚に、かつて知らない周知を覚えた。武者修行の。光悦は、それを見逃さなかった。武蔵の経験と光っている、異様な眼差しだの。 油気のない殺伐な髪の毛だの。体のどこを触れても切れそうな様子をしているこの青年に、彼は何かしら愛せるものを見出しているらしいのである。お急ぎでなくば少しお休みなさらぬかまことに静かでござりますぞ。黙っていてもすがすがと良い気持ちで心が空の青さに溶けてゆくような。老母もまた共に。 もう少し稲を積んだら、やがて草がゆを炊いて地蔵しよう。お嫌いでなくば、茶も一服参らせようほどに。と、この親子の間に交わっていると武蔵は、自分の体に生えている、さっきの棘が取れてゆくように気がなごんでくる。他人の中とは思われない、温かみなのだ。いつとはなく、わらじを解いて、毛線の上に座ってしまう。打ち溶けて、 だんだん聞いてみると、この老母は妙州といって、都でも隠れのない剣婦人であるし、息子の光悦も本阿弥の辻に住む有名な芸林の名称で、紛れもなく、あの本阿弥光悦であることが分かってくる。およそ刀を刺す人間で、本阿弥の名を知らない人間はない。けれど武蔵は、その光悦という人や、光悦の母の妙州という人を、 その先入手にある有名なものとは結びつけて考えられなかった。この親子がそういう由緒のある家柄の当人であると聞いても、やはりこの広い金ので偶然に出会った、ただの人としか思えないし、またそれが故に抱いていられる懐かしみや親しみを、にわかに固くなって捨ててしまいたくなかった。妙集は釜の湯のたぎりを待ちながら、 この子はいくつじゃろと、息子へ言う。息子の声悦は、さあ、二十五、六歳でもございましょうかなと、武蔵を見て答える。武蔵は首を振って、いえ、二十二歳です。すると、明秀は、さも驚いたように目を改め、まだそんなに弱いのか。二十二ではちょうど、わしの孫と言うてもよい。 それからまた、国はどこか、両親はあるのかないのか、県は誰に習ったか、などと、妙州はいろいろ尋ねてやまない。優しい年寄りから、孫扱いにされると、武蔵は同心を呼び起こされて、言葉遣いまでおのずと、子供らしくなってしまう。常に厳しい鍛錬の道にお寄付して、自分を鋼のように鍛え固めたこと以外には、 命を呼吸させたことのない武蔵だった。今、妙衆とそうして話していると、ありのままに、そこへでも寝転がって、甘えてみたいような心持ちを、久しく風雨にばかりさらされて、忘れていた肉体の中に、不意に思い出した。だが、武蔵にはそれができない。妙衆も光悦も、この一枚の毛線の上に乗っているものは、邪魔ん一つまでが皆。 空の青さと溶け合い、自然と一つになり、脳飛ぶ小鳥とも同じになって、静かに遊び楽しんでいるように見えるが、武蔵一人は、ママこのようにぽつねんとあって、その姿はどうしても、自然とは別物の存在としか見えなかった。四。何か、話を交わしているうちはいいのである。その間は武蔵も、 この毛線の上の人たちと溶け合って、自分は慰められている。けれど、やがて妙衆が釜に対して沈黙し、光悦が絵筆を持って背を向けてしまうと、武蔵は誰と語りようもなく、また何を楽しむ術も知らず、思い出されるものは、ただ退屈と孤独の寂しさだけだった。何が面白くて、この親子はまだ春も浅いのに。 こんな彼の駅で寒い思いをしているのか。武蔵にはこの親子の生活が不思議なものに見えてならない。積草が目的ならもっと暖かくなって人手が賑わう頃にもなればちぐさも燃えているし花も咲いていよう。茶を立てて楽しむことが目的ならば何もわざわざ釜や茶碗を持ってきて物好きな不自由をしないでも 本阿弥家とも言われる旧家である。住まいには良い茶室もあるに違いない。絵を描くためかと、武蔵はまた考えて、光悦の広い背中を見守った。少し身を横へねじって、その光悦の筆を覗いてみると、さっきもそうであったが、今もまた、開始へ描いているのは水の流ればかりであった。 ここから少し離れている枯れ草の間に、うねうねと細い野川の水が張っていた。光悦は、その水の姿を線に表そうとして多年もない様子なのである。かもうとしても、墨を通して、紙の上へ形として表してみると、何も掴まれていないので、光悦は何十ペでも水の姿をかむまで、 かずに同じ線を描いているのだった。ほほう。絵もなかなか優しくないものだ。武蔵はふと、そこへ自分の退屈を預けて見とれる。敵の姿を剣の先へ置いて、自分が無我になったとき、自分と天地が一つのものになったような気持ち。いや、気持ちなどというものさえなくなったとき、剣はその敵を切っている。光悦殿は、 まだあの水を敵として睨んでいるから描けないのだろう。自分があの水になればよいのだ。何を見るにも、武蔵は剣というものを離れては考えられない。剣から我を考えても、ぼんやりと、その程度には理解できる。けれど名をわからないのは、妙衆や光悦が、いかにも楽しげにいることだ。親子として、黙って背中を向け合っているが、 その姿がどっちを見ても今日という一日を楽しんで開かない様でいることが不思議でならない。暇人だからだろう。彼は単純にそう片付け。この険しい時世の中に絵を描いたり茶を立てたり、こういう人もいるものかな。俺には縁のない世界の人間だ。親代々の財産を大事に抱えて時世の外に遊んでいる。 上等な逸民というものだろう。退屈はやがて、気だるいものを誘ってくる。だきは禁物と戒しめている武蔵にとって、そう気がつくと、わずかな間も、こんなところにいられない気がしてくる。武蔵は、脱いだわらじを吐きかけた。思わぬ暇つぶしでもしたように、その様子がにわかに取ってつけたように見えた。おおおたちか。 妙集は意外そうに言った。光悦も静かに振り向いて。せっかく、母が今、粗末ですが、茶を差し上げようと思って、心を込めて釜の用を見ております。まあ、良いではありませんか。先ほど、あなたが母へ話していたのを伺うと、あなたは今朝、連大寺ので、吉岡家の着手と試合をなされたお方でしょう 戦の後の一服の茶ほど良いものはない。と、これは加賀の大納言様も家康公もよくおっしゃっていた言葉です。茶は用心です。茶ほど心を養ってくれるものはありません。どうは生から生じるものと私は思う。まあ、お話しなされ。私もご評判いたしましょう。五。かなり距離はあるが、 やはりこのの続きである連大寺ので、今朝方自分と吉岡聖十郎との試合があったことを、この光悦は知っていたのか。それを知りながら、そんなことはまるで、よその世界の騒ぎとして、静かにこうしていたのか。武蔵は、もう一度、光悦親子の姿を見直した。そして、座り直した。では、せっかくですから。 ちょうだいしてまいりましょう。光悦は喜んで、お引き止めするほどではありませんが、と、すずり箱の蓋をして、絵の保護が飛ばないように箱をのせておく。光悦の手に持たれて、それが動いたとき、厚い小金や白金や螺鈿でくるまれているような箱の表が、散然とムシの体みたいに光って目をいたので、武蔵は、 思わず身を伸ばして覗き込んだ。下に置かれてあるのを見ると、その硯箱のき絵は、決して目をいるような見乱ではない。麗しいことは、桃山城の豪華を小さくまとめ込んだほども麗しいが、その上に千年も経ったような匂いの高いくすみがかかっているのである。開かないように、武蔵は見入っていた。 十方の壁落よりも、四方の延べの自然よりも、武蔵にはこの小さい工芸品が一番美礼に見えた。見ている間だけでも慰められた。私の手伝わびですよ。お気に入りましたかな光悦の言葉に。ほう、あなたは薪絵もするのですか光悦は黙って微笑するのみであった。手芸の美が、 天然の美よりも尊く見えるらしい武蔵を眺めて、光悦は心の内に、この青年も田舎者、と少し笑っているような面向きである。そういう大人の高所から自分が低く見られているとは知らないで武蔵は、見事ですなあと、なおも目を離たずにいると、光悦はまた、今、私の手すさびと言いましたが、 その構図に配してある歌文字は、この絵三脈院様のお作で、また、お書きになったのもあのお方です。ですから有りは、二人の合作と申さなければなりません。この絵三脈院というと、あの関白家の、そうです。龍山公のお子様の、信忠公のことです。私のおばの夫にあたる者が、この駅に長年勤めておりますが、 なんとおっしゃる五人松尾金目と申します。ほう。金目殿ならば、よう知っています。毎度この駅に上がるので、お世話に預かったり、また金目殿もよく、宅へ訪ねてくださるし。ああ、そうでしたか。母じゃびと、と、光悦はまた、そのことを、母の妙衆にも話し直して。 どこにご縁がつながっているかわかりませるなあ、と言った。おう、そうか。ではこの子は、金目殿の義理のおいごか。妙州はそう言いながら、風呂先のそばを離れて、武蔵と息子の前へ進み、しとやかに茶式の礼儀をした。もう七十字架老婆であったが、茶事の作法が身についていて、自然な見ごなしや、 細やかに動く指の先や、すべての振る舞いが、いかにも女らしく、優しく、そして美しかった。野人の武蔵は、光悦に習ってかしこまっていた。その窮屈らしい膝の前に、菓子の木皿が置かれた。歌詞はつまらないヨドまんじゅうであったが、この枯れのには見当たらない、青い木の葉を敷いていた。 六。剣に形、作法などがあるように、茶にも法があると聞いている。今も妙衆のそれを、武蔵はじっと見ていて、立派だ、と思った。隙がない。彼の解釈は、やはり剣による。達人が剣を取って立った姿というものは、さながらこの世の人間とも思われない、その荘厳なものを今、 茶を立てている七十の老母の姿にも彼は見た。道、芸の心髄、何事も達すると同じものと見える。うっとりと彼は考えていた。だが、我に帰ってみると、草に乗せて膝の前に置かれた茶碗を武蔵はどう持ってどう飲んでよいものかとためらった。茶事の席になど、 つらなった経験もないのである。そこらの土を子供がこねたように不器用に見える茶碗だった。しかし、その茶碗の色の中に叩えられている濃い緑の泡粒は空よりも静かれ深い色をしていた。光悦はと見ると、もうお菓子を食べている。寒い夜に温かいものでも抱くように、両手で茶碗を持って、それも、 二口か三口で飲んでしまう。光悦殿、武蔵は言ってしまった。武骨者です。実は茶などいただいたことがないので、飲むすべも、作法も知らないのですが。すると明衆が、なんない、と、孫でもたしなめるように、優しくねめた。茶に知るの知らぬのという、知恵がましいしらごとはないものぞよ。武骨者なら。 武骨者らしゅう飲んだがよいに。そうですか作法が茶事ではない。作法は心構え。あなたのなさる剣もそうではありませんかそうです。心構えに肩を凝らしては、せっかくの茶味が存じまする。剣ならば、体ばかりかとなって、心と刀の円通というものを失うでござりましょうが。はい。武蔵は、 思わず頭を下げて、次の言葉に耳を澄ましていたが、ほっほっほっほ、と、妙集は、その後を笑い消して。私に、剣のことなどは、何もわかりませぬがのう、と言った。いただきます。武蔵は膝が痛いので、かしこまっていた膝をあぐらに組み直した。そして、飯茶碗から湯でも飲むように、 ガブと飲んで下へ置いた。苦い、と思った。それだけのことで、うまいなどとは世辞にも言えない気がした。もう一服、いかがでございますかたくさんです。どこがうまいのか、なんでこんなものを深刻らしく、味の詫びの作法のというのか。武蔵には、消せなかった。しかし彼は、 最前からこの親子に持った疑問と共に、一概に軽蔑し去る気にもなれない。佐藤が自分が正直に感じただけのものならば、東山時代の長い文化を通じて、あのように発達してくるはずがない。また、秀吉だの、家康だのという人物が、その道の流星を支持するわけがない。野牛石州祭も、老後その道に隠れていた。 思い出すと、宅安房もよく茶のことは言っていた。武蔵は、ふくさの上の茶碗へ、もう一度目を落とした。七。石州祭を思い出しながら、その茶碗を前に置いて見つめていると、ふとまた武蔵は、あの時、石州祭から送られた一枝の尺薬を思い出した。 白芍薬の花をではない。あの枝の切り口を、あの時受けた強い旋律を。おやと、口に出たかと思うほど、武蔵はその茶碗から心へ響いてくる何者かに激しく打たれた。手を伸べて抱き込むように茶碗を膝へ乗せてみる。今までの武蔵とはまるで人が違ったような、 熱を帯びた目の光が、つぶさに茶碗の底や、へらめに見入って、石州斎が切った尺額の枝の切り口と、この茶碗の土を切ってある、へらめの鋭さと。うーん、どっちとも言えない、非凡人の芸のさえだ。あばらが膨らむように、息が詰まってくる。何故にという説明は、彼にもつかないのである。 巨腕を持った名称の力量がそこに潜んでいるという他はない。陸性で表し難い無言の言葉がしみじみと心へ染みいってくるのである。それを受け入れる感受性を武蔵が人一倍持っていることも事実である。誰だろう、この作り手は。手に持つと話せない木のような触覚なのだ。武蔵は聞かずにはいられなかった。 光悦殿。私には今も言った通り焼き物のことなど皆目わからないのですが、この茶碗はよほど名工の作ったものでしょうな。どうして光悦の言葉は顔のように柔らかい、厚ぼったい唇ではあるが、女みたいな愛嬌をこぼすことがある。少し眼尻は下がっているが、魚のように切れながら意があって、たまたま やゆするようなしわも寄せる。どうしてと言われると困るのですが、ふとそんな気がするのです。どこか何かをお感じになったのでしょう。それをおっしゃってください。と、光悦は意地が悪い。さあ、武蔵は考えて。では、言い尽くせませんが、言いましょう。このヘラでスパッと切ってある土の跡ですが。ん うむ。芸術家の持ち前を、光悦も持っていた。芸術の理解などは、程度が低いものと相手を決めてかかって、武蔵も低く見ていたのだった。ところが案外、いい加減に聞いていられないことを言い出しそうなので、急に女のような優しくて熱い唇が、難しく大きく締まった。へらの後、武蔵殿は、どう思いますか鋭い。 それだけですかいや、もっと複雑だ。非常に太っ腹ですな、この作者は。それから、刀で言えば、そうしゅうもののように、切ればどこまでも切れる。けれど、麗しい匂いで包んでおくことを忘れない。また、この茶碗の全体の姿から言えば、非常に素朴には見えるが、木ぐらいと言いましょうか、どこかに王黄のような尊大な風があって、 人を人とも思わないところもある。うーん、なるほど。ですから、この作者は、人間としても、ちょっとそこがわからないような人物だと、私は思う。しかし、いずれ名のある名称には違いありますまい。ぶしつけですが、伺います。一体、何という投稿ですかこの茶碗を焼いた人は。すると、光悦は、 厚手な坂きの縁みたいな唇をほころばせて、よだれをたたえながら言った。わたくしですよ。ははははは。わたくしが、いたずらに焼いた器ですよ。あち。光悦も人が悪い。武蔵に批評させるだけ、批評させておいてから。さて、その茶碗の作者なら、実はわたくしです。といったものである。 やゆされたような悪感を相手に抱かせないところなどは、なおさら罪が深いと言わなければならないが、48歳の光悦と22歳の武蔵とでは、年の差というものがやはり争えない。武蔵は自分が試みられている、などとは少しも思わず、正直に感服して。この人は、こんな焼き物まで自分で焼くのか。この茶碗の作者が、 この人だとは思えなかったが。と、光悦の多芸多能の際に、いや、その際よりも素朴な茶碗のような姿をしていて、実はそのうちに隠している人間的な奥行きの深さを、武蔵は気味悪いほどに思った。彼が自負している剣の断りから、この人物の底を測ろうとしても、持ち合わせの物差しでは寸法が足らないような尊敬を、 正直に持ってしまった。こう感じてきたら、武蔵はもう弱い。その人間に対して、頭を下げずにいられない性分なのだ。自分の未熟さを、ここにも見出して、彼は大人の前に、小さくはにかんでしまう、一個の未成年者でしかなかった。あなたも、陶器はお好きのようだな。なかなかよく見る。光悦が言うと。いや、拙者は、 解目その方のことはわかりませぬ。当てょ量です。失礼なことを申して、お許しください。それはそうでしょう。いい茶碗一つ役にも、一生かかる道ですから。けれどあなたには、芸術を理解する感受性がある。かなり鋭い。やはり剣をお使いになるので、自然に養われためでしょうな。光悦も多分に、武蔵の人間を、心の内では認めていた。 しかし、大人というものは、感心しても、口で褒めないものだった。つい、時の経つのを、武蔵は忘れていた。そのうちに下男が、名を積み足してくると、妙州は、海王に、再婚を炊いて、これを光悦の手作りらしい小皿に盛り、亀の芳順を開けて、ささやかな、野の食事が始まる。その茶料理も、武蔵には、 あまりに短味すぎてうまいとは思わなかった。彼の肉体はもっと濃厚な味や油を欲しているから。けれど彼は素直に名や大根の薄い味を味わおうとした。光悦からも妙州からも習っていいものが多分にあることを知ったからである。が、いつ、吉岡方の者が死の報復を企んで、 ここへ迫ってこないとも限らない。武蔵は落ち着かない気持ちに時々かられて、のの落ちこちを見回した。ごちそうになりました。先を急ぐ身でもありませんが、試合に及んだ相手方の門人が参ると、ご迷惑がかからぬ限りもありません。いずれまた、ご縁があれば。妙集は、立ってゆく武蔵を見送って、本網の辻へも、 おついでのおりになど、立ち寄ってくだされい。光つも、後ろからいった。武蔵殿、おりを改めて、くの方へお越しください。ゆるりとまた、話しましょう。参ります。来るか来るかと思っていた、吉岡方のものの影は、ののどこにも見当たらない。武蔵はもう一度振り返って、光お親子の遊んでいる、 盲戦の世界を眺めた。自分の歩いている道は、ただ一途で、細くて、険しい道だと思う。光悦の楽しんでいる天地の、明るくて広いことには、及ぶべくもない。武蔵は黙々と、野洲へ向かって、夜の道。一。 なんてざまだ、吉岡の二代目は。いい君だと思って俺は飲んでいるんだ。これで、ぐっと胸が下がったというものさ。バスへの牛飼い町の中にある居酒屋だった。土間のうちは薪の煙や煮物の匂いで、もう暗かったが、外は夕焼け空が火事のように道まで赤くしていて、のれんの動くたび、当時の塔の夕ガラスが黒い火の粉みたいに遠く見える。 まあ、飲めやい。板を挟んで、向かい合いに腰掛けているのは三、四人のクワキュード。また一人で黙々と飯を食べている六部があるし、銭ごまを回して、酒をかけている、労働者の一塊だの、狭い土間にいっぱいだった。暗いぞ、親父。鼻へ酒を入れちまうじゃねえか。誰かが言うと。はいはい、ただいま。片隅の土間ろから、 薪きの炎が大きく立つ。外が暮れてくるほどに、この中は赤赤と浮いてきた。思い出しても尺に触ってならねえ。おととしからの炭巻きや魚の台だ。あの道場で使うのだから、ちっとやそっとのものじゃあない。大晦日こそと出かけていったところが、門弟どもが勝手なだくを並べた挙句、駆け取りの俺たちを、外へつまみ出し上がったじゃねえか。 まあ、そう、こんなさんな。連大寺のの一見で、俺たちの鬱憤も因果は敵めん。あいつらへ帰っていらあな。ところよ、今頃まで怒っているわけじゃねえ。嬉しくってたまらねえのだ。だが、吉岡聖十郎も、話に聞けば、あんまり脆い負け方をしたものじゃねえか。聖十郎が弱いのじゃない。武蔵という男が、途方もなく強いらしいんだ。 何しろ、単な人うちで、聖十郎は左の手だか右の手だか、どっちか一本なくしちまった。それが勃犬だというからすごい。行ってみたのか、おめえは。俺は見ねえが、行ってみた連中の話を聞くと、そんなことだったらしい。聖十郎は問い手に乗せられて帰ってきたが、命だけはまあ取り留めるらしいが、生涯、片は物ということになってしまった。 あとはどうなるんだろう。門ンたちは、どうあっても武蔵をぶち殺してしまわなければ、道場に吉岡流の名はあげておかれねえと呼んで、しきりに生きり立っているが、聖十郎さえ歯が立たない相手とすると、武蔵に向かって勝負のできそうなものは、弟の伝七郎より他にないというので、今、その伝七郎を探し回っているという噂だが、伝七郎というのは聖十郎の弟か。 こいつは、兄よりずんと腕の方はできるらしいが、手に負えない次男坊で、小遣いのあるうちは道場へも寄り付かないで、親父の憲法の縁故や名前を出しに使って、少々ほうぼ々、食い詰め物のように遊び歩いているという厄介者だ。揃いも揃った兄弟だな。あの憲法先生みたいな偉いお人の血筋に、どうしてそんな人間ばかりできたんだろう。だから、血筋だけじゃ、 いい人間はできねえという証拠だな。炉の薪明かりがまた暗くなりかけた。そのそばに腰掛けたまま、さっきから壁へ寄りかかって居眠っている男がある。だいぶ酒も入っているので、居酒屋の親父はそっとしておいたが、炉へ薪を加えるたび、日が外れて男の髪や膝へかかるので。旦那様、着物の袖。 火がつきますで、もう少し後ろへ、将棋をお下げなすって。言うと、男は酒と火で充血した目を鈍そうに開けたが。うん、うん、わかっているよ。わかっているんだ。そっとしておいてくれ。腕組みも解かなければ、腰も上げないのである。悪酔いでもしているのか、広く塞ぎ込んでいるのだ。その、下げ癖の悪そうな、 青筋の立っている顔を覗いてみると、これは、本遺伝又八だった。二。連大寺ののすぐる日のことは、ここばかりでなく、行く先々での噂だった。武蔵の名が有名になるだけ、本遺伝又八には、自分が惨めに見えてきてならない。自分もなんとか、一人前の格好がつくまでは、武蔵の話も、 聞きたくない気がするが、耳を塞いでも、こうして、少し人の寄るところというと話題に出るので、彼の憂鬱は、酒にも紛れきれない様子に見える。親父、もう一杯組んでくれ。何、やでいいそこの大きなマスで。お客様、大丈夫でございますかお顔色が少し。馬鹿を言え、顔の青くなるのは俺の持ち前だ。 もうこのマスで何度飲んだろう。飲んだ当人よりも親父の方が忘れているくらいである。喉を通ってゆく酒は一息だった。飲み干すとまた木くねんと壁に寄りかかって腕組みしているのだ。あるだけの量を飲み、足元には炉の炎が立っているのに、まだ顔には色が出ない酒だった。何これだって今にやってみせる。 何も、人間成功するには、剣とは限るまい,い。金持ちになろうが、暗い持ちになろうが、クザになろうが、その道での一国一城の主になりゃあいいんだろう。俺も武蔵も、まだ十二だ。早く世間へ名を打った奴に、大成した人間は少ねえ。天才だとか、何とか思い上がって、三十ごろにもなれば、もう、よぼよぼしてしまう。とっちゃん小僧というところが、そういう人間の決まり相場だ。 耳にも聞きたくないと思いながら、腹ではそんな反感を繰り返していた。今度の噂を大阪表で聞くとすぐ、京都へ足を向けてきたのも、別に何の目的があるというわけでもない。ただ、武蔵が気になってならないので、その後の様子を見に来ただけのことに過ぎない。だが、今にあいつも、思い上がっているうちに、こっぴどい目に遭うだろう。吉岡にだって人物はいる。 十件士もいれば、射程の伝七郎もいる。武蔵の名声が、一杯血にまみれるような火を、彼は絶えず、心のどこかで待っていた。そして、自分の上には、行行を探していた。ああ、乾いた。ひょろりと、火のそばから壁にすがって立ち上がった。他の客の顔は、皆振り向いて彼を見た。ま八は,は、 炭の大きな水亀へ首を突っ込むようにして、被赦から水を飲み、その被赦を放り捨てると、そのまま門口ののれんを開けて、ふらふらと外へよろめいていく。呆れ顔に、ぽかんとしていた居酒屋の親父は、またハちの姿が、のれんの外に隠れると、気がついたように、もし、旦那が、と、追って出て、お勘定まだいただいてございませんが。 他の客も、のれんの隙から皆首を突き出した。またはちは、危ない腰つきで立ち止まりながら。何旦那、うっかりお忘れなすったんでございましょう忘れ物はねえが。ごしのう。へへへ。ごしのうお払いを、まだいただいてございませんが。ああ、勘定か。恐れいりますが。金はねえや。え困ったな。 お金はね、ついこの間まではあったんだが。じゃあてめえは、初手からもんなしで飲みやがったんだな。ど、黙れ。マタハチは、懐や腰を探り回して、一個の陰謀を手につかむと、それを居酒屋の親父の顔へ向かって投げつけていった。俺も二本刺しているのだ。まだ飲み逃げするほど落ちぶれちゃいねえ。酒の代には過ぎ物だが、とっておけ。釣りはくれてやるから。 三。投げたものが、印籠とは見えなかったのである。それを顔へぶつけられて、居酒屋の親父が、痛いと言いながら、両手で顔を覆うと、のれんの内から覗いていた客の大勢が、ひでえ奴だと、また蜂の行為を憎み、飲み逃げめえののしると一斉に、たたにまえと、外へ出てきた。いずれも多少なり、 酒気を帯びているものばかりだ。酒を飲む者ほどまた、酒の上の不特感を強く憎むものである。癖になるやろう金を払ってゆけと、前後を取り囲んで。てめえのような奴は、大方年中、その手で飲み屋を飲み倒しているのだろう。金がなければ、俺たちに一つずつ頭を殴らせろ。こう連中が息きまいて、 たきのの死刑をを宣言するると、マハチは刀の束で身を守るように立って、なんだ俺を殴る面白い。殴ってみろ。貴様たちは、俺を誰だと思っているか小時よりも育児がなくて、ぬすっとよりも不定ゴミため浪人と思っているが、それがどうした言ったな。青白い眉間を寄せて、自分の周りをねめ回しながら殴るは、俺の名を聞いて、 驚くなどれが驚くものか佐々木小次郎とは、俺のことだぞ。伊藤一刀斎の弟弟子、金巻流の使い手、小次郎を知らねえか笑かしやがる。聞いた風な文句はいいから、金を出せ、飲んだ金を。一人が手を出して攻めると、又八は、それに返す言葉の代わりに、陰道で足らなければ、これもくれてやる。 抜き打ちに刀を払って、その男の手首を切って落とした。キャッと、大げさな悲鳴を上げたので、まさかと高をくくっていた居酒屋の愛客たちは、自分の血がこぼれたような錯覚に尻と頭をぶつけ合って、といたと、割れがちに逃げ出した。またはちは、白葉を振りかぶってその手の下に、さっと急に冴えたような目を光らし、今、何と言った 帰ってこい、虫けらども。佐々木小次郎の手の内を見せてやる。待て、その首を置いていけ。酔い闇の中で、又八は一人で白人を振り回していた。俺は佐々木小次郎だと、しきりに見えを切っていたが、もう相手は一人もいないし、暮れてきた夜空にはカラスも鳴いていなかった。くすぐられたように又八は空へ向かって、白い歯を見せて笑った。 けれども、泣き出しそうな寂しさが、すぐその表を包み、危なげな手つきで刀を鞘に戻すと、ひょろ、ひょろと、歩き出していた。彼が居酒屋の親父の顔へぶっつけた陰謀は、親父が逃げ込んでしまったため、道端に落ちたまま、星の下に光っていた。黒檀の生地に、青貝の増館がしてあるだけで、大して高価な陰謀とも見えないが、 夜の道に捨てられてあると、その青貝模様の光が、ホタルの塊が落ちているように、広く曜日にキラキラと見える。おや<よ>すぐ後から、居酒屋を出てきた六部がそれを拾った。六部は、何か急ぎ足だったが、もう一度軒下へ戻って行って、隙きる明かりにかざしながら、主催に印謀の模様やおじめを調べていた。あ、これは、 旦那様の印籠だ。伏見城の工事場で、むごい死に方をなされた、草薙天気様が持っていた品。これはこの通り、天気と印籠の底に小さく掘ってある。見逃してはならないと急ぐように、六部の影は、また八の影をすぐ追っていった。四。佐々木様佐々木様誰か後ろで呼ぶとは思っていたが、 自分の撫でない証拠である。酔っている又八の耳には通らなかった。九条から堀川の方へ、又八は歩いてゆく。いかにも自分の身を持て余している影だった。六部は足を速めてきた。後ろから又八の刀の小りを掴んで、小次郎殿、お待ちなさい。と言った。又八は、えと、しゃっくりでもするように振り向いて、 俺か。というと、お手前は、佐々木小次郎殿ではないのか。六部の目には、険しい光が潜んでいた。また八は、酔いの冷めかけた顔つきで、俺は、小次郎だが、その小次郎だったら何とする。聞きたいことがございます。な、何をだ。この陰狼は、どこからお手に入れましたな陰狼<謀>。いよいよ彼の手記は、冷め加減になってくる。 不死美城の工事場で、殴り殺しになった武者修行の顔つきが、ふと目のそばにちらついた。どこからお手に入れたものか。さ、それが聞きたい。小次郎殿、この陰謀は、どうしてお手前の持ち物になったのでございますか。霧工場で、六部は問い詰めるのだった。年頃二十六七の男で、年から行っても、ただ寺院を回って六六と五升を願っているような、 正規に乏しい人物ではない。誰だ、お主は一体。やや真顔に帰って、またあちがこう相手を探ると。誰でもいいではないか。それよりも、陰謀の出所をおっしゃい。元から俺の持ち物なのだ。出所もあるものか。嘘を言うな。急に六部は語気を変えて。本当のことをお言いなさい。場合によっては、とんだ間違いごとになりますぞ。 これ以上本当はない。じゃあ、どうしてもお手前は泥を吐かないな。泥とは何事だ。勢い、またーも虚勢を張ると。この偽小次郎め六部の携えていた四尺二三寸の歌詞の丸杖が言葉より早くビュッと風を鳴らしていた。腰を引く本能は動いたが、体そのものにまだ酒のしびれが残っていた。 二三言もよろめいたあげく腰をついたが、立ち上がるが早いか、後ろを見せて駆け出した。その速さは、ちょっと六部を老媒させた。泥酔している相手なので、そう機敏な行動はできまいと、見くびっていた反動だった。六部は慌てて、おのれ。追いかけながら、菓子の杖を、風へ乗せて、またはちの影へ投げた。またはちは、首をすくめた。 杖はうなりを持って耳のそばを通ってゆく。これはたまらないと思ったらしい。ま八は、いよいよ陽を弾ませて逃げた。外れた杖を拾い取って、六部も宙を飛ぶのだった。そして頃合いを図ると、もう一度杖を闇へ放った。だが、又八は、辛くもその杖の先から、二度まで危ないところを逃れた。 送信の毛穴から酒の気が一瞬に消えてなくなっていた。五。焼けつくように喉が渇く。どこまで逃げてきても、六部の足音が後ろから聞こえる気がするのだ。早六畳か五畳に近い町並びである。又八は胸を叩いて。うぅ、ひでい目にあった。もう来まい。 そこで、横丁の狭い路地を覗き込んだのは、逃げ道を考えているのではなく、井戸を探しているらしい。その井戸が見つかったと見え、マタハチは路地の奥へ入っていった。催眠街の中にある共同井戸である。鶴瓶を上げると、マタハチはそれへかぶりつくようにして水を飲んでいた。ついでに、鶴瓶を下に置いて、ザブザブと、 顔の汗を洗う。なんだろう、あの六部は。人心地に帰ってみると、君の悪さが、また蘇ってくる。金の入っている紫側の巾着と、中条流の目録と、そしてさっきの陰道と、こう三つの品は、去年の夏、伏見城の工事場で、大勢のために虐殺された、顎のない武者修行の死骸から、 抜き取ってきたものだった。そのうち、金はきれいに使ってしまい、懐に残っていたのは、中上流の印鑑目録と、あの陰籠が一つ。六部のやつあの陰籠は、俺の主人の持ち物だと言っていたが、するとあいつは、死んだ無所修行の方向人だろうか。世間の狭さに、又八は、死終追い詰められている気持ちだった。片身が引けて、 日陰を歩けば歩くほど、いろいろな偶然が、檻の影みたいに寄ってくる。せいかぼうか、何しろすごいものをぶっつけやがった。あのうなって飛ぶ棒の先で、コーンと一つ、頭でもやられたらそれきりだ。何しろ、油断はできねえぞ。死人の金を使ってしまったということが、絶えず、またはちの両親の中にあった。 悪いことをしたと思うたびに、あの炎天のもとで虐殺された、顎のない武者修行の死に顔が目にちらついてきてならない。働いて、儲けたらきっと何より先に返す。出世したら、石碑の一つも建てて、供養もするから。と、彼は心の内で、絶えず死者にわびていた。そうだ。こんなものも、ところに持っていると、どんな疑いをかけられるかもしれねえ。え いっそ、捨ててしまおうか。中上流の印果目録を着物の上から触ってみながら考えた。いつも銅巻きの中に突っ張っている巻物がそれだった。持って歩くにも相当厄介な品である。だが、またハはすぐ、惜しいとも思う。すでに金は一文もないし、身に持っている財産といえば、その巻物一つだった。なんとかこれを種にして、 出世の鶴とは行かないまでも、体の売れ口はないものかと、行行を頼む気持ちが、そのために、赤壁やそまにうまうまと詐欺にかかった後までも、いまだに両県からなくなっていない。その因果に書いてある佐々木小次郎の名を語って歩くと、かなり都合の良い時もある。無名の小さい道場とか、剣術好きの町人などに示すと、 多大な尊敬を受けた上に、一食一般の礼儀は、黙っていても先から取ってくる。この正月の半月などは、ほとんどその巻物で食って歩いたと言ってもよい。何も、捨ててしまうには当たるまい。俺は、だんだん気が小さくなるようだ。その気の小さいのが、出世の妨げかもしれないぞ。武蔵のように、太くなろう。天下を取った奴を見ろ。 そう、腹は決めたものの、今夜の寝床のあてもなかった。泥と草で傾いているようなそこらの催眠靴の家でも、そこの人間には、ひさしと戸があると思えば、また蜂は、羨ましくてならなかった。二人小次郎。一。寂しい彼の目は、ついそこらの家を覗いてみた。 どこの家もひどく貧乏だった。けれどそこには一つ鍋に向かい合っている夫婦がある。老母を囲んで夜鍋の手内食をしている腹からがある。物質には極端に恵まれていない代わりに、秀吉や家康の家庭にはないものをお互いが持ち合っているらしい。それは貧しいものほど濃い骨肉愛だった。 そのいたわり合いがあるばかりに、この催眠靴は、ガキの住みかにならなかった。やはり、人間の温かさを持っている。俺にも、母があった。どうしたろう、おふくろは。急に、マたハチは思い出された。つい去年の暮れ、行き合って、七日ほど一緒にいただけで、すぐ、つまらない親子同士のわがままから、 途中で捨てて、別れてしまったりになっている。悪いな。かわいそうなお袋だもの。どんなに好きな女をこしらえてみても、お袋ほど心から俺を愛してくれる女はなかった。ここから道のりも、もうたくさんはない。またあちは、清水の観音堂へ行ってみようと考え出した。あそこの日差しの下なら、寝ることもできる。また、 ことによったら、老母に出会うかもしれないという空頼みも抱いてみる。母のお杉は、大の新人家である。神仏を問わず、そういうものの力を絶対に信じている人だ。いや、信じるのみでなく、何よりの頼みとしているところがある。いつか大阪で、七日あまり、また八と一緒になって歩いている間に、 親子の間にすぐ不和ができたのも、おすぎが神社仏閣ばかり歩いて暇取っているのが、またはちに退屈を起こさせて、とてもこのお袋と長野旅はできない、という検体を息子に持たせたのが一因になっている。その頃、またはちはよくおすぎから聞かされていたのである。何があらたかじゃというて、清水寺の観音様ほど、 世に新たかな見けはない。あそこへがんをこめて、やがて三十七日に近い頃、なんとさしめに、ちゃんといき合わせてくだされたではないか。しかも、御堂の前で、あのやつに、お主も清水の観音様だけは、ようじんしたかよいぞ。それからまた、春にでもなったら、お礼参りを兼ね、後々も、 本位連携のため、五カゴを規制するのだと、幾度も又八は,は聞かされていた。だから、あるいはもう、そこに老母は散老しているかもしれない、と、又、ま、八は,は考えたのである。するとあながち彼の考え方も、空頼みでないかもしれなかった。六条某門の通りから、五条の方へ歩いて行くと、町ではあるが、この界隈の夜というものは、 犬につまずきそうな暗さであった。その野良犬がまた実に多い。彼はさっきからその野良犬の恋に取り巻かれていた。石を投げたくらいで沈黙する群れではなかった。しかし彼という人間も吠えられることにはこの頃慣れているので、いくら犬が牙をむいてついてきても吠える方で張り合いのなくなるほど平気で歩き続けていた。 だが、五条に近い松原のあたりまで来ると、犬の群れは、突然吠える方向を変えて、また蜂の前後に付きまとっていた犬まで、わらわらと跳躍して、他の群れ犬と一緒になり、並木のうちの一本の松の木を取り巻きながら、けんけんと空へ向かって方向を知らした。暗闇の中に、うようよしている犬の影は、犬というよりは狼に近い。それが、 数え切れない数だった。中には爪を立てて、その松の木の五六尺上まで飛びかかって、牙をむいている怖い犬もある。おやまたはちは木の上を仰いで目を見張った。小杖の上にはちらと人影がある。星明かりを透かしてみると、女らしい綺麗な田元と白い顔が、細やかな松の葉の中におののいているのである。 に、犬に追われて、木の上へ逃げ登ったのかそれとも木の上に隠れていたために、野良犬が怪しんで、その下を取り巻いたものかそこのところは明瞭ではないが、どっちにしても、小杖におののいている影は、年若い女であることに間違いない。し、畜生、し。マタハチは、犬の群れへ、拳を振り上げてみせた。かん畜生。ちくしょう 二つ三つ、石も投げた。四つ足の真似をしてうなれば、どんな犬も逃げると金ね,ね聞いていたので、またあちは獣のように四ついになって、ううー、と、うなってみたが、ここの犬たちには何の効き目も現れない。最もっとも、相手は三匹四匹ではないのだ。まるで深淵に群れている魚紋のような無数の影が、尾を振り、牙をむいて、 木の皮が裸になるほど、おののいている空の女へ向かって、吠えたけっているのである。またはちのごときが、遠くから四つ足の真似をして見せたところで、この猛犬の群れには、問題にされないわけだった。こいつらぜんと、またはちは立った。仮にも両刀を帯びている青年が、四つ足の真似をしているのを、木の上から、若い女に見られていた地軸を、 突然気づいたからである。キャーンと、ただならぬ一匹の悲鳴が起こると、すべての犬がまた蜂の方へ目を向けた。そして、彼の手にある白羽と、その下に切り倒された友達の死骸を見ると、犬はどっと一と,ところへ固まって、痩せた背骨を波のようにみな尖らせた。これでもか刀を振りかぶって、 犬の中へ駆け込むと、彼の顔へパッと砂をくれて、犬は八方の闇へ散らかった。女おい降りて来い降りて来い空へ向かって呼ぶと、松の小嶺の間で、リリリ,リンと、金属製のいいねが揺れた。おや、明美じゃないかおいたもとの鈴の音に覚えがあった。 鈴を帯や田元につけている女子は何も明美だけに限ったこともないが、ほのかに白く見える顔の輪郭もなんだか似ている気がしたのである。と、やはり明美の声だった。非常に驚いた様子で。誰誰マタハチだ。わからないか。えマタハチさんですって何しているんだそんなところで。犬なぞ怖がるお前でもないくせに。 犬が怖いので隠れているわけじゃありません。降りてきたらどうだ、とにかく。でも。明美は木の上から静かな夜のあちこちを見回して。またあちさん、そこをどいていてください。あの人が探しに来たようですから。あの人誰だそいつは。そんなこと、今話してはいられません。とても恐ろしい人です。私は。 去年の暮れから、その男を親切な人だと最初は思って、世話になっているうちに、だんだん私に、むごい真似をするんです。それで今夜、隙を見て、六条のズズ屋の二階から逃げ出してきたところ、すぐ勘づいて、後から追ってきたらしいんです。おこうのことじゃないのかおっかさんなどじゃありません。ゲオン当時でもないのかあんな人なら、何も怖いことはありやしない。 来たらしい。マタハチさん、そこに立っていると、私も見つかるし、お前もひどい目に遭うから、隠れてくださいよ。何そいつが来たとマタハチは、うろうろして、態度を消しかねていた。三。女の目は、男を指図する。女の目を意識すると、男は柄にもない筋力を出したり、 英雄ぶって見せたりしたがる。さっき、誰も見ていないと思って、四つ足の真似をして恥じたあの真理の延長が、まだまた蜂の心を締めていた。だから明美が、いくら木の上から彼に向かって、ひどい目に遭うといけないと教えても、早く隠れておしまいなさい、と危険を予報しても、そう言われれば言われるほど、彼は自分も男であることをがに持ってしまって、 それは大変、と、急に慌てふためいて、そこらの暗がりへお尻を出して潜り込むような宗状を、いくら愛人でないからといって、そうたやすく彼女の目の下に見せることはできなかった。お、誰だこう言ったのは、もうそこへ、早い足音を弾ませてきた男でもあったし、また、それに驚いて飛びのいた、またはちの幾同音の声でもあった。 あけびの心配していた怖い男なる者が、ついにここへ来てしまったのである。まはちの下げていたぬき身には犬の血が垂れていた。それを見たので、ここへ来た男は、まはちの前へ立った途端から、まはちをただものでないように睨にまえて、垂れた、うぬはと、もう一声、頭から浴びせてかかった。 明けみの怖がり方が大げさであったので、又八も一応はドキッとしたが、相手の影をよく見直すと、背こそ高くてたくましそうな骨格であるが、年は自分と大差のない若さだし、髪は前髪に言い、着物は派手な若衆こそで起きていて、なんだ、こんなにさいが、と、一見して思わせる程度の重弱な出立ちなのである。そこで又八は、ふふんと、 花の先で安心したものなのだ。こんな相手ならいくらでもお相手もして差し支えない。夕方ぶつかった、六部のような人間だは不気味だが、もう二十歳も超えながら、前髪や若衆こ袖でペラペラしているような重弱者に、世も引けを取ろうとは思われない。こいつが明美を苦しめているのか。生意気な帯をたんめが、どういうわけかまだ聞いていないが、 いずれ明みを追い回して、ひどい目にあわせているのだろう。よし、こらしてやろう。こうまたはちが胸のうちで、余裕のあるところを示して沈黙していると、前髪の若衆武士は、見たび口を開いて、何者だ、うのは、と言った。姿に似合わない竹だけしい声であって、三度目の一つは、ことさらあたりの闇を払うようにさっそうとしていたが、 すでに相手の格好で頭から敵を飲んでいたまたはちは、俺か、俺は人間だ、と、こうからかい半分に出て笑う必要もないこの際に、強いてにんやりと顔を歪めて見せたものである。果たせるかな前髪は、クワッと血を顔へ伸ばせたらしい。名もないのか名もない人間だと卑下するのか激悦に突っかかってくるのを、 またハちはしゃくしゃくとして、てめえのようなウジすじょうの知れねえ奴に、問われて名乗る名はない、と、やり返す。たまれ若衆の背中には、中身だけでも三尺はあろうかと思われる大刀が、斜めに乗っていた。肩越しに覗いているその塚頭と共に、前髪は、ずっと前へ身をかがめて、そちとはとの争いは、後で決めよう。わしは、 この木の上に隠れている女を下ろし、この先のズズヤの宿まで連れ戻るから、それまで待っておれ。馬鹿を言え、そうはさせねえ。なんじゃとこの娘は、俺が以前女房にしていた女の娘。今でこそ縁は薄いが、難儀を見捨てては通れない。俺を差し置いて、指でも差してみろ。叩きるぞ。四。 さっきの犬の群れではないが、威嚇したら、すぐ王を垂れて、逃げるだろうと思いのほか。面白い。と、相手の前髪男は、またハの良きとは違って、ひどく好線的な物腰となり。言うけるところ、何時も侍の端くれらしい、久しくそういう骨っぽい人間に出会わないので、背中の物腰像が、夜泣きをしていた折でもある。この殿下の宝刀も、 自分の手に渡ってから、まだ血に明かせたことがないし、少し錆びも来ているから、うぬの骨で研いでやろう。だが、逃げるなよ。いざとなって。引くに引けないようにして、相手は用心深く、言葉で先に縛ってくるのだった。しかし、その手に乗せられては、などという先見は持たないまたはちなのである。まだ十分先を甘く見て、 公言はよせ。考え直すなら今のうちだぞ。足元の明るいうちにうせてしまえ。命だけは助けてやる。その言葉は、そのまま措置へ返上しよう。ところで、そこの人間殿。先ほど黙って聞いておれば、わしなどへ名乗って聞かすような名ではないと。だいぶもったいぶってござったが、そのご存命を一つ伺っておこうではないか。それが勝負の作法でもあるし。 おお、聞かせてもいいが、聞いて驚くな驚かないように、肝を据えてお尋ねしよう。してまず、剣のお流儀はそんなことを調調する人間に限って、強かった試しがない。また八はいよいよこう見くびったり図に乗って、都度入道制限の別れを組んで、中条流の因果を受けている。え中条流を小次郎は 少し驚き始めた。ここで圧倒的に出なければ嘘だと思ったように、またハは押しかぶせて。では今度は、そっちの流儀を聞かせてもらおうじゃねえか。勝負の作法というものを。口真似して、やり返したつもりでいると小次郎は。おいよわしの流儀生命は後から申しつげる。してして、そこもとの中条流は、一体誰を師として学ばれたか。 とうも愚かというように、またハの答えは喧嘩に出て。これ金巻磁祭先生。ほいよいよ小次郎は驚いて。すると、伊藤一刀斎はご存知か知っているとも。またハは、面白くなってきた。これはもう例の効き目が現れてきた証拠と見たのである。刃の沙汰に及ばないで、おそらくこの前髪は、なんとか妥協の糸口を。 見つけてくるに違いないと考えていた。そこで、彼は進んでいった。あの、伊藤八五郎一等祭なら、何を隠そう。俺には兄弟子にあたる人だ。つまり、次祭先生のところで、同門の間柄だが、それが、どうしたって言うんだ。では、重ねて伺いたいが、そういうあなたは佐々木小次郎。え 佐々木、小次郎というものだ。丁寧にも、二度まで言ったものである。ここに至っては小次郎も、驚きを超えて、あぜんとしてしまうほかはなかった。五。ふーむ。やがて小次郎は、そううなりながら、えくぼを作った。まじまじと、無遠慮に自分を見ている目を、またあちは、 ぐっとねめ返して。なんだって俺の面をそう見るのだ。俺の名を受けたまわって、恐れ言ったか。いや、恐れ言った。帰れ。顎をすくってまたはちが、刀の塚をせり出して言うと。はっ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 は。はは腹を抱えて小次郎は笑い出した。いつまでも、笑いのやまない様子で。 世間を歩くと、随分様々な人物にも出会うが、まだかつて、こんなに恐れ入った試しはない。なんと、佐々木小次郎殿。あなたに聞いてみるが、しからば、拙者は何者であろうか何わしは一体、何者かと、あなたに聞いてみるのだが、知ったことかいやいや、そうでない。 よくご存知のはずである。しつこいようだが念のため、もう一度、受けたまわりたい。あなたのご声明は、何と言いましたかなわからぬが、俺は佐々木小次郎というものだ。するとわしは人間だろう。いかにもそれに違いない。しかし、わしという人間の名はこいつは、俺をなぶる気か何の大真面目。 これ以上の交えはない。小次郎先生、わしは誰だうるせてめえの胸に聞くがいい。しからば、自分に問うておこがましいが、わしも名乗ろう。おういえ。だが驚くな。バカな。わしは、岩流佐々木小次郎だが。え祖先以来、岩国の銃、姓は佐々木といい。 名は小次郎と親からもらい、また懸命を、元流とも呼ぶ人間は、各有私であるが。はて、いつの間に、佐々木小次郎が世間に二つできたのだろうかよちょ。世間を歩くうちには、随分様々な人物にも巡り合うが、まだかつて、佐々木小次郎という人間に出会ったのは、この佐々木小次郎、生まれて初めてだ。 実に不思議なご縁。初めてお目にかかったが、さては綺麗が、佐々木小次郎殿か。どうなすった急に、震えておいでなさるようだが。仲良くしよう。小次郎は寄ってきた。そして、立ちすくんだまま青ざめている又八の肩を、ポンと叩くと、またハは、ぶるっと体を震わして、 大きな声で言った。次の声は、小次郎の口から出たもので、まるで槍を吐くように彼の影をついてくる。逃げると、切るぞ一飛びに、二軒も間が空いたように見えたが、そのまだ端の逃げていく影へ、例の物干しざおの長物が、小次郎の肩越しからひらめいて、ビュッと銀座を闇に描くと、もうそれを小次郎は、二たちとは使わなかった。 風に吹かれたコノハムシのように、大地をゴロゴロと、三つほど転がったまま、伸びてしまったのがまたはちだった。六。背中の鞘へ三尺もある白羽が吸われて、ピーンと滑り落ちた途端に、高いつばなりが響く。と、小次郎はもう、息のないまたはちなどには、目もくれていなかった。あけみ 木の下へ寄って、こう叫びながら、小を見上げた。はけみ、降りておいで。もうあんなことはしないから、降りておいで。お前の母の亭主だったという男を、つい切ってしまった。降りてきて、解放してやってくれ。木の上からはいつまで、何の声もなかった。こんもりと、松葉の闇は濃いのである。小次郎はやがて、自分も木の上へ。 よじ登っていった。明美はいなかった。いつの間にか隙を見て、木を滑り落ちるなり逃げてしまったものと見える。小添えに腰をかけたまま、小次郎はしばらくそこにじっとしていた。さつさつと吹く松風の中に身を置いて、逃げた小鳥の行方を思っているらしかった。どうしてあの女は、俺をは、怖がるのだろうか。 小次郎にはそれがわからなかった。自分でできるだけの愛を彼女には注いだつもりだからである。その愛し方が少し激しすぎたことは自分でも認めている。しかしその愛し方が普通の人よりも違っていることは彼自身では気づき得ないのであった。女性に対しては小次郎の愛し方が どういうふうに人とは違っているかという点を知ろうとするならば、他人ならば彼の剣に現れる性格、つまり立ち筋というものを気をつけて見ていると、やや溶けてくるのである。一体この小次郎というものは金巻自祭の手元で、子外からの修行を受けている頃から、もう奇才だとか、キリンジだとか言われていただけに、普通の人とはまるで剣の立ちが変わっていた。 それを一口に言うと、粘りであった。彼のたちは、実によく粘るところに、先天的な特色があった。自分以上の力のものに向かえば向かうほど、その能力を出すのである。もちろんこの時代の剣は、兵法として、手段は問わないのであるから、どんな風に粘っても、それを汚いとは、誰も言わなかった。あいつにかかられては、かなわん。 恐れをなすものはあっても、小次郎の立ちを卑怯だというものはない。例えば、彼は少年の頃一度、日頃憎まれていた兄弟子たちから、墓剣で手痛く打ち伏せられて、気絶してしまったことがある。少しひどすぎたと悔いて、その兄弟子が水を含ませていたわっていると、息を吹っ返した小次郎は、猛然と不意に立って、その兄弟子の墓剣で、兄弟子を、 殴り殺してしまったという履歴すらある。また、一度負けたら、その敵を彼は決して忘れない。闇の晩であろうが、接近へ入った時であろうが、寝ている間であろうが、付け狙うのである。これも、その頃の標法としては、バカ、試合は試合の時にしろ、というわけにはいかないのであるから、小次郎を一度打ち込むと、仇持ちになったのも同じだと言って、 そういう彼の異常な必要を、同門の者はよく言わなかった。いつの間にか、また彼は、俺は天才だ、と自分で言っていた。しかしそれは、彼の不んな思い上がりばかりでなく、死の自災も一等災も、あれは天才だ、と許していたことは事実なのである。郷里の岩国へ帰って、明太橋のたもとで、 毎日つばめ切りの主練を積んで、独自な立ちを工夫してからは、なおさら、岩国のキリンジと、人もたたえ、彼も自負していた。だが、その粘りのある剣の異常な必要さが、女性を愛す場合に、どういう形で現れるか、などということは、誰も知る限りのことでないし、小次郎自身は、それとこれとは、まるで別に考えているので、明美が自分を嫌って逃げたことが、 不思議でならない顔つきであった。七。ふと気づくと、その時、木の下に誰か人影が動いていた。小次郎が木の上にいることをその人間は知らないらしい。お、誰か倒れているが、と、またはちのそばへ寄って鏡越しになりながら、またはちの顔を覗いていたと思うと、やがて、お、 こいつだと、小えの上までよく聞こえてくるような大声で言って、いかにも驚いたらしい手であった。それは、手に白木の杖を持っている六部であった。六部は、何を持ったか慌てて背の追いずるを下ろし、はてな、切られているようでもないし、体はまだぬくいし、どうしてこやつめ気を失っているのか。つぶやきながら、 またはちの体をなで回していたが、やがて腰についた細引きを解くと、またはちの両手を後ろへやってぐるぐる巻きに縛ってしまう。気絶していることなので、またはちは何の抵抗もするわけはない。六部はそうしておいてから、またはちの背を膝頭で押さえ、溝内のあたりへ気合をかけて押していた。うーん。 またはちが太い声を出すと、六部はそうして手当てしたものを、まるで芋だわらでも引っ下げるような扱い方して、木の下へ持ってきた。立て立つんだこう言命して、足で彼を蹴飛ばした。地獄の一丁目まで行って気がついたばかりのまたはちは、まだ十分我に帰っていなかったであろう。半ば夢中のように体を跳ね起こすと、 そうだ、そうしている。六部は満足して、彼の胴と足の部分をそのまま松の木の幹へ縛りつけてしまった。あまたハは初めて、こう驚き声を漏らした。小次郎でなくて、六部であったことは意外であったらしい。こら、偽小次郎。よくも逃げ足早く逃げ回って、人に世話を焼かせおったな。だが、もうダメだぞ。 六部はこう言って、おもむろに、またはちを拷問し始めた。まず最初の石管が、平手でぴしりと頬を打ってきた。その手でまた、額を強く押されたので、またはちの後頭部が木の幹にぶつかって、ごつんと鈍い音を出した。あの陰謀は、どこから手に入れたものか、それを申せ、ほら、も申さぬか。言わぬな、と、六部は、 またはちの花を強くつまむ。つまんでおいて、またはちの顔を左右へ激しく振り動かすので、またはちは妙な悲鳴を上げて、うひゅう。言うという意味らしいので、六部は鼻から手を離し、もうすか今度は明瞭に、ひゅうと、またはちが目から涙をこぼして答える。 こんな拷問に合わさないでも、またはちは、もうあのことを、必死隠しに包んでいる勇気はないのである。実は、去年の夏のことだったので。と、伏見城の工事場で、自分が石引きをしているうちに遭遇した、顎のない武者修行の死を、つぶさに話し、つい、出来心で、その人の死骸から金入れと、中条流の因果と、それから、 さっきの陰謀等を持って逃げたに、そう言いありません。金は、使ってしまいました。印果は懐に持っております。命をお助けくださるならば、今というわけには参りませんが、金もきっと、後日までに、働いて、ご返済いたしまする。はい、証文に書いて、お渡しいたしておいてもようございます。白状して、こう残らず行ってしまうと、またハは、去年から絶えず、心に病んでいた海を、 一度に切って出してしまったようで、急に気が楽になったせいか、なんだか、怖いものもなくなってきた。八。聞き終わると六部は、それに相違いないかまた八は神妙に、相違ありません。と言って、少しうつむく。しばらく黙っていたと思うと、六部は腰の小脇差しを抜いて、彼の顔の前へ、すっと出した。 またハチは、びっくりと斜めに顔を上げ。け、蹴るのか、俺を。うん。命をもらう。俺は、一切を正直に言ったじゃないか。陰謀は返したし、陰下の巻物も返す。それから、金も今は払えないが、後日きっと返すと言っているのに、何も俺を殺さなくてもいいだろう。お主の正直はよくわかっている。 だが、死災を言えば、わしは上州下仁田のもので、伏見城の工事場で大勢の者に殺された草薙天気の奉向人なのだ。つまり、あの武者修行に出ておられた草薙家の若党で、市宮玄八というのだが。そんな言葉は、また蜂の耳には通らなかった。死に直面しているのである。身をもがいて、自分の名前を悲しみ、 どうかして逃れたいと思うことだけだった。謝る。俺が悪かったのだ。俺は何も悪い良犬で、あの死骸から物を盗んだわけじゃない。死人が今はの際に頼むと言ったので、はじめはその遺言通りに死人の身寄りの者へ届けてやるつもりでいたのだが、金に詰まって、つい預かっていた金へ手をつけたのが悪かったのだ。いくらでも謝るから、勘弁してくれ。 どんなようにでも謝るから。いいや、謝られては困る。六部は強いて、事故の感情を抑えつけているように首を振って。その折の詳しい事情は、不死身の町で調べてあるし、お主が正直者だということも見ておるのだから。だが、わしは国元にいる天気様の遺族に対して、何か慰めるものを下げていかなければ帰れない事情にあるのだ。 そこには、いろいろなわけがあるが、主なる理由は、天気様を殺めた仕立て人がないことだ。これには、わしも弱ってしもうた。俺が、俺が殺したのじゃないぞ。おい、間違えてくれては困る。わかってるわかってる。そこは十分承知しているが、遠い上州にある草薙家のご遺族たちは、天気様が、白部神の作事場で、 土工や石くなどにダブり殺しになったのだとはご存じないし、また、さようなことは、外分が悪くて、身寄りのものや、世間へも疲労いたしにくい。そこで、お主には気の毒な頼みだが、どうかお主が、天気様を殺した仕立て人となり、この現場地に、主の仇となって、撃たれてもらいたいのだが、なんと、聞き入れてはくれまいかこれこそ、ことを分けての頼みというものであるが、 またはちはそう聞くと、いよいよもがいて。ば、バカなことを。やだ、やだ。俺はまだ、死にたくない体だ。ごもっともな仰せではあるが、さっき九条の居酒屋で、飲んだ払いもできぬほど、その身一つさえ生きてゆくに、持て余しておられるご様子ではないか。飢えてこのせちがらい世の中にうろついて、恥をかいておられるより、いっそさっぱりと、 吐をなされてはどうでございまするなさてまた、お金のことならば、自分が所持のうち南部だけでも、お主の光殿として死んぜますゆえ、これをお心残りの年寄りがあるならその年寄りへ、また行こうとして、先祖の寺へ、さめてくれと言うならば、そのお寺へ、必ずお届け申しておくが。滅相、ね、もね、ほら、お金なんぞはいらねえ。命が惜しい。いやだ。 助けてくれせっかくなれど、こう死災を割ってお頼み申した上は、どうあってもお主に主人のきとなってもらわねば仕方がない。その首をいただいて上州へ立ち返り、天気様のご遺族や世間に対して事情を作ろう心底でござる。また又八殿とやら、これもすくせの約束ごとと諦めてください。源八は刃を持ち直した。 待て待て、現場ちと、誰かその時言った。それが、またはちの口から出た声であるならば、自分の無法のわかっている感情を噛み殺しても、目的のためには、何をといったような顔つきであったが。よ目を暗い空へ吊り上げて、耳の成果とでも疑っているように、小に動く風を聞いていた。すると、 そこの宙の上から、また二度目の声がした。つまらない殺生をするなよ、ぱ八。あ、誰だ小次郎だ。何またしても小次郎だという人間が、今度は空から降りてきそうなのだ。天狗の声にしては、親しみがありすぎた。一体、幾人偽小次郎がいるのだろうか。ぱ八は、もう、その手は食わない。 というように、木の下から飛び離れると、脇出しの先を宙へ構えて。ただ、小次郎とだけでは分からぬ。どこの、何の小次郎か。元竜、佐々木小次郎さ。バカな。笑い飛ばして。その偽物は、もう流行らぬぞ。今もここで一人、浮き目を見ているのが分からぬか。はは、さては読めた。 のれもここにいるまたちとやらの同類か。わしは本物だ。玄八、わしはそこへ飛び降りようと思うのだが、お前は降りてきたら、わしを真っ二つに切ろうとしているな。うむ、小次郎の化け物いくたりでも降りてこい成敗してみせる切れたら偽小次郎だろう。だが、本物の小次郎は切れっこない。降りるぞ、玄八。 いいかお前の頭の上へ飛ぶぞ。見事にきれよ。だが、わしを宙切りにし損ねると、わしの背にある物干しざおが、お前のすぐみを竹のように舞ってしまうかもしれないぞ。お、しばらく、小次郎様、しばらくお待ちください。そのお声、思い出しました。また、物干しざおの名刀をご所持の上は、誠の佐々木小次郎様に違いありません。 信じたかけれど、どうしてさようなところへ。後で話そう。はっと玄八は首をすくめたのであった。仰向いている顔を越えて、小次郎の袴の風が、さっと散りま松葉と一緒に自分のすぐ後ろへ落ちてきた。紛れもない、佐々木小次郎を目の前に見直すと、玄八は、かえって不審の萌えに包まれてしまった。 この人と、自分の主人、草薙天気とは、同門の間柄である。従って、小次郎がまだ、上州の金巻次災の元にいた自分は、幾度もあったことがある。だが、その頃の小次郎は、こんな厳しい和歌集ではなかった。目鼻立ちは、幼少から聞かない気象を表して、凛んとしていたが、師匠の自災が、神は嫌う人であったから、 そこの水くみ小僧であった小次郎は、元より質素で、色の真っ黒な田舎少年でしかなかった。見違えるような。玄八は、見惚れていた。木の根に腰を下ろして。ま、そこへかけないか。と、小次郎は言う。それから、二人の間に交わされた話によって、師匠のおいであり、また、同門である草薙天気が、自分へ渡す。 中条流のインカの巻物を持って遊歴中に、不死城の工事場で、大阪方の官庁と間違えられて、斬死した事情も、お互いによくわかってくる。また、その事件が、世間の中に、佐々木小次郎を二人こしらえてしまったわけもわかってきて、果ては手を叩いて、本物の小次郎は、それを愉快がった。十。そこでまた、小次郎が言うには、 他人の名など、語って歩くような、こういう生活力の弱い人間などを殺してみても、一向面白くもなんともない。殺すならば、もっと別な方法がある。また、草薙家の遺族や、国元の世間体の問題ならば、何も無理に仇討ちにこしらえて、事情を繕わなくても、そのうち自分が上州方面へ下った折、十分死者の面目も立つように釈明して、 ついぜんの供養でも営むことにするから、それも自分に任しておいたがいいではないか。どうだな、玄八。小次郎の言葉に、そうおっしゃってくださるからには、私には何も依存はございません。では、わしはこれで別れるぞ。お前も国へ帰れ。え、このまま。されば、実はこれから、明美という女子の、 逃げた先を探しに行く。じと、気がせくから。あ、お待ちください。まだ大事なものを、お忘れでございましょう。何を、戦士の金巻磁祭様から、おいの天気様へ託して、あなたへおずりなされた、中条流の因果の巻。うん、あれか。死んだ天気様の懐から抜き取って、このニセ小次郎の又八と申す者が、 今も肌身につけて所持しておると言いました。それは当然、次細先生からあなたへ授けられたもの。思えばこうしてお会い申したのも、次細先生の礼や天気様のお引き合わせであったかもしれません。どうかそれをこの場においてお受け取りくださいまし。玄八は、そう言って、また八の懐へ手を突っ込んだ。どうやら命は助かりそうな様子なので、また八は、 腹巻きの底からそれを引き出されても、惜しい気持ちなどは少しもしなかった。むしろその後、懐も気も軽々した。これです。ぱちがインカの巻物を、亡き人に代わって小次郎の手へ授けると、小次郎は押しいただいて、歓球するかと思いのほか。いらない、と、手も出さない。意外な顔してぱちは、 えどうしていらん。なぜですかなぜでもわしには、もうそんなものは不要だと思うから。もったいないことをおっしゃる。次祭先生は、多くのお弟子のうちから、中上流の因果を授ける者は、あなたか伊藤一等祭か、こう二人よりないと見て、生前から心で許しておいでになったのですぞ。やがて今はの際に、この一巻を、 おいの天気様に預けて、あなたへ渡せとおっしゃったのは、伊藤一刀祭は、すでに独自の一派を立てて、一刀流を称しておりますゆえ、弟弟子ではあるが、あなたに因果目録をお許しになったものだろうと考えられます。死恩のありがたさ、お分かりになりませんか死恩は死恩。しかし、わしにはわしの抱負があるのだ。なんですって 誤解するな、ぱち。はまりといえば、死に対して無礼でございましょう。そんなことはない。ありように言えば、わしは死の次歳先生よりも、もっと秀でた天秤を持って生まれていると思っている。だから、先生よりも、偉くなるつもりなのだ。あんな固い中で、晩年をうずもれてしまうような、原子で割わりたくないのだ。本性でおっしゃるのか。もちろん。 自分の抱負を言うのに何の遠慮があろうという態度の小次郎であった。せっかく先生はわしへ因果を下すったが、今日においてすら、この小次郎の腕は、もう先生以上のものになっていると、わしは自ら信じているのだ。それに、中上流という流名も田舎びて、将来ある若い者には、かえって妨げになる。兄弟子の矢五郎は、一刀流を立てたのだから、わしも一流を立てて、 行く末は岩流と唱えるつもりだ。玄八、そういうわしの抱負だから、そんなものは好みに不要だ。国元へ持って帰って、お寺の過去帳とでも一緒にしまっておくはいい。十一。献上などというものは、手ほどもない言葉付きなのである。なんという思い上がった、高慢な男だろうか。 ぱ八は憎む目で、小次郎の薄い唇をじっとねめつけていた。だがの、玄八、草薙家の遺族たちへはよろしく言ってください。いずれ東国へ下った折にはお尋ねするがと。終わりの言葉はこう丁寧に言って、小次郎はにやりと笑う。高慢な者が意識していう丁寧めいた言葉ほど嫌みでこり食いものはない。 原発はムカムカして、某死に対するその不損を、なじってやろうと思ったが、馬鹿げている。自重して、さっさと追いずるのそばへ行き、陰下の薪をその追いのちへ収めると、おそらば、一言捨てて、たったとあなたへ立ち去ってしまった。あと見送って、はははは、怒っていきおったわい、田舎者め。それから今度は、木の幹に、 ぜ然としているまたはちへ向かい。偽物。これ、偽物。返事をせむかほい。おのな名は何というほいれんまたはちろにんかほう。育児のないやつだ。師匠からくれたんかさえ返してやった、わしを見習え。それくらいな気概がなくては、一流一派のそにはなれんと思うからだ。それをなんだ他人の名を語り。 他人の因果を盗んで世間を渡り歩くとは、寂しいにも程がある。虎の皮を被っても猫は猫でしかないぞ。挙句の果てはこういう目に遭うのがオチだ。少しは身に染みたか非後、気をつけます。命だけは助けてやる。しかし、工具のこともあるから、その縄目は一人でに溶ける時までそうしておく。言い渡すと小次郎は、 何思ったか、小塚でそこの木の皮を削り出した。まはちの頭の上に、削られた松の皮が落ちて、襟の中まで入った。あ、はあ、矢立てを持たなかった。小次郎がつぶやくと、矢立てがおいるようなら、手前の腰に、確か刺してあったと思いますが、と、まはちがこびて言う。そうか、お主が持ち合わせておるか。じゃあ借りるぞ。 筆を投げて、小次郎は読み返していた。岩竜、これはふと今、思いついた怪事である。従来は、岸の柳。岩国の金太郷で、め斬りの修練をした思い出を、剣豪にしていたのであるが、それを流名とすれば。岩竜、この方がいかにもふさわしい。そうだ、これから竜儀は、岩竜問いよう。 一刀祭の一刀流などより、はるかにいい。夜も老けた頃である、紙一枚ほど削った木の白い肌へ、小次郎は、やたての筆を取って、こう書いた。この者、それがしの生を語り、それがしの懸名を偽証し、諸国よかれぬことして歩きたれば、捕らえて綿棒を、衆に示すものなり。我が生、我が竜、天下に蓋なし、岩流。 佐々木小次郎。よし。炭のような松風が松林の中をぐわっと後ろみたいになっていった。小次郎の鋭敏な若さは頭の中ですぐ活動の目標へ変化をとる。今、そんな抱負に燃えていたかと思うと、もう暗い松風へひょうのような目を光らせ。よ。明けみの影でも見つけたのか、突然。 真っ白にどこかへ駆け去った。次男坊。一。腰とか、アンダとか、一部の階級には、そういう乗り物も古くから用いられていたが、庶民の交通に実用化されて、市中や街道に、カゴと呼ばれるものが見え始めてきたのは、つい昨今の風景と言ってよい。 竹の四つ手がついているザルの中へ人間が乗って、後棒と先棒が、えほ、やほ。まるで荷物みたいに担いでくるのだ。カゴカキの足が幅を飛ぶとザルが浅いので、乗っている人間は振りこぼされないように前後の釣りだけ両手で捕まって、えほ、えほ。カゴカキとともに息を合わせて、絶えず体を弾ませていなければならない。 今、この松原の中の街道を、その籠が一丁に、ちょうちんが三つ四つ。人数が七八名ばかり一段になって、当時の方からつむじ風みたいにかけてくるのが見える。夜半過ぎると、この道筋にはよくそういった早籠や馬の無知が鳴って通る。京都、大阪の病脈になっている、淀川の交通が止まるので、下級となると、 陸路を夜通しして来るせいであろう。いや、さ、え、さ、あ、ふ、もう少し、六条だぞ。この一団も、三里アよりの近くから来たとは思われない。かごかきも、かごに沿ってかけてくる連中も、綿のように疲れきっていて、口から心臓を吐き出してしまいそうな息遣いなのである。六条か、ここは。六条の松原、もう一息。 携えているちょうちんには、大阪の京成町で使う多勇門がついている。しかし、かごの中には、かごからはみ出しそうな大男が乗っているし、それにつき従って、へとへとになっている価値のものも、皆勇壮な若者どもばかりであった。ごしゃて、市場はもうついそこでござりますぞ。ひとりがかごへ行ったが、かごの中の巨漢は、張り子の虎のように、 ガクガク首を振りながら心よげに居眠っているのだった。そのうちに、あ、落ちると、海沿えの者のがかごの外からねむりを抑えると、この男、途端に大きな目を開いて、ああ、喉が渇いた。酒をくれ。竹筒の酒をよこせ。という。ちょっとの檻でもあれば、皆、休みたい気持ちだったので。おろせ、暫時。 言うが早いか。う,う放り出すように籠を地へ下ろして、籠ゴかきも周りの若者らも、一斉に手ぬぐいをつかみ、魚の肌みたいに濡れている胸毛の汗を拭く、顔をこする。伝七郎様、もうたくさんはありませぬが。籠へ竹筒の酒を渡すと、受け取って、それを一息に飲み干したあげく。はあ。 酒が歯に染みる。弟子チロと呼ばれた男は、やっと目を覚ましたように大きくつぶやく。その首を、ぬっと四つ手の外へ突き出して、空の星を仰ぎながら、まだ夜が明けないのか、恐ろしく早かったな。おに上の身になれば、まだかまだかと、一刻も先週の思いで、お待ちかねでございましょう。俺の帰るまで、 兄貴の命が持っていてくれればいいが。医者は持つと言っておりますが、なりぶんひどく高ぶっていらっしゃるので、時折傷口から出血するのが良くないそうで。むむ、ご無念だろうな。口を開いて、竹筒を逆さにしたが、もう酒はなかった。武蔵兵その竹筒を大地に叩きつけ、吉岡伝七郎は荒々しく言った。急げ 2. 酒も強いが、完璧もなお強いらしい。もっと強いのは、この男の腕節であって、吉岡の次男坊といえば、世間の通り者だった。兄とは両極端な性質で、父の憲法が生きていた頃から、父をしのぐ力量のあったことは本当で、今の門下でも、皆認めている。兄貴はダメだよ。あれは、親父の後目など継がないで。 おとなしく六鳥にでもなればよいのさ。これは伝七郎が面と向かっても言う興奮なのである。したがって兄との仲は至って良くない。それでも憲法の財政中は兄弟してあの道場に励んでいたものだが、父の死去をきっかけに伝七郎はほとんど兄の道場では、とを思った試しがない。去年のこと、友達二三名と異性遊びに出かけ、 帰りには、山との野牛石州祭を訪ねるのだ、と、言って出たが、京都にはそれきり帰らず、消息もなかったのである。一年も帰らないからといっても、誰も、この次男坊が、飢えているとは案じなかった。わがままを言って、大酒を飲んで、兄貴の悪口を言って、自分は一切働かずに天下を見下し、父の名を時々振り回しておりさえすれば、 それで上もせずに結構通って行く。立儀者から見れば不思議な、次男坊の生活力というものが、やはり伝七郎には備わっているからである。この頃は何でも、兵庫の三影あたりで、誰やらの下屋敷にごろついているそうな。そういう噂は聞こえたが、格別気にも留めないでいたところへ、今度の清十郎と武蔵との連代寺の事件であった。 瀕死の聖十郎が、弟に会いたい。と、あの後で言ったことも、門弟たちの胸をついたが、そうでなくとも一門の者は、この不くを注ぐには、ご射程より他にない。と、前後策を思う途端に、彼の名が、誰の頭にも呼び起こされていたのだった。見陰付近というだけで、何もわからなかったが、即日門下の中から、 五六名の者が兵庫へ立ち、ようやく伝七郎を探し当てて、この早かごへ乗せたのだった。兵素不仲な兄とはいえ、吉岡の名をとして立ち会った試合に、兄が貧死の重傷と敗北の汚名を受けて、今、わずかに生死の境にある口から、弟に、と、会いたいような言葉を漏らしたと聞くと、伝七郎は一も二もなく、よし、行ってやる。 かごに身を任せ、早く、早く、と、叱ったするので、かごかきの肩を乗りつぶし、もうここまでの間に、みたびかよたびも、籠屋かごやを雇い替えたほどだった。それほどせき立てるくせに、伝七郎は、立てば立てばへかかると、竹筒の中へ酒を買わせた。非常に感情が高ぶっているらしいので、それを慰めるためかもしれないが、普段でも大酒な方だ。 それに寒い夜川の淵や田んぼの風にさらされて籠は飛ぶので、いくら飲んでも酔わないような気がしているのであろう。あいにくとまた、その酒が竹筒に切れたので、電子チロはいらいらしたらしい。急げと、高ぶった声を合図に竹筒を捨てたが、籠ゴかきのどこも門人たちも何へ不信を起こしているのか、待つ風の闇の彼方へ、 なんだろう。ただの犬の声じゃないが。耳も目も奪われている形で、伝七郎がせえても、すぐ籠のそばへ集まってこない。そこで伝七郎がまた、二度目の完璧声を出して、早く籠をやれ、と、怒鳴ると、初めてびっくりしたように。おしゃて、ちょっとお待ちなさい。あれは、何事でしょう。何が何事なのか。 一向他へ気求めていない伝七郎へ、門人たちはそう聞いた。三。何も事改まって、そう神経を使うほどのことでもない。それは、何十匹か何百匹か知れないが、とにかくよほど多いらしい犬の吠え合う声なのだ。いくらたくさんでも、犬の声は犬の声にとどまる。 一見今日伝えれば満見。というくらい、あの仲間の騒ぎは、あまり当てにはならない。まして近頃は戦がなくて、人力に飢えているので、野から町へ移っ、いわゆる野良犬が、街道筋には群を成していることが珍しくない。行ってみろ。しかるに伝七郎はこう言い、先に立って、自分もそれへ足を早めて行った。彼が立つからには、犬の声も、 ただの犬の声でなく、何かの訳があったのであろう。続く門人たちも、遅れじという足でかけてゆく。よ、よ、よ、期待なやつ。果たせるかな、想像以上なものを見た。木の根に縛られている股蜂と、その股蜂を、やえ、よえに黒々と取り巻いて、彼の肉片でも要求しているような、群れ犬のつむじ風である。 犬に正義を言わせれば復讐というかもしれない。マタハチの刀は戦国犬の血をそこらへ巻いた。彼の体には犬の血の匂いが染みている。そうでなく、犬の知能を人間のごく低い程度としてみると、こいつ、育児のない奴らしい。なぶってやれと、面白がっているのかもしれぬ。また、妙な格好をしている奴、木を背負って座っている。 泥棒かいざりか、なんだろうかと不審を起こして、吠えかかっているのかもわからない。それが皆、歯はヤスリにかけたようなのであるから、孤立無援の股蜂としては、さっきの六部や小次郎よりも、時間的に数十倍も勝さる恐怖だった。手も足も効かないので、彼の戦闘は、顔と言葉とで防ぐほかなかった。しかし、顔は武器にならないし、 言葉は犬に通じない。そこで、犬にも通じる言葉と、犬にも受け取れる顔つきの二つをもって、戦国から悪戦苦闘の防御に必死なところであった。うう,う,うう、わう,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 う、わう。猛獣のうなる声色なのである。犬はたじたじとして少し後ずさったが、この猛獣がうなりすぎて、水花を垂らしたので甘く見たか たちまち効果がなくなってしまう。声が武器にならなくなると、今度は顔つきで犬を恐れしめようと測った。くわっと大きな口を開いてみせると、これには犬も一挙したらしい。目玉をむいて瞬きをこらえてみせる。目や鼻や口をしわくちゃに寄せてみせる。長いベロを伸ばして鼻の頭まで届かせてみせる。そのうち、 彼も百面相にくたびれてしまい、犬も少し飽きた様子で、再び倹悪になりかかったので、今度は一生の知恵をここに絞って、俺も諸君の仲間であって、諸君とは同じ生き物である、という、神前の意を示す考えで、ワン、ワン、ワン、キャン、キャン、キャン。犬の鳴き声を、犬たちと共に、またハもやってみせた。ところが、これがかえって、 犬どもの軽蔑と反感を買ったと見え、がぜん、けンケンと争って、彼の顔の層まで顔を持ってきて吠えたり、そろそろ足の先から舐め始めてきたりしたので、またあちは、ここで弱音をあげてはと思い。かかりしほどに、法王は、文治二年の春の頃、剣礼文院の大原の環境、五郎狭補修は、おぼしめされけれども、 ささらぎやよいのほどは、嵐列衆予感もいまだ尽きず、峰の白雪消えかねて。大声張り上げて、平家琵琶の大原五行を夢中で怒鳴り出した。目を固く閉じ、顔をしかめ、自分の声でつんぼになれとばかり、わめいていたところなのであった。四。幸いにそこへ、電子チローラが駆けつけてきたので、 犬は群れを崩して八方へ逃げてしまい、または見えも忘れて、助けてくれ、縄を解いてくれ。吉岡門人のうちには、彼の顔を見知っている者が二三あった。おやこいつは、よもぎの寮で見たことがある。おこうの亭主だ。亭主亭主はなかったはずだがそれは議論当時の手前だけで、本当はこの男がおこうに養われていたのだ。 とやかく取り沙汰をし始めたが、かわいそうだ、解いてやれ、という、伝七郎の言葉に縄を解いて、司祭を聞くと、ここにもまた八のいいところはあって、本当のことは、両親に恥じて言わない。吉岡のものと見たので、彼は自分の祝縁をちょうどよく思い出して、武蔵の名を引き合いに出し、自分と彼とは、距離も同じ作衆であるが、彼は自分の言い名付けを奪って走り、 郷土の者に対して、顔向けのならない泥を仮名に塗られている。母のお杉は、そのため、もう老年なのにかかわらず、武蔵を撃ち、不定の言い名付けを成敗せねば、郷土へ帰らぬと国を立ち、自分ともどもに、武蔵を撃とうと狙っているような次第でもある。最前どなたやら、自分をおこうの亭主だなどとおっしゃったが、とんでもない誤解で、 よもぎの寮に身を寄せていたことはあるが、おこうと関係などはない。その証拠には、議論当時とおこうとは、あの通り親密で、今では手に手を取って、他国へ駆け落ちしている事実に調しても証明できる。であるから手前には、そんなことはどうでもよいことで、今最も気にかかるのは、母のおすぎと、仇の武蔵の消息でしかない。今度、大阪表に会って、聞くところによれば、 吉岡殿のご長男は、彼と試合して、不覚を取ったそうである。そう聞くと、矢も盾もなく、こうしてはいられないという気持ちにかられ、ここまで来たところ、十数名のよからぬのぶしに取り巻かれ、所持の金子をしっかり奪われてしまったが、老母を持ち、仇を持つ大事な体と、じっと彼らのなすままに任せ、観念の目を塞いでいたところ。ありがとうございました。 吉岡家といい、手前といい、武蔵は共に天をいただかざるの旧敵、その吉岡一門の方に縄を解いてもらったのも何かのご縁かもわかりません。お見受けすれば、清十郎様のご舎弟かのように存じますが、手前も武蔵を撃とうとする者、あなたも武蔵を撃とうとなさるお心に違いない。どっちが早く彼を仕留めるか、目的を達した上で改めてまたお目にかかりましょう。 嘘というものは、純粋の嘘ばかりでは成り立たないものと見える。またハが言っている中にも、多少の本当は混じっている。しかしさすがに、いずれが早く、武蔵を撃つか、などとおしまいになって打足を加えたあたりから、自分でも気恥ずかしくなってきたと見え。母のお杉が、清水堂に賛老いたして、大毛のため、祈願いたしておりますれば、これからその母を訪ねて参るつもり。 お礼には改めて、市場道場の方へ、近日出向きまする。お急ぎの場合、お足を止めて何とも恐縮。では、ごめんください。ボロの出ないうちにとこう言って、先へスタスタ行ってしまったところなど、苦し紛れとはいえ、また蜂としては出来が良かった。彼の語るのを、嘘か本当か疑っている間に立ち去ってしまったのである。門下たちは呆れ顔に、伝子郎は、 苦笑を流して。なんだあいつは一体。あと見送って、思わぬ暇つぶしと、舌打ち鳴らしていた。ご。この数日が危ない、と医者が言ってから四日目になる。その頃が最悪の容体だった。昨日あたりからは、やや気分が良いらしく見える。その聖十郎は、今ぽやっと瞳を開いて、 朝か、夜か、と、考えてみた。枕元の有明安洞が消えなんとしていた。人はいなかった。次の間に、誰やらのいびきが聞こえる。看護疲れの人々が、帯を解かずにごろ寝していた。鶏が鳴いている。まだこの世に、生きている身かと、改めて思う。生き恥。聖十郎は、 ヤグの襟で顔を覆った。泣いているように指の端が痙攣している。この先、どの面下げて。こう思うのであろう。男泣きにシュクッとおえつを飲む。父の憲法の名はあまりに世間へ大きすぎていた。不肖な子は父の名声と遺産を担って歩くだけで精一杯であったのみか。 とうとう、それがあるために、身をも、家をも、ここへ来て破ってしまった。終わりだ。もう、吉岡の家も。ぼーっと、一人でに、枕元の有明安洞が消える。部屋の中に、夜明けの光がほのじろく映った。朝しの白い、連大寺のに立った時のことが、また、思い出される。あの時の、武蔵の眼差し、今思っても、 毛穴がよだつ。所詮は初めから自分は彼の敵ではなかったのだ。なぜ彼の前に勃剣を投げて、この仮名だけでも立つ工夫を未然にしなかったか。思いやがっていたのだ。父の名声がそのまま自分の名声であるかのように。考えてみれば、俺は吉岡憲法のこと生まれた以外、何の修行らしいことをしてきたか。 俺は武蔵の剣に破れる前に、一家の子種として、人間として、すでに敗北の兆しを持っていた。武蔵との試合は、その壊滅の最後へ拍車をかけただけに過ぎない。遅かれ早かれ、このままで、この吉岡道場だけが、いつまで社会の激流の外に繁栄を許されているはずがない。閉じているまつげの上に涙が白くたまる。ぽろりと。 それが耳脇へ流れると、彼の心も揺れて。なぜ俺は、連大地ので死ななかったか、生きたところで。と、右腕のない傷口の痛みに眉を塞ぎ、もんもんと、夜の明けるのを恐ろしく思った。ど、ど、ど、と、門を打ち叩く物音が、その時遠く聞こえた。誰やらが、次の間の人々を起こしに来る。 え、御射程が、今お月か。慌ただしく、出迎えに立っていく者と、すぐ青十郎の枕元へ、駆け寄ってくる者とがあって。若先生、若先生、お喜びください。ただいま伝七郎様が、早かごでお月になったそうでございます。すぐこれ、見えられましょう。雨戸を開け、火鉢に墨を継ぎ、敷物を置いて待つ間もなく、ここか。 兄貴の部屋は伝七郎の声が、襖の外に聞こえる。久しぶりな。と思いながら、聖十郎は、その弟に対してすら、今の姿を見られるのが、辛い気がした。兄上。入ってきた弟へ、聖十郎は、弱い瞳を上げて、笑おうとしたが、笑えなかった。ブーン。弟の体から、 酒の香りが匂う。六。どうなすった兄上。伝七郎のあまりに元気な様子は病人の神経に重圧を覚えるらしい。聖十郎は目を塞いでしばらく何も言わなかった。兄上、こんな時にはやはり不詳な弟でも頼みになるでしょう。遺細を使いの者から聞くと取るものもとりあえず、 見かけを立って、途中大阪の京成町で旅自宅や酒を整え、ようおかして駆けつけて参ったのですぞ。ご安心なさるがいい。伝七郎が参ったからには、もうこの吉岡道場に誰が来ようと一死もささせませぬ。そして、茶を入れてきた門人へ向かい。おいおい、茶はいい。茶はいいから酒を支度してくれ。はい。下がるとまた、 おい、誰か来て、この障子を閉めろ。病人が寒いじゃないか。バカ。膝をあぐらに崩して、日よけを抱え込み、黙っている兄の顔を覗き込んで。一体、勝負はどんな立ち合い方をやったんです宮本武蔵、などというものは、近頃ちょっと聞こえ出した男ではありませんか。兄貴としたことが、そんな駆け出しの青二歳に深く劣るなんて。門人が、 ふすまの境から。ご社程様。なんだお酒の支度ができました。持ってこい。あちらへ用意してございますゆえ、お風呂にでもお入りになって。ゆになんか入りたくもない。酒はここで飲むから、ここへ持ってこい。えお枕元で。いいさあ。兄貴とは久しぶりで話すのだ。長い間仲も悪かったが、こういう時には、やはり兄弟に敷くものはないよ。 ここで飲もう。やがて手弱で。ふまい。と、二三根続け。丈夫だと、兄上にも、久しぶりで一杯さすのだが。などと、一人語りに言う。聖十郎は、上目遣いに。弟。うむ。枕元で酒はよしてくれ。なぜいろいろ嫌なことが思い出されて、俺は不愉快だから。嫌なこととは 亡き父上が、定見氏兄弟の酒には、眉をひそめておいでになろう。お前も酒の上から、俺も酒の上から、一つもいいことはしていない。じゃあ、悪いことをしてきたというのか。お前にはまだ、肝に応えまい。しかしわしは今、新婚に徹して、反省の苦敗を、舐め味わっているのだ。この病軸の中で。はははは。 つまらんことを言っている。そもそも兄者人は線が細くて神経質で、いわゆる賢人らしい線の太さがない。本当を言えば、武蔵などとも試合をするというのが間違っている。相手がどうあろうと、そんなことはあなたの柄にないことなのだ。もうこれにこれて、あなたは立ちを持たないがいい。そしてただ、吉岡二代目様で収まっているんだな。どうしても試合を挑む猛者があって、 のっぴきならなくなった場合は、伝七郎が出て立ち会ってあげる。道場もこの先は伝七郎にお任せなさい。きっと親父の時代よりは数倍も繁盛させてみせる。俺の道場を乗っ取る野心だなどとあなたさえ疑わなければ、拙者はきっとやってみせるが。上司の底から、もう亡くなった酒の雫を酒月へ切って言う。ほとほと。 聖十郎は、不意に身を起こしかけたが、片手のないために、ヤグも自由に跳ねられなかった。七、子七郎。ヤグの中から伸びた片手は、弟の腕首を強く握った。病人の力は、健康なものにも痛かった。お、とっとと、兄貴、酒がこぼれる。 握られた手のか付きを、伝七郎は慌てて持ち替えながら。なんです、改まって。弟、お前に望み通り、この道場を譲ろう。だが、道場を継ぐことは、同時に加盟を継ぐことであるぞ。よろしい、い引き受けましょう。そう、無造作に言ってくれるな。俺の鉄を踏んで、再び父の名を汚すようでは、今潰した方がいい。 バカなことをおっしゃい。伝七郎は、あなたとは違う。心を入れ替えて、やってくれるか待ってくれ。酒はやめませんぞ。酒だけは。よかろう。酒もほどには。わしが謝ったのは、酒のせいではない。女でしょ。女好きは、あなたのいけないところだ。今度体が治ったら、もう決まった妻をお持ちなさい。 いや、この機会に、わしはすっぱりと剣を捨てた。妻など持とうという気持ちもない。ただ一人、救ってやらなければならない人間がある。その者の,の幸福になるのを見届けたら、もう望みはない。の末に、蚊帳の屋根を結んで果てるつもりじゃ。はて、救ってやらなければならない人間とは。まあいい。お前には、後を頼むぞ。 こういう廃人の兄の胸にもまだ、幾分かの意地とか、面目とかいうものは、武士であるからには未練だが、燃えいぶっている。それを忍んで、お前にこう手をついて言う。いいか俺の踏んだ鉄を、また踏んでくれるなよ。よし。きっとあなたのお命は、遠からず注いでみせる。だが、相手の武蔵は今、 どこにいるのか、その居所はお分かりですか武蔵と、聖十郎は目を見張って、意外なことでも言い出されたように、弟の顔を見つめるのだった。伝七郎、お前は、俺がま占めているそばから、あの武蔵と立ち会うつもりか。何をおっしゃるのだ。今更言うまでもありますまい。この伝七郎を迎えに起こしたのは、 そのおつもりではありませんかまた拙者も恩人も、武蔵が他国へ足を踏み出さないうちにと思えばこそ即座に、取るものもとりあえず駆けつけてきたのではございませんか思い一いも甚ははだしい。聖十郎は首を振った。先行きを見ているような眼差しを持って、やめろ。弟へ命じる兄の態度だった。 それが気に入らなかったに違いない、伝七郎は。なぜと、突っかかってゆく。病人の顔は、弟のその五気から血の気を呼び出されて、うわ赤くなった。勝てないからだ。激悦に紅白と、誰に、と、伝七郎も青くなってゆう。武蔵に、誰が、 知れているではないか。お前がだ。お前の腕ではだ。ば、バカなことを。わざと大きく笑うように、伝七郎は肩を揺すぶった。そして兄の手を振りほどいて、坂月へ自分で酒をついだ。おい、門人、酒がないぞ。酒を持ってこんか。八。声を聞いて弟子の一人が、 クリアから酒の代わりを運んでゆくと、もうそこの病室に、伝七郎はいなかった。おや。目を見張ってその門人は、盆を下へ置くと、どうなさいました、若先生。ヤグの中にうつ伏している聖十郎の様子に、ぎょっとしたような顔色を動かして、枕元へ取りすがった。やべ、呼んで来い。伝七郎に、もう一度言うことがある。 伝七郎、ここへ連れて来い。は、はい。弟子は、聖十郎の動きが、はっきりしているのでほっとしたらしく、は、ただいま、と、慌てて伝七郎を探しに出て行った。伝七郎は、すぐ見つかった。彼は道場へ出て、久しく見なかった、我が家の道場の床に座っていた。周、ま、りには、これも久しぶりで会う、上田良平とか、 南方与一米とか、三池ケ、大田黒などという小三文化が彼を取り囲み、終わり上とは、もうお会いになりましたかん今会ってきた。お喜びだったでしょう。そう嬉しそうでもなかった。部屋へ入るまでは、俺も胸がいっぱいだったが、兄貴の顔を見ると、兄貴もむっつりしているし、俺も言いたいことを言ったりして、またすぐに、いつもの口喧嘩だ。 え、口喧嘩を。それはご射程が良くない。ワニ上は昨日あたりから証拠を得て、少し容体を持ち直してきたばかりのおからだ。そういう病人を捕まえて。だが、待てよ、おい。電子治郎と小三門家とは、まるで友達付き合いの調子だった。自分をたしなめかけた上田良平の肩を捕まえ、冗談の中にも、 自分の腕力を示すようにゆすぶって。兄貴は俺に、こういうのだぞ。お前は俺の敗北をすすぐために、武蔵と立ち会うつもりだろうが、所詮お前は武蔵に勝てん。お前が倒れたら、もうこの道場までが滅ぶ。加盟が絶える。恥はわしの一心のことにして、わしは今度のこと限り、生涯剣を手に取らないという声明をして身を引くから。 お前はわしに代わってこの道場を支え、一時のおめえを将来の精進で挽回してくれい、と、こういうのだ。なるほど。何がなるほど。探しに来た門人が、その話の隙をしようと見て、ご射程様、お兄上が、もう一度枕元へ来てくれとおっしゃっておりますが、後ろに手をつくと、 伝七郎はじろっとその門人の顔を見て。酒はどうしたあちらに運んでおきました。ここへ持ってこい。皆で飲みながら話そう。若先生が。うるさい。兄貴は少し恐怖症にとっつかれているらしい。酒をこっちへ持ってこい。上田、三けその他が口を揃えて。いやいや、酒どころの場合ではない。 我々なら結構ですぞ。伝七郎は不機嫌に。なんだ貴様たちは、貴様たちまで一人の武蔵に怯えているのか。九。吉岡という存在が大きかっただけに、受けた打撃もまた大きかったのである。武蔵から与えられた墓献の一撃は、当主の肉体をああしたばかりでなく、 既成勢力の吉岡一門というものを根底から不具にしてしまった形だった。よもや。と、自尊しきっていた一門の気持ちが皆崩れ出して、その後始末にしても以前のような一致は書いている。一度受けた痛手の深刻な苦さが、昨前と日が経っても皆の顔に漂っていて、何を相談するにつけても敗者の傾きたがる消極か、 また、極端な積極へと走りたがってまとまらない。伝七郎を迎える前から、武蔵へ二度の試合を申し合って、雪辱を試みるかそれとも、このまま自調策を取るかという、この二つの意見は、古参門下の中にも対立していて、今も伝七郎の意思に同意の顔つきを示す者、案に聖十郎の考えに共鳴しているらしい者と、 二色あった。だが、恥は一時のこと、万一これ以上、不くを重ねることでもあっては。というような因人主義は、聖十郎なればこそ言えるのであって、子さんたちは胸に思っても口に出せないことだった。ことに、まん満々な伝七郎の前では、なおさらである。そんなめめしい、卑怯未練な兄貴の言葉を、 いくら病中とはいえ、素直に聞いていられるか。ここへ運び移されてきた酒好きを取って、明々に酒を継がせ、ちろ郎は、今日から兄に代わって、自分が経営に当たるこの道場に、まず自分流の気分をかもそうとするらしい、豪気な風を見せた。俺は断言するぞ。武蔵を撃つと、兄が何と言おうと、俺はやる。武蔵をこのまま放っておいて、 カメ大臣に、道場の維持を考えていけなどという兄貴の言葉は、一体武士の吐く言葉か。そんな考えだから、武蔵に敗れるのは当然だ。貴様たちも、その兄貴と俺と一緒に見るなよ。それはもう、と、口を濁した後で、南方与一米という古参が言った。ご射程のお力は、我々も信じておりますが。だが、だが、なんだ お兄上のお考えにしてみると、相手の武蔵は一回の武者主よ。こちらは室町家以来の五名か。はかりにかけてみても、これはそんな試合で、勝っても負けてもつまらない博打だと、こう懸命に悟られたのではございますまいか。博打だと伝七郎の目が、キラと難しく光ったので、南方与一衛は慌てて、ああ、失言でした。 その言葉を取り消します。皆まで聞かずに。彼。と、伝七郎は彼の襟紙を掴んで突っ立ち。出て行け、臆病者。失言でした、ご射程。誰貴様のような卑劣者は、俺と同席する資格がない。され。突き飛ばしたのである。道場の羽目板へ背をぶつけたまま。 南方与一米は真っ青になっていたが、やがて静かに座って、小一同、ながらがお世話に相なりました。それから正面の診断へも礼儀をして、ついと屋敷の外へ出て行った。目もくれないで。さあ、飲め。伝七郎は一同へ酒をすめて言う。飲んだ上で、今日から一つ。 武蔵の縮小を探し出してくれい。何、まだ他国へは出ていまい。勝ち誇って、そこらを肩いからして歩いているにそういない。いいか、その方の手配と、次にはこの道場だ。こうさびれさせておいてはいかぬ。普段の通り、稽古を励み合うことだな。俺も一目入りしてから道場へ出るよ。兄貴と違って、俺のはちと激しいぞ。そのつもりでまっぱいにも、これからは、 ビシビシやってもらいたい。十。それから、七日ほど後のことを。わかったと、外から埋めきながら、吉岡道場へ戻ってきた一名の門人がある。道場では、先頃から電子治療自身が立って、予告しておいた通り、ひどく手洗い稽古をつけ始めた。今も彼の疲れを知らない勢力に、 大勢がヘキ,ヘキが押して、次に名指しを受けるのを恐れるかのように皆墨へ寄り、子さんの大田黒兵助がまるで子供みたいにあしらわれているのを見ていたところだった。待て、大田黒。伝七郎はけ剣を引いて、今道場の端へ顔を表して座った男へ目をやり。わかったかと、そこから言った。わかりました。どこにいたか武蔵は。 実証委員長の東の辻、俗にあの辺で本阿弥の辻とも呼んでおりますが、そこの本阿弥光悦の家の奥に、確かに武蔵が登竜しておる様子なので。本阿弥の家に。はての武蔵のような田舎での修行者連れと、あの光悦が、どうして知り合いなのだろうか。縁故のほどはよくわかりませんが、とにかく、泊まっていることは確かです。よし。すぐ出向こう。 下国に、と、奥へ大股に入って行くと、ついて行った大田黒兵助や、上田良平などの子さんたちが押し止めて、不意に出向いて行って、打つなどということは、喧嘩の意志めいて、勝っても世間がよく言いますまい。稽古には礼儀作法もあろうが、いざという実地の標法に作法はない。勝った方が勝ちだ。ですが、おわり上の場合がそうではなかったのですから。 やはり前もって書状を使わし、場所、日、地獄を訳しておいて、堂々とお仕合になった方が立派かと存じますが。そうだ。そうしよう。お前たちの言う通りにするが、まさかその間に、また兄貴の弦に動かされて、門人までが止め立てはすまいな。異論を抱く者や、また吉岡道場を見限った恩知らずは、この十日ほどの間に、 すべてここの門から出て行きました。それで帰って、この道場は強固になった。祇園当時のような不届ぎ者、南方与一衛のような臆病者、すべて恥を知らぬ腰抜けは自分から出て行ったがよい。武蔵へ書面をつかす前に、一応は、お兄上の耳へも。そのことならお前たちではダメだ。俺が行って話を決める。二人の間に、 この問題は、まだ、十日前のままだった。あれ以来どっちも、自分の意見を曲げないのである。古参の者たちは、またいさかいにならねばよいがと暗示ていたが、大きな声が漏れてくる様子もないので、早速武蔵に当てて、指定してやる二度目の場所や、日取りを膝組みで相談していた。と、清十郎の今から。おい、上田、三池、大田黒。 他の者もの、もちょっと顔を貸してくれ。聖十郎の声ではない。顔を揃えて言ってみると、伝七郎が一人きりでぼんやり立っているではないか。こんな顔つきの彼を、さんの者たちも初めて見た。伝七郎の目は、泣きかけているのだった。見てくれ、みんな。 手に広げていた兄の置き手紙を一同へ示して、伝七郎は言葉では怒っていた。兄貴のや奴、俺に向かってまた、こんな長たらしい意見手紙を書き、これを残して家出してしまった。行く先も書いてないのだ。行く先も。袋路地。一。ふと。 針の手を止めて。誰お通は行ってみた。どなた縁の障子を開けてみたが、誰もいないのである。気のせいであったとわかると、お通は寂しさに囚われて、もう袖付けとエリサへ縫えば、仕立て上がる縫い物にも、つい身が入らなくなってしまう。ジョータさんかと思ったら、心の中でつぶやいているように、 彼女はまだ人なき昼を未練そうに眺めていた。そこに誰か人でも通るような気配さえすれば、上太郎が訪ねてきたのではないかとすぐ思ってしまうらしいのである。ここは三連坂の下だった。ごみごみした街中ではあるが、往来の一川裏には、ヤブダノ、畑だのが、ヤブダノ、畑だのがいくらもあって、 つばきも咲いていれば、梅もほころびかけている。おつうの姿が見えるそこの一軒家も、裏はよその庭らしい小立ちに囲まれ、前の百坪ほどは野菜畑になっていて、その畑のすぐ向こうには、朝から晩までひどく忙しげな物音をさせている旗小屋の台所がある。つまり、この一軒家もそこの旗小屋の餅で、 朝席の食事も、向こうの台所から運んでくることになっている。今は、どこへ行ったのか、姿はここに見えないが、おすぎ隠居が馴染みの肌子で、京都に来れば、ここと決めてあり、ここへ来れば、この畑の中の別ねが、あのば場様のお好みであるらしい。おつうさ、ご飯とぎやが、もう運んでも、 ようござりますかのう。畑の向こうで台所の女がこっちへ怒鳴っていた。お通は考え事から覚めて。ああ、ご飯ですかご飯ならばおばあさまが帰ってきてから一緒に食べますから後にしてください。すると台所の女はまた。ご隠居さョは今日は帰りが遅うなると言って出あはりましたがのう。 大方、晩方までのおつもりで出会はったのでございましょうが。じゃあ私も、あまりお腹が空いておりませんから、お昼はやめておきましょう。あんた、ちっとも物を召し上がらんで、ようそうしておいでなはるなあ。どこからともなく、松巻のいぶる濃い煙が流れてきて、畑の中の梅の木も、向こうの母屋も,も隠してしまう。この辺りには、 焼き物作りの窯が諸々にあるので、そこで火入れをする日には絶えず煙が近所をいぶしている。けれど、その煙が去った後は春先の空が余計にきれいに見られた。馬の稲泣きや清水の三景人の足音が往来の方にざわざわと聞こえる。そういう町の騒音の中から武蔵が吉岡を撃ったという噂も聞いた。 お通は飛び立つように思い、そして武蔵の姿をまぶたに描いた。上太郎さんは連来寺の絵行ってみたに違いない。上太郎さんが来れば詳しいことも。と、同時に上太郎の訪れを待つことも通説になる。だが、その上太郎がちっとも来ないのだ。五条大橋で別れた霧であるから、もう二十日余りにもなる。 尋ねてきても、ここの家が、わからないのかしら。いや、そんなはずはない。三年坂の下と、教えてあるのだもの。一軒一軒尋ねたって。そう思ってみたり、また、もしや、風邪でもひいて、寝込んでしまったのじゃないかしら。とも、案じてみる。けれど、あの上太郎が、風で寝ているなどとは信じられない。きっとのんきに、春先の空へ、 でもあげて遊んでいるのかもしれないお通は腹が立ってきた 2, 2けれどまた考えようによれば丈太郎の方でも同じように何も遠いところじゃなしお通さんだって一度ぐらいは自分の方から来そうなものじゃないか烏丸の親方へだってあのままでお礼も言わないでいるのは悪い そんな風に待っているかもしれないと思う。そこへ気のつかないお通でもなかったが、お通にしてみれば、上太郎の方で来てくれるのは意図安かろうが、今のところ自分の方から親方へ行くということは難しい事情にある。親方へとは限らない。たとえどこへ出るにしても、おすぎ隠居の許しを得なければ出ることはできない。今日のような留守を良い潮に、 出かけてしまえばよいじゃないか。こう、わけを知らない者は思うかもしれないが、そこにぬかりのある、あのばばではない。入り口の鳩ごの者のに頼み込んであるから、お通の身には、絶えず誰かの目が光っている。ちょっと往来を覗きに出ても、お通さん、どこへと、鳩ごの母屋からすぐ、さりげない声がかかるのである。何しろまた、おすぎばあさんといえば、 この三年坂から清水の界隈でも、長い馴染みだし、顔も通っているらしいのだ。去年、清水のあたりで、武蔵を捕まえ、年寄りのみで、いそうな真剣勝負を挑んでからのことである。当時、その実情を目撃していた、この土地の,カかきだの、カウカキの荷持ちダの口からそれが評判になって。あのババアは、騎乗だ。偉い騎乗者よ。 仇打ちに出ているのだとよ。そんなさだからいつとなく、馬場の人気は広まって、一種の尊敬にさえなっている。だから、旗子のものなどなおさらのこと、おすぎの口から一言、じと死災ある女をゆえ、留守の間に逃げぬよう見ていてくだされ、とでも吹き込まれれば、それを守るに忠実なのは当然であった。いずれにしても、お通はここから、 今では無断で出ることは許されない。踏みかいをやるにしても、宿の者の手を得なければできない芸だし、結局、上太郎の訪れを待つより他に策はなかった。障子の影へ身を引いて、彼女はまた、針の目を運び始めていた。その縫い物も、お杉の旅着の仕立て直しだった。するとまた、誰か外に人影がさして、 おや、違ったかしら聞きなれない女の声がする。往来から路地を入ってきて、ここの路地内の畑や離れに、勝手が違ったらしく、こうつぶやいているのである。何気なく、お通は障子の陰から顔を出してみた。ネギ畑とネギ畑の間にある道の梅の木の下に、その女は佇んでいたが、お通の顔を見て、あの、 真があるそうに頭を下げ。あの、こちらは宿屋ではないんでしょうか。路地の入り口に旗ごと書いた掛けどんが見えたので入ってきたんですけれど、と引っ込みがつかないようにもじもじして言う。お通はそれに答えるのも忘れて女の顔から足の先までを見つめていた。その瞳が異様に先へは受け取れたに違いない。 袋路地と知らずに間違って入ってきた女は、いよいよ間が悪そうに。どこの家でしょう周りの屋根を見回したり、ふとまた、そばの梅の小杖へ。まあ、よく咲いている。と、照れた顔を上げて、見とれるようなそぶりをしたりしていた。そうだ、五条大橋で。お通はすぐ思い出したが、また人違いではないかとも迷って、 記憶へ念を押してみるのだった。元日の朝であった。あの大橋のお橋まで、武蔵の胸に顔を押し当てて泣いていた綺麗な娘。先では知らなかったであろうが、お通には忘れがたい。何か切ででもあるように、あれ以来絶えず気にかかっていた、その女性ではあるまいか。 さん台所の女が帳場へ告げたと見えて表から路地を回ってきた旗小屋の手代が「およしゅう様、ま、お宿でございますか明美は落ち着かない目でえどこなのついそこの入り口でございますよへい路地の右側の角でまあじゃあ往来に向かっているんですね 往来でもお静かでございますが。出入りに目がつかないような家をと探していると、ちょうど路地の角に掛けあんどんが見えたから、この奥ならと思って入ってきたんだけれど。と、お通のいる一棟を覗いて、ここはお宅の離れじゃないのはい、手前どもの別棟でございますが。ここならばいいのね。静かそうで、どこからも見えない。 あちらの母屋にも良いお部屋がございますが。番頭さんちょうどここにいらっしゃるのは女のお方のようだし、私もここに泊まらせてもらえませんか。ところが、もう一方、血と気心の難しいご隠居がいらっしゃいますのでな。構いません。私はいいけれど。後ほどお帰りになりましたらば、アイアドをご承知くださるかどうか伺ってみますが。 じゃあ、その間、向こうのお部屋で休んでいましょうか。どうぞ。あちらのお部屋だって、きっとお気に召すと存じますが。手台について、明美は旗子の表口へ回っていった。お通はついに、何も言わずにしまった。なぜ一言でも聞いてみなかったかと。後では悔いるのであったが、それがいつもいけない自分の性質らしい。 一人で思い沈んでしまう。今言った女と武蔵は、一体どういう間柄なのか、それだけでも知りたい。五条大橋で見かけた時には、かなりな時間を二人で話していた。いや、それもただの程度ではない。果ては彼女が泣き、武蔵がその方を抱いていたではないか。よもや。 武蔵様に限って、と、お通は自分の妬みが描く憶測を皆打ち消してはみるが、やはりあれからの日は、そのために、ともすると、今までは知らなかった複雑な痛みを自分の心に見出すことが多かった。自分より、美しい女。自分より、あの人に近づく機会の多い女。自分より、再起があって、 男性の心を巧みにつかむ女。今までは、武蔵と自分としか考えていなかったが、お通は急に、同性の世界を眺めて、自分の無力が悲しくなった。美しいなんて思えない。才もない。稀縁にも恵まれない。こういう自分を、広い社会の多数の女性に見比べると、彼女は自分の希望が、 あまりに自分の身に過ぎていて、何か大それた夢かのように思えてしまうのだった。ずっと以前、七宝寺の千年杉へよじ登って行った頃の、あの嵐よりも強い勇気は出ないで、五条大橋の朝、牛車の影にしゃがみ込んでしまった時のような弱さばかりが、妙にこの頃の心には住む。長太さんの手が欲しい。 通説に、お通はそう思った。そしてまた、嵐の中を、あの千年杉の上へよじ登っていた頃の自分には、まだ、ジョータさんのような無邪気さが、いくらかあったからだろう。と思い、この頃のように、一人悩んでいる複雑な気持ちは、そうした乙女心から、いつの間にか、遠くなっている証拠でもあろうかと考えてきて、針を運ぶ縫い物の上に、 なんとはなく、ほろりと涙がこぼれた。いるのか、やらんのか、おつう、なんでまた明かりをともさんのかやい。いつの間にか、夕闇の迫っていた軒先に、外から戻ってくるなり、こういう遅い隠居の声がしていた。お帰りなされませ。今すぐ、明かりの支度をいたしまする。 壁の後ろの小部屋へ立ってゆくお通のせい、じろりと冷たい目をくれながら、ばばは、ほのぐらい畳へ座った。明かりを置いた影、手をつかえてお通が。おばば様、ま、お疲れでございましょ。う。今日はまたどちらまで。通うまでもあるまいに。と、おすぎは、わざとのようにいかめしせがれのまたはちをたずね、武蔵のありかを、探し歩いているのじゃ。 少し、足でも重みいたしましょうか。足はさほどでもないが、容器のせいか、この四五日は肩が凝る。もんでやろうという気があるなら、もんでたもい。何かにつけて、この調子なのだった。しかし、それもまた鉢を尋ね当てて、きれいに過去の話をつけてしまうまでの少しの間の辛抱。と、おつうはそっと、ばばの後ろへ寄って、 本人、お方が加藤ございますこと。これでは、息がお苦しゅうございましょう。歩いていても、ふと胸が詰まるように思うことがある。やはり歳じゃ、いつ何時、率中で倒れるかもしれぬ。まだまだ、若い者も及ばないお元気で、そんなことがあって良いものではございませぬ。でものう、あの陽気なゴンおじですら。 夢のように死んでいった。人間は分からぬよ。ただわしが元気になるときは、武蔵を思うときだけじゃ。己と武蔵へ初一年を燃やすときは、誰にも負けぬ気が立ってくる。おばば様、ま、武蔵様は、そんな悪い人では決してありませぬ。おばば様のお考え違いでございます。ふっふ。肩を揉ませながら、 そうじゃったのう、そなたにとれば。またハを見返えて惚れた男じゃもの。悪う言うてすまなかった。ま、あ、そんなわけでは。ないと言いやるかまたハよりは、武蔵がかわいうてなるまいがのう。そうあからさまに言うた方が、物事すべて正直というものじゃぞ。やがてまたハに出おうたら、このばばが中に立って、そなたの望み通り、 きっぱり話はつけてやるが、そうなればそなたとばあたは赤の他人。そなたはすぐ、武蔵のところへ走って行って、さぞかしわしら親子の悪行ういうことであろうわいのう。なんでそんなことを。おばばば様、ま、お通はそんな女子なではございませぬ。元のご恩はご恩として、いつまでも覚えておりまする。このごろの若い女子は口がうまい。 よう、そのように優しく言えたものじゃ。この馬場は正直者ゆえ、そのように言葉は飾れぬ。そなたが武蔵の妻となれば、そなたもの後にはわしが仇じゃ。ほほほほほ。仇の肩を揉むのもつらかろうのう。それも、武蔵と添いたいための苦労であろうが。そう思えば、官人のならぬこともない。 何置いておいやる泣いてはおりませぬ。では、わしの襟り元へ、こぼれたのはなんじゃすみませぬ。つい。ええ、もう、むずむずと、虫が放ているようで気持ちが悪い。もっと力を入れておくれぬか。めそめそと、武蔵のことばかり考えておいやらずに。前の畑に、ちょうちんの明かりが見えた。いつものように、 はたこの子女が晩の食事を運んできたのであろうと思っていると、ごめんください。本院連様のご老母のお部屋はこちらでございますかと、創業の者が縁先へ立った。下げているちょうちんには、おとわさん、清水寺、と書いてある。ご。手前は、 小安堂の道州でおざるが、と、ちょうちんを縁に置いて、使いの僧は、懐から、一通の書き付けを取り出し、何やら存じませぬが、たそがれごろ、さむざむとした風亭のお若い老人が、堂の内を除いて、このごろは、作州のおばばは、三郎に見えぬかと問われますゆえ。いや、おりおりお見えでござる、と、答えますと、 筆を貸せと言い、ばばが見えたらこれを渡してくれと言って立ち去りました。ちょうど五条まで用達に出かけましたので、早速お届けに上がったような次第で。それはそれは、ご苦労様な。と、ばばは人ざわりよく敷物など進めたが、使いの層はすぐ戻っていった。はてのう。暗闘の下で、ばばは手紙を繰り広げた。 顔色が変わったところを見ると、何かその内容が、ババの胸を、激しく揺り動かしたものと見える。おつう。はい。と、小部屋の隅のろばだから、おつうが答える。もう、茶などついても無駄なことじゃ。小安堂の道州は、帰ってしもうたがな。もう、お帰りになってしまいましたか。それでは、おババ様に一服。人に出しそびれたので、 わしへ振り向けておくれるのかわしの腹は着こぼしではないぞえ。そのような茶飲みとうもない。それよりすぐ支度し合い。えどこぞえお供するのでございますかそちの待っている話を今夜つけてやろうほどに。あ、では今のお手紙はまたあちさまからでございますかなんなとよいがな。そなたは黙ってついてくればよいのじゃ。それでは。 宿の繰り上げ早くお全部を持ってくるように言うて参りましょう。そなた、まだかおばう様のお帰りを待っておりましたので。余計な気遣いばかりしてやる。わしが出たのは昼前。今まで食べずにおられようか。昼と夜食を兼ねて、外で奈良茶の飯を済ましてきました。我が身まだなら、急いで茶漬けなど食べなされ。はい。 音わさんの夜はまだ肌寒かろう。道儀はぬえているかおこそでは、ま、もう少しでございますが。こそでを聞いているのじゃない。道儀を出してたもう。それから旅も、あろうてあるか草履のおもゆるい。宿へ告げて、わら草履の新しいのを貰うてきておくりゃれ。返事がしきれないほど、ばばの言葉が、次から次へ、お通を追う。 なぜという理由もなく、お通はその言葉に、一つも反抗はできなかった。黙って見ていられる目にさえ、心がすくむのである。草履を揃えて、おばば様、ま、お出ましなさいませ。お供をいたしまする。と、先へ出て言うと、上沈を思ったかいえ。うつけたおなごやの、おとわさんの奥まで行くのに、明かりなしでこのばばを歩ますきか。 宿の提灯を借りて来なされ。気がつきませんでした。今すぐ。と、お通は自分の身支度は何をする間もない。おとわさんの奥と言ったが、一体どこへ行くのだろうか。そんなこともふと考えたが、聞いたら叱られるであろうと思い、お通は黙って明かりを下げながら三年坂を先に立って歩いて行く。 しかし、心の内で、彼女はなんとなく、いそいそしていた。さっきの手紙は、まだ八からであったに違いない。とすれば、金がればと、固く約束してある問題の解決を、今夜こそ、はっきり決めてくれることであろう。どんな嫌な思いも、辛い気持ちも、もう、わずかな間の辛抱である。話がついたら、今夜のうちにも、 カルスマル様の方へ戻って、ジョータさんの顔を見なければならない。三連坂は、辛抱坂だった。石ころの多いデコボコな坂道を、お通は石を見ながら歩いた。日暮必身。一。滝の音がする。水かさが増すわけでもないが、 夜は大きく耳へ響く。自主権限というのは確かこれじゃろうが、印の桜とこの木の縦札にも書いてある。清水寺の脇の参道をかなり登ってきたのである。しかし馬場は息が切れたとも言わない。せがれ、せがれ。そこの道の前に立つとすぐ闇へこう呼ぶ。顔つきにも声にも。 真実の愛情が震えていた。後ろに立っているおつうには、別なローバのように思えた。おつう、あかりを消すなよ。はい。いない、いない。ババは、口の内でつぶやきながら、そこらをめぐり歩いて。てがみには、自主ュゴまで来てくれとあった。今夜と書いてございましたか今日とも。 明日ともしてないのじゃ。いくつになってもあの子と来ては子供じゃでのう。それより自分で宿へ来ればよいに。住吉のこともあるので間が悪いのじゃろう。お通は田とを引っ張って。おばば様、ま、おばば様ま,またあちさんではありませんか誰か下から登ってくるようです。えいたか崖の道を差しぞいて。 せがれえ。やがて登ってきたものは、そういう遅ぎばあには目もくれないで、自主権限の裏へ回り、またそこへ戻ってくると、立ち止まって、ちょうちんの明かりの上に浮いているおつうの白い顔を、不遠慮な目でじっと見る。おつうは、はっと思ったが、先は何も感じない顔つきである。この元旦、五条大橋のそばで、 お互いに見かけているはずであるが、佐々木小次郎の方には覚えがなかったであろう。女子、そこのおばば、お前たちは今ここへ登ってきたのか尋ね方が唐突なので、お通もおすぎばあも、ただ小次郎の派手派手しい姿へ目を見張っていた。すると小次郎は、いきなりお通の顔を指さして、ちょうど、 これくらいな年頃の女だ。名はけみと言って、もちっと丸顔。柄はこの女子より小粒だが、茶屋育ちの都娘、どこかもそっと大人びている風がある。見かけないかこの辺りで。黙って、二人が顔を振ると。おかしいな。三年坂の辺りで見たものがあると聞いたのだが、さすれば、この辺りのお堂で用を明かすつもりに違いないし。 はじめは、相手を置いていた言葉であったが、途中から一人ごとのようになって、それ以上は問いようもなく、何かまだ、二言三言つぶやきながら、小次郎は、どこともなく、立ち去ってしまった。ばあは下打ちして。なんじゃあの若者は、刀を覆っているところを見れば、あれでも侍じゃろうが、これ見よがしの立て姿して、 夜まで女の尻を大手行くさる。ええ、こちらはそれどころじゃない。お通はお通でまた。そうだ、さっき旗子へ迷ってきたあの女。あの女に違いない。武蔵と、明美と、小次郎と、そう三人の関係を、いくら考えても消せない想像の中に伸ばせて、ぼんやり見送っていた。おだろう。 ばばは、がっかりしたように、諦めの言葉を投げて歩き出した。確かに、自主言言と書いてあったのに、また蜂は来ないし、滝の音の寒さは、毛穴をよだたせる。二。少し道を降りて行くと、本願堂の門前で、また、さっきの小次郎に、二人は出会った。顔を見合わせただけで、 どっちも黙って通り過ぎた。おすぎが振り向いて見ていると、小次郎の影は小安堂から三年坂の方へ、まっすぐに降りてゆく様子。険しい目遣いをするよのう。武蔵のようじゃ。つぶやいているうちに、馬場の視線が何へ触れたのか、ギクと背の丸い体に衝動を見せて。ほう。フクロウの鳴くような声を出した。 大きな杉の木の影だ。誰かその影に立って手招きしている。ババの目にだけは闇でもわかる人影だった。また蜂に違いない。来てくれ、こっち。手で物を言っているのはそういう意味らしい。何かはばかることがあると見える。おお、いじらしいやつ。というように、ババの瞳はすぐこの心持ちを読んだ。 おつうよ。後ろを見ると、おつうは十軒ほど先に立って、ばばを待っていた。そなた、一足先へ行かっしゃれ。そうかというて、あまり遠くへいんでもならんぞよ。あのちりまずかのそばに立っていやい。すぐ後から行くほどに。おつうが、素直にうなずいて先へ行きかけると。これこれ、他へいんだり。 そのままどこぞへ走ろうとしても、ババの目が、ここから光っていることを知っておきゃい、よいかそして、すぐその体は、次の木陰へ走り寄っていた。また蜂ではないかおばば。暗がりから、待ちかねていたような手が出て、ババの手を固く掴んだ。あんじゃ、我は、そんなところへすくみ込んで、おまあ、この子は、 氷のような冷たい手をして。もうすぐ、そんな些細ないたわり心が、ばばの目を幾じなく潤ませてしまう。そう叱られても、またあちはおどおどした目で。でもなあ、おばば、今も、たった今も、ここを通ったろうが。どれご情たちを背中におった、目の鋭い若衆だ。知ってやるのかしらいでか。 あいつが佐々木小次郎と言って、つい先頃、六条の松原で、こっぴどい目に合わされた。何佐々木小次郎佐々木小次郎というのは、我が身のことではないのかど、どうしていつであったか、大阪表で我が身が、わしに見せてくれた中条流の許し書きの巻物に、そう書いてあったじゃろうが、その時我が身は、佐々木小次郎というのは自分の別名じゃというたではないか。 嘘だ。嘘だ。あれは嘘なんだ。そのいたずらがばれてしまい、本物の佐々木小次郎を目に、ひどい懲らしめにあわされたのだぞ。実は、おばばのところへ手紙を頼んでから、約束の場所へ出向こうとすると、またもここで、あいつの姿を見かけたので、目に留まっては大変と、あっちこっちに隠れまわって、様子を眺めていたというわけ。もう、大丈夫かしら。またやってくると。 面倒だが。呆れて物が言えないように、おすぎは黙ってしまったが、こ頃よりはまたやつれて、正直に自分の無力と消淡を顔に表している挙動を見ると、ばばは余計にこの子が愛しくなってならないような様子だった。三。そんなことは、どうなとよい。ばばはもう、我が子の弱音を、 それ以上聞きたくもないという顔して首を振った。それよりはまたあち、お主はゴンおじの死んだことを知ってやるかえおじごは本当ですか誰がそのような嘘を言おうぞ。墨吉の浜でお主と別れるとすぐあの浜で亡くなったのじゃ。知らなかった。おじごの会えない死も、このばばがこの年して、 こうした憂い旅にさまようているのも、一体何のためか、お主は分かってやろうがのう。いつか、大阪で会った折、いてた大地に引き据えられ、おばばに存分叱られたことは、肝に銘じて忘れてはいない。そうか、あの言葉を覚えているか。では、お主に喜んでもらうことがあるぞよ。なんだ、おばば。普通のことよ。 じゃあ、おばばのそばに沿って、今向こうへ行ったおなごはこれ。たしなめるように、またはちの前へ立ちふさがって、我が身は、どこへおじゃるつもりじゃお通ならば、おばば、会わしてくれ、会わしてくれ。うなずいて、会わしてやろうと思えばこそ連れてきたのじゃ。したがまたはち、おのし、お通にあってどういう気か 悪かった。すまなかった。許してくれと言って、俺は謝るつもりだ。そして。そしてなあ、おばば。おばばからも、俺の一時の心意違いをなめでくれ。そして。元のように、なんじゃ元のように仲を戻して、おつうと一緒になりたいんだ。おばば、おつうは俺を今でも、思っていてくれるだろうか。皆まで言わせず、ばー バカおすぎは、またはちの横顔を、ぴしゃりと打った。お、な、何をするんだおばば。よろめきながら、またはちは顔を抱えた。そして、父を離れてから今日まで、見たことのない恐ろしい母の顔を、彼は見た。とったいま、お主は何と言うたぞ。わしがいつか言うて聞かせた言葉は、肝に銘じていると言うたであろう。いつ このおばばが、お通のようなふらちな女子へ、我が身が手をついて謝れと教えたか。本意連家の名に泥を塗って、甘つさえ七丁までの仇ぞと思うている武蔵と、逃げた女子じゃぞよ。いい名付けであった我が身を捨てて、我が身とは、仮名のあだの武蔵へ、身をも心をも任せている稲畜生のようなあのお通に、我は手をついて謝る所存か。 謝やまる所存かよこれマタハチの襟髪をもろ手につかんで、ババは揺り動かすのであった。またはちは首をガクガク動かしながら目を閉じて母の小言を感受していた。閉じている目からは涙が止まらなかった。ババはいよいよ歯がゆそうに。何を泣くのじゃ泣くほど犬畜生に未練があるのかええ。 もう、お主という怖いの力任せに、我が子を大地へ突き倒した。そして、自分も諸倒れに腰をついて、一緒になって泣き出した。四。ほれ厳しい母に帰って、おすぎは大地に座り直した。今が我が身にとっても、少年の末どき。この場はとても、 もう十年二十年先までは寿命も知れぬ。こういう声も、わしが死んでしもうた後は、二度と聞きたいと思うても、聞けはせぬぞ。わかりきったことを、というように、またちは、横を向いたままなのである。おすぎは、我が子の機嫌を存じてもならないと、心の隅ではまた、気兼ねするように。おう、お お通ばかりがおなごではなし、あのようなものに未練を残しあるな。もしこの先、お主が欲しいと望むおなごがあれば、この馬場がそのおなごの家へお百度踏んで通うても、いや、わしが命を有能に侵入しても、きっと貰うてやりまするがの。だがの、お通だけは婚姻罪、本意連家の面目として、持たすことは相ならぬ。 お主が何と言おうがまかりならぬ。もしあくまでお主が普通とそうきなら、この馬場がくゆって、それからどうなとしやるがよい。わしの生きているうちは。おばば。突っかかってきた我が子の剣幕に、おすぎはまた膝に角を立てて。なんじゃその言い様は。じゃあ聞くが。一体俺の女房にする女は、おばばが持つのか。 俺が持つのか知れたことをやる。我が身の持つ妻でのうて何とするな、ならば、お、俺が選ぶのが当たり前じゃないか。それを、まだそのように聞き分けのないことばかり。我が身は一体、いくつになるのかだって、い、いくら親だってあんまりだ。勝手すぎる。この息子とこの母親とは、 どっちもあまり隔てを知らないために、ややともすると感情と感情ばかりが先に立って、感情を出した後から言語が出るという始末だった。そのためにかえって、お互いが理解をはぐらかし、すぐ津の付き合いになる癖があった。それはたまたまの場合だけではなく、家庭にあった昔からそういう家風であったが、まだ修正となっているのだった。 勝手とはなんじゃ我が身はそもそも、タレの子かタレの腹から、この世には生まれてきたかそんなこと言ったって無理だ。おばば、俺はどうしても、おつうと添いたい。おつうが好きなんだ。さすがに、青ざめている母の顔へ向かっては言えずに、またはちは、空へ向いて埋めいた。お杉の尖っている肩の骨が、鳴るように震え出した。 と思うと、やにわに。またあたはち、本性か。と言って、いきなり自分の脇差しを抜いて、喉へ突き立てようとした。お、おばはば、何するええ、もう、止め立てしやるな。それよりはなぜ、解釈すると言わぬか。ば、バカなことを。おばばが死ぬの、俺が、子が見ていられるか。では、お通を諦めて。 症例を持ち直して保るかじゃあ、おばばは一体、何のために、おつうをこんなところへ連れてきたのだ俺に、おつうの姿を見せびらかすのだ。俺には、おばばのその腹がわからぬ。わしの手で殺すは安いことじゃもともと我が身を裏切った不定な女。我が身の手で、成敗させてやりたいと思う親心のそれも一つ。 ありがたいとは、なぜ思わぬか。ご、それじゃおばばは、俺の手で、お通を切れというのか。よこ。鬼の言葉のようである。またハちは、自分の母の中に、こんな声を出す性質があったろうかと疑った。嫌なら嫌といえい。うよはならぬことじゃ。た、だって、おばば。 まだ見れんは言いおうか。ええ、もうおののようなやつ、子でない、母でない。女の首は切れまいが、母の首なら切れるであろう。解釈しやい。もとより脅しに違いないが、脇差しを取り直して、ばばは自害の手を見せた。このわがままも、随分親を手こずらすが、親のだだも、 随分子供を手こずらす場合がある。すぎのもその一例に過ぎないが、この年よりは下手をすると、本当にやり金まじき結晶なのだ。息子の目から見ても、ただの仕草とは見えないのである。マタハチは震え上がって、おばば、そ、そんな短気なことをしなくっても。いや、わかった。俺は諦める。それだけか。 生いしてみせる。俺の手でお通を。やるかよん、やってみせる。ばばは、嬉しなきに泣いて、脇出しを捨てた手で、この手を押しいただいた。ようやった。それでこそ、本意連家の四つぎ息子、あっぱれ者とご先祖様もおっしゃろう。どうかな売ってこい。お通は、 すぐこの下のチリマズカの前に待たせてやる。うん。今行くよ。おつうを首にして、それ以上つけて、先に七宝寺へ送り届けてやろうぞ。村の者の噂だけでも、わしらの面目が半分は経つ。さて、次にはむさしめじゃが、これもおつうを撃たれたと聞けば、意地でもわしら親子の前へ出てくるじゃろう。またはち。 はよを言って来い。おばばは、ここで待っているかいや、わしもついて行くが、わしが姿を見せると、それでは話が違うのなんのと、おつうめがわめいてうるさかろう。わしは、少し離れた物陰から見ております。ほんな一人だ。よろりと、またはちは立って。おばば、きっとおつうは首にしてくるから、ここで待っていたらいいじゃないか。 女一人だ。大丈夫。逃がしゃあしない。でも、油断をしやうなよ。あれでも刃物を見れば、相当に手向かいはするぞ。いいよ。何くそ。自分をこうったしながら、マたハチは歩き出した。不安そうに、おすぎばばも、その後について。よいか、油断するなよ。なんだおばば、ついてくるのか、待っていろ。 よいわ、ちりまずかはまだその人。いいと言ったら。またはちは、缶を破って。二人で行くくらいなら、おばば一人で行ってこい。俺は、ここで待っている。何を絞ってやるのじゃ。おぬしはまだ本心から、おつうを切る気になっておらぬのあれだって人間だ。猫のこを切るような気持ちじゃ切れない。無理もない。たとえどのように不いの女でも。 元はお主のいい名付けであったげな。よいわ、ばばはここにいましょう。お主一人で行って、見事にしてきやれ。またはちは返事もせず、腕組みをしたまま、ゆるい崖の道を降りて行った。六。さっきからお通は、ちりまずかの前に佇んで、おすぎバーの来るのを待っていた。いっそ。 こんな時に、と、逃げる隙を考えないでもなかったが、それでは20日余りこらえてきた、人空が何の意味もなさなくなってしまう。もう少しの辛抱。お通は武蔵を思い、上太郎のことを考え、そして、ぼんやり星を見ていた。武蔵を胸に描いていると、彼女の胸には、無数の星が輝いた。今に。夢見るように、 ゆくすえの希望を数えてみる。また国境の山で言った彼の言葉を、花田橋のもとで言った彼の誓いを、胸の内で繰り返してみるのだった。たとえ年月が経っても、それを裏切る武蔵ではないことを、彼女は固く信じていた。ただ、明美という女性を思い浮かべると、ふと嫌な気持ちがして、希望に暗い影をさしてくるが、 それとても、武蔵に対する強固な信頼に比べれば、物の数でもない。不安というほどな憂いでもない。花束して別れたきり、会えもしない、話せもしない。それでも自分は何かしら楽しい。あんさんは、かわいそうなと言うけれど、こんな幸福でいる私が、どうしてあんさんの目には、こうに見えるのかしら。針のしろに座って、 針の目を運んでいる間も、待ちたくない人を待って暗い寂しい中に佇んでいる間も、彼女は一人で楽しむことに楽しんでいるのだった。そして他人には空虚に見える時が一番彼女の生命の充実している時だった。おつうババの声ではない。誰かこう暗がりから呼ぶものがあった。 おつうは我に返ったように。えどなたです俺だよ。俺とは本意でまたはちだ。え飛びのいて。またはちさんですってもう声まで忘れたかい。本に、本にまたはちさんの声ですね。ババ様に会いましたかおばばは向こうに待たせておいた。おつう、お前は変わらないな。 疾病時にいた自分と、ちっとも変わっていない。マタシさん、あなたはどこにいるんですか暗くて、あなたの姿はわかりません。そばへ行ってもいいかい俺は面目ない気がして、さっきからここへ来ていたが、しばらく後ろの闇に隠れて、お前の姿を見ていたんだ。お前はそこで今、何を考えていたのか別に、何も。俺のことを考えていてくれたのじゃないのか 俺は一日だって、お前のことを思い出さない日はなかったぜ。そろそろえいみよってくるマタハチの姿が、おつうの目に映った。おつうは、ババがいてくれないので、不安に襲われた。マタハチさん、おばば様から何か話を聞きましたかああ、今この上で。じゃあ、私のことをうん。おつうはほっとした。 かねてばばも約束してくれた通りに自分の意志はばばの口からまたはちへ通じてくれたものと思った。そしてまたはちはその承諾を与えてくれるためにここへ一人で来たのであろうと解釈していた。ばば様からお聞きならば私の気持ちはもうわかってくれたはずですが私からもお願いいたします。またはちさんどうぞ以前のことは 縁のなかったものと思って、今夜限り、忘れてくださいましね。七。母とお通との間に、どんな約束が、交わされていたのだろうか。元よりおばばの、いい加減な、子供騙しには違いない。そう考えられるので、また八は、お通が今言った言葉にも。いや、まあ、お待ち。 顔を先に振って、その言葉の底にある彼女の意志を問おうとしなかった。以前のことなんか言われると、俺は辛い。全く俺が悪いのだ。今更、お前に合わせる顔もない次第で。お前の言う通り、これが忘れられるものならば、忘れてしまいたいとやまやま思う。だが思うだけで、何の因果か、俺はお前を諦めきれない。お通は当悪して、 またハチさん、二人の心と心の間には、もう、通うもののない、深い谷間ができました。その谷間に、五年の年月が流れていったのだ。そうです。年月が帰らぬように、私たちの昔の心も、う呼び戻すことはできません。で、できないことはないよ。ほつう、ほつう。いいえ、できません。 お通のそういう冷ややかな語尾と顔色に驚いて今更のように瞳を据えてしまうまたあちであった情熱が表に現れる時はシンクの花と太陽の狂い合う夏の日を思わせるような性質のあるお通の一面にこんな冷ややかなまるで白い楼石を撫でるような感じのするそして指を触れれば 切れそうな厳しい性格が、どこに潜んでいただろうか。そういう冷たい表の彼女を見ていると、バタハチの頭にはふと、七宝時の縁側が思い出された。あの山寺の縁側で、何か考え事をしながら、うるみのある目で、半日でも一日でも、空を見て黙っている時の、古事の姿を。母も雲、父も雲、 腹からも、友達も、雲より仕方ないと思っているような、孤児の追い立ちの中に、いつの間にか育まれていた、この冷たさに違いない。またはちはそう思った。そう考えたので、彼は彼女のそばへそっと寄って、げのある白バラへ触るように。やり直そう。方へ囁ささいた。ね、おつう。 帰らない年月を呼んでみたって始まらないじゃないか。これから二人してやり直そう。またはちさん、あなたはどこまで考え違いをしているのですか私の言っているのは年月のことではありません。心のことです。だからさ、その心を俺はこれから持ち直すよ。自分で言い訳しても変だけれど、俺がやった過ちぐらいは、若いうちは。 誰にだってありがちな話じゃないか。どうおっしゃっても、私の心は、もうあなたの言葉を本気で聞こうといたしません。悪かったよ。こんなに男が謝っているのじゃないか。え、おつほよしなさい、またあちさん。あなたもこれから、男の中へ生きていく男でしょうこんなことに。でも、俺には、生涯の重大事だ。 手をつけと言うなら手をつく。お前が誓いを立てろと言うなら、どんな誓いでもきっと立てる。知りません。そう、怒らないでさ。ねえ、お通。ここじゃ、しんみり話ができないから、どこか、他へ行こう。嫌です。おばばが来るとまずい。早く行こう。俺には、とてもお前を殺せない。どうしてお前を殺せるものか。手を取ると、その手は、 また八の指を強く振り切って。いやです。殺されても、あなたと一つの道を歩くのはやです。八。<チ>いやだとええ。どうしても。ええ。ほつう。それではお前は、今まで、武蔵を思っていたのだな。おしたいしています。二世までかうお人は、あのお方と心に決めて。 うん、マタハチは、身を震わして、言ったな、おつそのことは、ババ様の耳にも入れてあります。そしてババ様からあなたに告げ、この際、はっきりと話をつけた方が良いとおっしゃるので、こういうおりを、今日まで待っていたのです。わかった。俺にあってそう言えと、それも武蔵の指図だろう。いや、そうに違いねえ。いいえ、いいえ。 自分の生涯を決めること、武蔵様のお指図は受けません。俺も意地だ。普通、男には意地があるぞ。てめえがそういう了見ならば、何をするんです俺も男だ。俺の生涯をかけても、武蔵と沿わせてたまるものか許さぬ。誰が許す許すの、許さぬのと、それは誰に向かって何のことをおっしゃるのですかてめえにだ。 また武蔵にだ。お通、貴様は武蔵と言い,い名付けではなかったはずだぞ。そうです。けれども、あなたがそうおっしゃる筋はございますまい。いや、ある。お通というものは、もともと、本意また八の言い,い名付けだ。また八がうんと言わねえうちは、誰の妻になることもできないはずだ。ましてや。む、武蔵連れに。卑怯です。未練です。今更そんなことがよう言えたもの。 私は、あなたとおこうという人との二人名前で、ずっと前に、返切状をいただいてありました。知らない。そんなものを、俺は出した覚えがない。おこうが勝手に出したのだろう。いいえ、その状には、あなたが立派にない縁と諦めて、竹へ片付いてくれと書いてありました。見せろ、それを。たくあんさんが見て、笑いながら、鼻を噛んで捨ててしまいました。証拠のないことを言っても世間は通るまい。 俺とお通とは、言い名付けだということは、国へ行けば、知らないものはない。こっちには、いくらでも証人が立てられるが、そっちには、証拠のない話だ。なあ、お通。世間を狭くしてまで、無理に武蔵と沿ってみたって、幸せに暮らせるはずはないぜ。お前は、おこうのことをまだ疑っているかもしれねえが、あんな女とは、もう、きれいに手を切っているのが。伺っても無駄なこと、そんな話。 普通の存じたことではありません。じゃあ、これほどに、俺が頭を下げても。またあチさん、あなたは今、俺も男だとおっしゃったではありませんか恥を知らない男などへ、どうして女の心が動きましょう女の求めている男は、め,めしくない男です。なんだとお話しなさい。たもとが切れますから。ちちくしょうどうするんです何をなさるのです もう、これまで言っても分からねえなら、破れかぶれだ。え命が惜しいと思ったら、武蔵のことなど、思いませんと、ここで誓え。そう、誓え。たもとを話したのは、刀を抜くためであった。刃を手に抜くと、刃が人間を持ったように、またあちの人相は、まるで変わってしまった。9 刃物を持った人間は、そう怖いものではないが、しかし、刃物に持たれている人間は怖い。お通が途端に、ひいと声を上げたのも、刃物の先よりも、またはちの顔に現れた、その怖さだった。よくも、このままマタハチの刀は、お通の帯の結び目をかすめていた。逃がしては、 焦ってきてまたはちは、おばばおばばと、おつうを追いかけながら、一方へは呼び立てる。声が届いたと見える。おすぎばあはあなたで、おうと言った。足音を目当てに走ってきながらばばは、しそんじたか。自分も小きざしを抜いて、うろうろ慌てまわる。またはちがあなたから、そっちだおばば捕まえろ どなりながら、駆けてくるのを見て、ばばは目を皿のようにし、ど、どこへと、道を塞いでいた。しかし、お通の影は見えないで、またちの体がぶつかるように目の前へ来た。やったかよ、逃がした。あほう、下だ、あれがそうだ。崖へ望んで、駆け降りていたお通は、崖の下の木の枝に、たもとを取られていた。 滝つぼに近いところと見え、水音が闇を走ってゆく。足元などは見ようともしないのだ。お通はほころびたたもとを抱え、転ぶようにまた駆け出した。親子の足音はすぐ迫ってきた。馬場の声で、閉めたぞよというのが耳の後ろから聞こえる。お通はもう逃げても無駄な気がしてしまった。それに、 前も横も壁で囲まれているように、暗い。そこは、崖の低地でもある。マタハチ、はよきれい。それ、おつうめが倒れ腐ったぞ。ババに知ったされて、今は完全に、刃物に踊らされている人間のマタハチは、ひょうのように前へ飛んで、ちきしょうと、かやの枯れほや、幹木の間へまろび込んだおつうをめがけて、刀を振り下ろした。 木の枝の折れる響きがしたと思うと、その下から、キャッと生きたものの絶命と、血潮が跳ね上がった。この雨、この雨。三たち、夜たち、まるで地に寄ったように、目を吊り上げた又八は、漢木の枝や、茅の穂もろとも、刀も折れよとばかり、幾度もそこを殴り続けた。殴りくたびれると、又八は、血統を下げたまま、呆然と、 血の酔いから冷めかけた。手を見ると、手に持ち、顔を撫でると、顔に持ち、ぬるい、粘りのある液体が、ンのように、体中へ跳ねているのである。その一滴一滴が、お通の命の分解されたものかと思うと、彼は、ふらふらとめまいを感じ、見る間に、顔が青ざめてきた。ふっ、ふっ、ふう。 せがれよ、とうとう切りよったのう。おすぎばあは、傍然としている息子の後ろから、そっと顔を突き出して、めちゃくちゃになぎ伏せられている寒木と草むらの底を、じっと見入った。よい、君。もう、びくともせぬわ。でかしたぞよ、せがれ。やれやれ、これで、胸の使いが半分は下がったというもの。こりの衆へ。 いくぶんか面目が立つわいの。またち、これ、どうしたぞよ。はよ、首を切れ。普通の首をはげい。十。ほ、ほ、ほ。ばばは息子のたんを笑いながら。育じないやつ。人間一人切ったくらいで、肩で息をつくようなことでどうするぞ。 我が身に首がかけるなら、馬場が首を上げてくれる。そこをドキイ。前へ出ようとすると、自出したように棒立ちになっていたまたハちの手が、握っている刀の束頭で、いきなり母の肩をドンとついた。わ<っ>、な、何しやる危なく、馬場もそこのわからない幹木の中へ腰をつこうとしたが、辛くも足元を支え止めた。 またはち、我が身は気でも違うたのか母に向かって何たることをしやるほっくろ。なんじゃ異様な声を鼻と喉の境に飲み殺しながら、またはちは血のついている手の甲で目をこすった。ほら、ほら、普通を切った。普通を切った。褒めてやっているではないかよ。それをなんで我が身は泣くか 泣かすにいられるかバカバカバカババンへ悲しいのか当たり前だ。おばばのような、くたばりこないが生きていなければ、俺は、どんなことをしても、もう一度、普通の気持ちを取り戻してみせたんだ。くそ、金がなんだ国の奴らへの面目がなんだだが、もうだめだ。知れた口をやる。それほど未練があるのなら、 なぜババの首を折って、お通を助けなかったのじゃそれができるくらいなら、俺は泣いたり、口をいったりしやしねえ。世の中に、わからずやの年寄りを持ったくらい、不幸せなことはねえ。うしたがよい。何の邪魔じゃ、それは。せっかくでかしおったと褒めているのに。勝手にしろ。れはもう一生涯、やりたい放題のことをやって、でたらめに送ってやるぞ。 それが我が身の悪いたちじゃ。んとだだを言うて、この年取った母を困らせるがよいが。困らしてやるとも、クソたればばめ、ほにばばめ。おーおおなんとでも言うがよいわい。そうそう、そこを抜きなされ。今、通の首をかき切って、それからとっくりと、話してしんざる。だ、誰か、白鳥ばばの談義などを聞くか。そうでない。 どう離れたお通の首を見てから、じっと考えてみろがよいわさ。さ。綺麗がなんじゃ美しいおな子も死ねば白骨。色足絶空を目に見せて死んぜよう。うるせえ、うるせえ。元八は、くるばしげに強くかぶりを振って。ああ、考えてみると、俺の望みは、やっぱりお通だった。時々、これじゃあいけないと思って。 何か立身の道を探そう。何か一つ励みを出そうと、真面目な奮発が起こるのも、その時には、お通とそうことを考えているからだった。仮名でもねえし、こんなクソババアのためでもねえ。普通が望みにあったればこそ。よしないことを、いつまで嘆いておじゃるぞ。その口で、念仏でも言うてやったがまだましじゃぞ。なむあみだ仏いつの間にか、 ババはまた蜂の前へ出て血を撒き散らしたような干木や枯れ草をかき分けていた。その底に黒い物体がうつぶしている。ババは草や枝を降りしいて陰銀にその前へ座った。お通、わしを恨むな。仏となればわしもそのたに恨みはない。すべては約束ごと。頓ょうもだい。 手で探り寄りながら、探り当てた黒髪らしいものを、キュッと掴んだ。お通さんその時、音羽の滝の上のあたりで、こう誰か呼んだ声が、木の声か、星の声かのように、暗い風の中を回って、この定地へも聞こえてきた。区は、一。 どう巡り合わせてこんなところへ、周法宅案が今頃やってきたわけか。元より偶然であろうはずはないが、いかにも唐突に似て、いつも自然である彼の姿が、今夜ばかりは不自然に思える。まずそのわけ柄を先に正してみたいが、今はその由来因縁を彼に問うている糸間もなさそうなのである。何しろ、あのいつも、 のほほんのたくあんぼうにしては、珍しいほど慌てていて。おい、どうじゃい、宿屋さん。見つかったかい彼とは別な方角を探し回ってきた旗子の手代が、彼の方へかけてきて、見当たりませんよ、どこにも。と、あぐねたように言って、額の汗を拭く。変だね。おかしゅうございますな。お前の聞き違いじゃないのかいいえ。 確かに夕方、清水堂のお使いが見えてから、急に自主権限まで行ってくるとおっしゃって、手前どもの提灯をお持ちになったのですから。その自主権限というのがおかしいじゃないか。この夜中に何しに行ったのだい。どなたかそこで待ち合っていらっしゃるようなお話でしたが。ならば、まだいそうなものだが誰もいませんな。さて。 たくあんが腕を組むと、はたごの手代も共に頭を抱えて一人ごとに。小安堂のそばの闘明番に聞いたら、あのご隠居と若い女子がちょうちんを持って登っていく姿は見たと言いましたね。それから三年坂の方へ降りたというものも誰もいないし。だから心配になるんだよ。ひょっとすると、もっと山の奥か、もっと道のないような場所かもしれぬ。 なぜでございますどうやらお通さんは、おばばのうまい口に乗せられて、いよいよ、あの世の門口までさらわれていったらしい。ああ、こうしている間も心配になる。あのご隠は、そんな恐ろしいお方ですかなあに、いい人間だよ。でも、あなたのお話を伺うと、思い当たることがございますんで、どんなことを。 今日もお通さんとおっしゃる女子が泣いておりました。あれはまた泣き虫でなあ。泣き虫のお通さんというくらいなんだよ。だが、この正月の一日からそばに引き寄せられていたといえば、だいぶチクチクいじめられたろうなあ。かわいそうに。息子の嫁じゃ嫁じゃとおっしゃっておいででしたから、お習となれば仕方がないと思っていましたが、じゃあ何か恨み事があって、一寸試し、 ごぶだめしにいじめていたわけでございますね。さだめし、おばばは堪能したろうが、やいん山の中へ連れ込んだところを見ると、最後の思いを晴らそうというつもりだろう。怖いのう、女は。あの隠居様などは、女の部類へは入りませんよ。他の女子たちが大迷惑をします。そうではないな。どんな女たちにも、ちょっぴりずつはあるものらしい。 おばばのは、それが強いだけだ。お坊さんだから、やはりおなごは嫌いと見えますな。そのくせさっきは、あの隠居様のことを、いい人間だと言ったりしたわ。いい人間であることに、間違いはないのだよ。あのおばばでも、清水堂へ日産するというじゃないか。観音様へ、ズズを下げている間は、観音様に近いおばばになっているわけだからのう。 よくお念仏も言っておりますぜ。そうだろう。そういう信仰家というものは世間にたくさんあるものだよ。外では悪いことを指摘ながら家へ入るとすぐお念仏。目では悪魔のすることを探しながらお寺へ来ればすぐお念仏。人を殴っても、後でお念仏さえ言えば罪象消滅極楽王女疑いなしと信じている新人家だ。困るね、ああいうのは。 と言って、あんはまたすぐ、そこらの闇を歩き出して、滝つぼのある山の沢へ。おーい、おつーさーん。に、またハちはぎょっとして、や、おばば、と注意した。おすぎも気づいていた。鏡のような目を宙へあげて、なんじゃろ、あの声は、とつぶやいた。 しかし、掴んでいる死骸の黒髪と、その死骸から首を切り離そうとして持っている脇差しは、ビクとも手から緩めていない。おーの名を呼んだようだぞ。ほう、また呼んでいる。いぶかしいことよの。ここへおーを探しに来るものがあるとすれば、上太郎小僧より他にないが、大人の声だ。どこかで聞いたような。あ。 いけねえ。おばば。もう首など切って持っていくのはよせ。ちょうちんを持って、誰かこっちへ降りてくる。何降りてくると二人連れだ。見つかるといけない。おばば。おばば。気球を感じると、いがみ合っていたこの親子は、たちまち一体となって、またあちはせかせかと、母の落ち着いているのを暗じた。ええ、まったがいい。と、ばばは、 死骸の魅力に引きつけられていた。ここまでして、肝心な印を取らずに言ってよいものか。何を証拠に、国の州へ、お通を成敗したと、証拠立てることができよう。待て、今わしが、あ、またはちは、目を覆った。お杉は木の小枝を膝で踏み敷いて、死骸の首へ、刃を当てようとするのだった。またはちには、 見ていられなかった。と、突然、ババの口から意味のわからない言葉が走った。よほど驚いたものらしかった。持ち上げていた死骸の首を手から離して、後ろへよろめくとともに腰をついて。ちごうたちごうた手を振って立とうとするのであったが、立てないのである。またアジも顔を寄せて、何が、何が。 どもった。これを見え普通ではないわ。この死骸は古事か病人か男でやろうが。あ、老人者だ。じっと死骸の横顔や風邸を眺めて、マターチはなおさら驚きを加えた。変だな。この人間を俺は知っているが。なんじゃ、知人じゃと赤壁屋様と言って、 俺はこいつに騙されて、持ち金を巻き上げられたことがある。生き馬の目を抜くようなあのヤソマが。どうしてこんなところにへたばっていたのだろうか。これはいくら考えてみても、またはちには考え当たらないはずである。ここからほど近い小松谷の阿弥陀堂に住んでいる、小無双の青木丹左衛門がいるか。でなければ、ヤソマの毒がにかかろうとして救われたことのある、明美でもおればだが、 他にその説明をするものとしては、宇宙あるのみであるが、こんな慣れの果てを見るに至った、虫けら同様な人間一個の解説を求めるには、宇宙はあまりに大きすぎて、また、深淵でありすぎる。誰だお通さんじゃないのかそこにいるのは。突然、二人の後ろへ、宅安房の声と、明かりの影がさした。あ<っ>、逃げる段になれば、 またはちの若い跳躍は、当然お杉が腰を上げてから走るよりも、はるかに速かった。たくあんは、駆け寄りざま。おばばだな。むズと襟髪を掴んだ。三。そこへ逃げていくのは、またはちではないか。こり、母を置いて、どこへ行くぞ。卑怯者、不幸者、バたンか。 おすぎの襟首をねじ押さえながら、たくあんは闇に向かって、なおこう言っていた。ばばは、たくあんの膝の下に、苦しげにもがきながら、取れちゃ、どやつじゃ、と、なお虚勢を失わない。またちが、引っ返してくる様子もないので、たくあんは手を緩めて、わからぬか、おばば、やはりお主も、どこかもろくしたの。おう。 たくあん坊主じゃの驚いたかなんの武田し宿ばばは白髪の光る首を横に振って叫んだ。どこらくの世間をうらついている物乞い坊主今はこの京都に流れておいじゃったかそうそう。たくあんはニコリと報いて。ばばの言う通り、先頃までは野牛谷や泉州のあたりをうろついていたが、 ついゆうべ、ぶらりと都へやってきてな。去るお方の親方で、ちらと腑に落ちぬ沙汰を耳にしたので、これはいかん。捨て置けぬ大事と思い、たそがれから、お主たちを探し歩いていたのじゃよ。あんのようで、お通にも会おうと思って。ふーん。おばば、何かや、お通はどこへ行った知らん。知らんことはあるまい。このおばばは、 お通に紐をつけて歩いてはおりませぬぞよ。ちょうちんを持って、後ろに立っている肌子の手代が、いや、お坊様、血がこぼれております。生々しい血潮が。明かりへうつむいたあんの顔が、さすがに少しこわばって見えた。隙を見て、おすぎばあは、突然立ち上がって逃げ出した。振り向いて、あんはそのまま、またしちゃれ、おばば。 お主は仮名の泥をすすぐとて国を出て、仮名に泥をなすって帰るのか子がかわゆうて家を出ながら、その子を不幸にして戻るのか実に、大きな声なのだ。あんの口から出ているようには聞こえないのである。宇宙が怒鳴ったように、それは馬場の全身を包んで聞こえた。ぎくと馬場は足を止めた。顔のしわが、 皆負けん気を顔に描いて。なんじゃとわしが仮名に泥の上塗りをし、また蜂を余計に不幸にするとい言いやるか。そうだ。ほうな。せせら笑って、しかし、何を言われたよりも真剣になって。せめし食うて他人の寺に宿かりして、野にくそしてばかり歩く人間に、仮名じゃとか、この愛じゃとかいう。 世間の本当の苦しみが分かってたまるものかいのう。人並みな口を叩くなら、人並みに働いて食う米を食わしゃれ。痛いことを言う。そう言ってやりたい坊主も世間にはあるから、わしにも少し痛い。執法時にいた頃から、口ではおばばにかなわないと思っていたが、相変わらず、その口が達者だのう。おうさ、まだまだこのばばには、この世に体毛がある。 達者は口ばかりと思うてかまあいい。済んだことは仕方がないとして、話そうじゃないか。何をおばば、お主はここで、また蜂にお通を切らしたな。親子でお通を殺めたであろうが。そう言うだろうと待っていたように、ばばは途端に首を突き伸ばして笑った。たくわんぼ、ちょうちん持って歩いても、 目を持って歩かねや世の中は暗闇じゃぞ。お主の目は飾り物か不死穴か。四。この馬場に翻弄されることには、拓安もどうしようがないらしい。無知はいつでも勇知よりも優越する。相手の知識を天として無視し去ってしまう場合に、無知が絶対に強い。生半可な勇知は、 誇る無知へ向かって、施すにすべがないという格好になってしまう。節穴か、飾り物かと、馬場に呪しられた目を持って、あんがその場をよくよく改めると、なるほど、死骸はお通ではなかった。で、ほっとした顔を彼がするとすぐ。あんぼほっとしたであろうが、お主はそもそも、武蔵とお通とをくっつけた。 不義の泣こうとじゃほどにのう。と、多分にイコンを含んだ口ぶりで言う。あんは逆らわずに。そう考えているなら、そうしておくもよい。だがおばは、お主の信心深いことをわしは知っているが、この死骸を捨ててゆく方はあるまい。死にそこのうていたきだ俺。切ったは又八じゃが、またはちのせいじゃない。放っておいても死ぬ人間であったじゃろう。 すると、旗ごの手代が、そういえば、この老人者は、少し頭もおかしいようなあんばいで、先ろからよだれを垂らして、ちをふらふらしておりましてな。何かでひよくうたれたような大傷を、頭のてっぺんに持っておりましたよ。と、話す。そんなことは、どうでもいいように、ばばはもう先へ歩いて道を探していた。あんは、死骸の始末を、 はたごの手代に頼んで、ばばの後からついてゆく。気になると見え、ばばは振り返って、また毒口でも放ちたいような顔をしたが。おばば、おばば。木陰から小声で呼ぶ者の影を見て、嬉しそうにそこへ走り寄った。またはちだった。さすがに子である。逃げたのかと思っていたら、やはり母の身を案じて、様子を見ていたのかと。 ババはたまらないほど、我が子の気持ちを嬉しく買う。あんの影を振り向いて。親子は何かささやき合っていたが、やはりあんのどこかを恐れるもののように、二人は急に足を早め出し、ふもとの方へ行くほど、早く走っていた。ダメだ。あの様子では。まだ何を言って聞かせても受け付けまい。世の中から、 重い違いというものだけ覗いたら、随分人間の苦労は少なくなるがな。親子の影を見送りながら、あんはつぶやいていた。彼の足は急ごうともしないのだ。お通を探すことを急務としているから。だが一体、お通はどうしてしまったものだろう。あの親子の刃から、どうしたはずみでか。 逃げを押せたことは確実と見ていい。あんは心の内で、さっきから大きな喜びを胸へ拾っていた。けれど、血を見たせいか、お通の生きている無事な顔を見ないうちは、なんとなく気が落ち着かない。夜が明けるまでもひとつ探してみようと思う。そう決心していると、さっき崖を上がっていった旗子のちょうちんが、 そこらのどうもりたちでも借り集めてきたらしく、七ななつっつの明かりの数に増えて、再たたび崖を降りてきた。湯気倒れろうに人の赤壁屋まの死骸を、そのまま崖の下に埋葬してしまうつもりらしく、早速担いできたくわや月を振るって、ドス、ドス、と、やいんの底へ不気味な響きをふるわせる。その穴が、 あらかた掘れたかと思える頃。よ、ここにも一人死んでるぞ。ここのはきれいな女子だ。誰かがまめいた。穴を掘っている場所からものの五軒と離れていない場所なのだ。滝水の流れが分かれてきて小さな沼が木や草に覆われているその淵だった。これは死んでない。死んでいるものか。気を失っているだけだ。 集まった蝶賃がガヤガヤ騒いでいるのを見て、タクアンが駆け戻ってくるのと同時に、旗子の手代が大声でタクアンを呼び返していた。風の巻第三巻町人一ここの家ほど 水というものの性能を巧みに生活の中へ生かして使っている家は少ないだろう。家をめぐるその水音の心よいせせらぎをふと耳に留めながら武蔵はそう思った。本阿弥光悦の家である。ところは武蔵にとって記憶の深い連来寺のからそう遠くない。上行の 実相院跡の東南にあたる辻の角。その辻を本阿弥の辻と町の者が呼ぶいわれは、光悦の一軒があるのみでなく、彼の住む素朴な長屋門に隣りして、彼の甥とか同業の職人たちとか、一族の者が皆この辻の表や裏に仲良く、その昔の土豪時代の大家族制度のように、 軒を並べて、穏やかに、町屋暮らしの営みをしているからだった。なるほど。こういうものか。武蔵には、物珍かに見える世間なのである。仮想部の町人たちの生活には、自分の生活も打ち混じって見てきているが、この京都で、誰それと言われるような大町人というものには、全く縁のなかった彼である。 本阿弥家は、由緒のある足利家の武神の末であるし、現在でも、前田大納言家から、年禄二百国は来ているし、宮家にも、地偶を賜っているし、伏見の徳川家康も、目をかけたがっているし。というわけで、職業こそ、刀剣の研ぎぬぐいをして、純粋な職人に違いないが、では、その光悦は、 侍か町人かというと、ちょっと、どっちとも言えないような家柄である。しかし、やはり職人であり、町人であろう。一体、職人という名称が、このごろひどく下落してきたが、それは、職人が自分で品性を落としてきたからで、神台の世には、百姓は天皇の王みたから、とさえ言われて、 職業の上級なものであったが、世の下るにつれて、この百姓目が、といえば、部別の代名詞になるように変わってしまったのと同じで、職人という名称も、元は決して、下船の技の呼び名ではなかったのである。また、大町人の根を洗うと、墨の蔵素安でも、茶屋白二郎でも、灰屋醤油でも、 皆、武家でであることも一致している。つまり、室町幕府の進化が、はじめは商業方面の一役所としてやっていた実務が、いつの間にか幕府の手を離れ、幕府から録をもらう必要もなくなって、個人の経営になり、経営の際や社交の必要が、武士という特権をも不必要にさせて、親から子へ、孫へと、信頼の移るうちに、 いつとなく、常人というものになりかわってしまったのが、今の京都の大長人であり、また、金力の所有者なのであった。だから、武家と武家との権力の創破が起こっても、そういう大長人の門は、両方から保護されて、続くことも代々長く続いてきているが、また、御用立てを仰せつかることも、陛下で焼かれない、 税金のようになっているらしい。実相院跡の一角は、水落寺の隣地で、アリス川の流れと、上小川の流れと、二筋の水脈に挟まれていて、応仁の乱の折には、一帯に、焼け野原となったところで、今でも庭木を植えなどするときは、赤い刀の折れや、 カブトの鉢が出てくると言われているが、本阿弥家の住まいがここにできたのは、もちろん応人以降で、それ以降の家としては古い方であった。水落ち寺の境内を通って、上小川へ落ちていくアリス川の綺麗な水は、中途から高越の田口を戦艦と通過していくのである。その水はまず、三百坪ほどな菜園の間を走り、 一村の林に姿を隠すと、次には玄関の吹き井戸へ、戦略の地の底から出てきたような顔をして現れ、一部は台所へ走ってかしぎを手伝い、一部は風呂場へ入って赤を持ち去り、また、簡素な茶室のどこかに岩清水のような敵的な音をさせているかと思うと、ここの家族が皆、おとぎ小屋と継承して、常に入り口には、 しめ縄の張ってある仕事場へ本入して、そこでは職人たちの手によって諸行から引き受けている正宗や村正やおさふねや、世に名だたる名刀をはじめ、あらゆる刃が研ぎ抜かれている。武蔵はこの家へ来て、この一間に旅装を解いて、今日でちょうど四日目か五日目になる。 二。ここの主の、光悦と妙衆親子に、いつかのめの茶の席で会ってから武蔵は、折もあらば、もう一度親しくしてみたいが、とは、心の内で思っていたことだった。ところが、よくよく縁があったというものか、再会の気が、あれから幾日も経たないうちに、またあった。というのは、この上子川から、 下小川の東寄りに、羅漢寺という寺がある。その隣寺は昔、赤松氏の一族がいた館の跡なので、室町将軍家の没落とともに、そういった旧大名の託師も、今は跡形もなく変わってはいるが、とにかく、一度そこを探してみたい気持ちがして、武蔵はある日、その辺りを歩いてみたのであった。 武蔵は幼少の時、よく父の口から。わしは今でこそ、こんな山子の合士で朽ちているが、祖先の平田証言は、万衆の豪族、赤松の別れで、お前の血の中にはまさしく、剣武の英血の血も流れているのだ。それをお前は自覚して、もっと自分を大事にしなければいかぬ。といったようなことを、常に聞かされていた。 下小川の羅漢寺は、その赤松市の宅地と、隣り合っていた菩提寺なので、そこを訪ねてみたら、祖先の平田氏の過去帳などもあるかもしれない。父の無二歳も、都へ出た折は、一度訪ねて、祖先の供養を営んだことがある、とか聞いてもいたし、また、そんな古いことが知れないまでも、そういう上の地に立って、時には、 自分の血液につながる遠い過去の人々をろんでみることも無意味ではなかろうと。武蔵はしきりとその日、その羅漢寺を探していたのである。下小川の流れに羅漢橋というのがかかっていた。しかし、羅漢寺というのは尋ねても知れなかった。変わったのかな、このあたりも。武蔵は、 ラカン橋の欄干に立ちながら、父と自分とのわずか人間一代のうちにも、激しく推移している都会の姿というものを考えていた。ラカン橋の下を流れてゆく浅いきれいな水が、時々粘土でも溶かすように白く濁って、しばらくするとまたそれがきれいに澄んでいた。見ると、 その端から見える左側の岸の草むらから、ちょろちょろと、濁り水が吐き出されて、それが川へ注ぎ込まれるたびごとに、白いさ,さに濁りが広がっていくのであった。ほほう、刀を研いでいる家があるな。武蔵はそう思ったが、その家の客となって、それから四日も五日も泊まろうなどとは、夢にも思っていなかった。 武蔵殿じゃないかどこかへ出た戻りらしい妙修二に、こう呼び止められて、そこが本阿弥の辻の近所だったということも、後から初めて気がついたほどなのである。よう訪ねてきてくだされたのう。光悦も今日はいるほどに。まあまあ、そう遠慮などせいで。と、妙修には、彼を路傍で見つけたことの偶然を喜んで、 武蔵がわざわざ自分の家へ来てくれたもののように思い込み、長屋門の家へ連れて入って、下男をやってすぐ、光悦を呼んでこさせる。光悦といい、妙衆といい、い豆ぞや外で会ったときも、こうして家庭で会うときも、少しも変わらない良い人たちだった。私はただいま大事なおとぎ物を仕掛けておりますので、 しばらく母と話していてください。仕事を済ませば、いくらでもゆるりと話しますから。光悦が言うので、武蔵は妙修理を相手にくつろいでいたが、その晩がつい遅くなってしまうと、まあ今夜は、ということになり、明くる日になると、また武蔵の方から光悦に、刀の研ぎや扱いについて教えを請うと、光悦は、 自分のおとぎ小屋へ彼を案内して、実際の上からいろいろといて聞かせるといったようなわけになって、いつか2番も四番もこの家の布団に武蔵は身をなじませてしまったような次第であった。三しかし人の行為に甘えるのも程度がある。武蔵は、 今日はもう、糸間をこおうと考えていたが、それを言い出さない矢先に、今朝もまた、光悦の方から。ろくに構いもしないで、引き止めるのもい,いなものですが、あなたさえ飽きなかったら、幾日でも泊まっていってください。私の書斎には少々ばかり、古書やつまらない愛願品もありますから、何を引っ張り出してご覧くださるとも、差し支えございません。 そのうちにまた、庭の隅にある釜で、茶碗や皿を焼いて、お目にかけましょう。刀剣も刀剣ですが、焼き物も、なかなか興のあるものですから。あなたも何か一つ、土をこねて、心見てごらんなさい。などと言われ、武蔵はまた、つい彼の落ち着いた生活の中に、自分の落ち着きを許してしまった。お飽きになるか。 急にまた、ご用事でも思い立たれた説は、見られる通りな無人の家。ご挨拶などには及びませぬから、いつまでも気持ちの向いたまま、ご出達なさればよいではございませんか。とも、光悦は言ってくれるのであった。武蔵は、飽きるどころではなかった。彼の書斎を眺めても、そこには和漢の書籍から、 鎌倉期の絵巻だの、白菜の古包丁だの、そのうちの一つを繰り広げても、思わず一日は暮れてしまうものがたくさんある。分けても、武蔵が心を惹かれたものの一つに、僧の領海の描いたという栗の図が床の間にあった。縦二尺、横二尺四五寸くらい、横幅で、 紙質もわからないほど古びた掛物であったが、それを見ていると、武蔵は不思議に反日でも悪ということを覚えない。ご主人のおかけになるような絵は、とても素人には及びもないという気がしますが、これを見ていると、これくらいなものなら素人の私にも描けるというような気がしますな。武蔵があるとき言うと、 それはべこべでしょう。と、光悦が答えて、私の絵くらいな程度までは、誰にでも生きうる境地と言っても構いませんが、このあたりになると、道高く、山深く、非凡すぎて、ただ学べばいけるという境地ではありません。と言った。ほほう、そうでしょうか。そういうものかと、武蔵はこれから、 おりあるごとに、この絵を眺めていたのであったが、光悦に言われてみてから、なるほど。それは一見単純な墨一色の蘇我に過ぎないが、その中に持っている単純なる複雑に、彼もようやく少しずつ、目を開いてきた。二個の落ちぐりがざっと描いてあって、一個は殻を破っており、一個はまだ伊賀の梁を立てて、 固く殻を閉じている。それへリスが飛びついているだけの構図である。リスの生態は、いかにも自由性に富んでいて、人間の若さと、若さの持つ欲望とそのまま、この小動物の死体に表している。しかし、リスの意欲のままに、その栗を食らおうとすれば、イガに鼻を刺され、イガを恐れていれば、 殻の中の実を食うことができない。作者は、そんな意図はなく描いたのかもしれないが、武蔵はそうした意味にも、これを眺めてみるのだった。絵画を見るのに、絵画以外の風衣とか、暗示とか、そんな考え方をして、わずらうのは余計なことかもしれないが、と思いつつも、その絵は、単純なる複雑のうちに、墨の美徳や、 画面の音階の他に、人をして、思わず木層に遊ばしめる無機的な作用を様々に備えているのだから仕方がない。武蔵殿、また了解とらめっこですかよほど気に入ったと見えますな。なんならば、ご出発の時に巻いてお待ちなさい。差し上げましょう。無造作に、 彼の姿を見て言いながら、光悦は今、何かありげに彼のそばへ座った。四。武蔵は意外な顔して。え、拙者にこの、了海の服をくださるというのですかもってのほかのことです。数日五百回に甘えた上、こんなご家宝をいただいて、良いものではありませぬ。 固く辞退した。でも、お気に召したのでしょうが。と、光悦は、彼の律儀に恥じらう様を見やりながら、笑って言う。かまいません。お気に召されたら、外してお持ちくださるがよい。そうじて、絵画などというものは、真にその作品を愛して、作中の神みを組んでくれる人にもたれれば、その絵は幸せであり、地下の作者も、 満足だろうと思われます。ですから、どうぞ。そう伺ってはなおのこと、私にはこの絵を頂戴する資格がございませぬ。こうして拝見していると、しきりと所有欲のようなものが働いて、自分も一つ、こんな冥福を持ってみたいという気持ちはしてきますが、持ったところで、家もなし、席も定まらぬルグーの武者修行。なるほど。 びばかりしているお体では、かえってお邪魔ですな。お若いから、まだそんな心持ちにおなりになるまいが、人間、どんなに小さくともよいが、我が家というものを持たない人は、いかに寂しかろうぞと、私は思いやられるのじゃが。どうです。ひとつ、この京都の隅あたりへ、ざっとした丸木で、一案をおこしらいになっておいては。まだ、 家が欲しいと思ったことはありません。それよりも、九州の果て、長崎の文明、また、新しい徒歩と聞く、あずまの江戸、道の区の大山大戦など、遠い方にばかり、優心が動いています。生まれながら私には、放浪壁があるのかもわかりません。いや、あなたばかりでなく、誰でもでしょう。四畳半の茶室より、青空を好むのが、 若い人の当たり前です。同時に、自分の希望の達成が、自分の身近にはない気がして、常に遠くにばかり道があると思ってしまう兵もある。大事な若い日の空飛は大概、その遠くに憧れて、居場所に希望を誓わない。つまり、境遇への不平に、暮れてしまうのじゃないでしょうかな。と言ってふと。はははは。 私のような暇人が若いお人へ、教訓めいてこんなことを言うのはおかしい。そうそう。ここへ来たのはそんなことではなく、あなたを今夜連れ出そうと思って来たのですが、どうですか、武蔵殿。あなたは車を見たことがありますか車というと、遊女のいる里のことですかそうです。私の友達に、ハヤー所有と言うて、 気心の置けない人がいる。その醤油から、今誘い文が来たのですが、六条の遊び町を見に行く気はありませんか武蔵は彼の言葉のもとによしましょう、と言った。光悦は強いて進めず、そうですか。お気持ちが進まなければお誘いしても仕方がありませんが、時には、 ああいう世界に浸ってみるのも面白いものですよ。すると、音もなく、いつの間にかそこへ来て、二人の話を京ありげに聞いていた母の妙正にが。武蔵殿、良いおりではないか。一緒に行かれてはどうかのう。ハイヤの主とても、何の気兼ねもいらぬお人。せがれもせっかく。 お連れしたいのであろう。さ、行ってきなされ。と、これはまた、光悦の気分任せと違って、いそいそと、衣装ダンスから、小袖など出してきて、武蔵にも勧め、我が子へも遊びに出るのを励まして言う。ごおよそ、親と名のつくものなら、我が子が車へ行くなどと聞けば、 それがたとえ、客の前であろうと、友達の前であろうと、にがりきって、また極道か、と、嘘吹いているか、もっとやかましい親の場合は、もってのほかな、と、親子の間に、一目くらいはあるのが世間の通例なのに、この親子は、そうでない。妙州には、衣装ダンスのそばへ寄って、帯はこれでよいか 小袖はどちらにしやるか、と、遊郭へ行くという息子の身支度を、自分がさんにでも出向くように、いそいそと気を配る。衣装のみでなく、髪入れ、印籠脇出しなども、手やかなのをよって揃え、分けても髪入れの中へは、男の中へ交わって恥ずかしい思いをせぬように、女の世界に入って、汚い仕方をせぬように、 そっと、別な金ダンスのうちから、金子の音を忍ばせて、心遣いをずっしりと入れておく。そうそう、言いてきなされ。かくは、人もしごろの酔いがよく、もそっと酔いのは、黄昏時の通い字というげな。武蔵殿も、言いておざれ。そして、いつの間にか、武蔵の前にも、面服ではあるが、肌着から上着まで、 赤のつかない一重ねが揃えてある。はじめは、ふに落ちぬことと怪しまれたが、この母子が、これほど進めるところなら、悪所がよいと世間で言うほど、行って悪い場所でもなさそうに思われる。武蔵は考え直して。では、お言葉に甘えて、光悦殿に連れて行ってもらいます。おう、そうなされ。そう衣装も変えて。 いや拙者には、美服は帰って似合いませぬ。何にしても、どこへ参っても、この合わせ一枚が、やはり自分らしくて、気ままですから。それはいけません。妙集には、変なところで厳格になって、武蔵をこうたしなめた。あなたはそれでよいじゃろうが、武いみなりをしていては、きらやかな里の席に、 雑巾が置いてあるように見えるではないかのう。世事の多いこと、むさいこと、すべてを忘れて、いっときでも半夜でも、きれいごとに包まれて、さらりと屈託を捨ててくるのが、あの里でござりまするがのう。そう思うてみれば、我が身の化粧やだても、里景色の一つ。我が身だけの見えと思うが間違いであろうが。ほほほほほ。 そういう歌とて、名古屋三座や、正宗どのほどな晴れぎでもない。ただ、赤がついていぬというだけのもの。さあ、世話をやかせずに、袖を通してみなされ。は、それでは。武蔵が素直にわかって、着替えを済ますと。おおよう似合う。と、妙うには、二人のサバサバしたみなりを眺めて、 わけもなく喜ぶ。光悦は、ちょっと仏前入って、そこへ小さい夕方の灯明を捧げていた。この親子は、日頃から、熱い日練習の信者であった。そこから出てきて、待っている武蔵へ向かい、さ、お供いたしましょう。連れ立って、玄関まで歩いてくると、母の妙集には、もう先に出て、 二人の吐く新しい尾の草履を靴脱ぎへ揃え、その後で長屋門を締めかけていた下男と門の陰で何か小声で立ち話をしていた。恐れ入ります。高越は草履へ向かって頭を下げながら足を下ろした。では母じゃびと行って参ります。すると、妙集には振り返って。高越や、ちょっとお待ち。 慌てて手を振って、二人の足を止め、自分はくぐり門から外へ顔を出して、何事なのか、往来を見回している風だった。六。何ですか光悦が不審がると、妙衆には、門のくぐりをそっと閉めて戻ってきた。光悦や、今の、きつい形をした侍衆が、三名ずれで、 ここの門前へ来て、無作法な言葉を吐いて行ったというが、大事はあるまいかの。まだ空は明るいが、黄昏に向かって出る、黄昏に向かって出る我が子と客の身を、ふと案じるらしく、眉を潜めてそう言った。光悦は、武蔵の顔を見た。武蔵はすぐ、侍たちが、どういうものかを察したらしく。お案じなされますな。 拙者へ危害を加えても、つど殿へ害意のあるものではないと存じます。おとといも、そんなことがあったと誰か言うたのう。おとといの侍は、一人であったらしいが、鋭いま差ざしして、門内まで案内のを入り込み、茶室の路地に鏡込んで、武蔵殿のいる奥の部屋を、しきりと覗いて立ち去ったそうな。吉岡のものでしょう。武蔵が言うと、 私もそう思う。と、光悦もうなずいた。そして下男へ。今日の三人連れは何と言うてきたのかと、尋ねた。それに答えて、わなわな震えながら下男が言うには。はい、今仕事。お職人衆も皆お帰りになりましたので、ここの門を閉めようといたしますると。どこにいたのか、三人連れのお侍方が。 いきなり手前を囲んで、中の一人が、懐から書状のようなものを取り出し、これを当家の客へ渡せ、と、恐ろしい顔して申しまする。うん。客と言って、武蔵殿とは言わなかったのか。いや、その後で申しました。宮本武蔵と申す者が、数日前から泊まっているはずだと。そしてお前は、何と言ったわしは、 かねて旦那様から口止めされてありましたで、どこまでもそのようなお客様はおらぬと首を振りますと、一度は怒って、偽りを申すな、と高声を張りかけましたが、少し年取った侍がそのお人をなだめて、皮肉な笑い方をしながら、それではよい、別な仕方で当人に会って渡すから、と、そう言って、向こうの辻へ行ってしまいましたが、 武蔵は、それをそばで聞いて。光悦殿、それではこうしていただきましょう。万一のことでもあって、あなたへお怪我でもさせたり、類を及ぼしては申し訳がありませぬゆえ、一足先にお一人で。いや、何光悦は、一生に伏して、そんなご神赦はいりません。吉岡の侍とわかっていれば、なおさらのことです。 私が怖がる意味は少しもありません。さあ、参りましょう。武蔵を促して、門の外へ出たが、光悦はまた、ふとくぐりのうちへ顔を見せて。母子様、母子様。忘れのかいいえ、今のことですが、もしあなた様が気がかりにおぼしめすなら、ハイヤのへ使いをやって、今夜のお誘いは、 断りまするが。何の、わしが暗示たのは、そなたの身より、武蔵殿に万一のことでもないかと懸念したのじゃ。その武蔵殿が、もう先へ出て待っているものを、止めても会はあるまいし、せっかくハイヤ様のお誘いでもある。機嫌よう、遊んで来なされ。光悦は、母のしめたくぐりどにもう、何の心がかりもなかった。 待っていた武蔵と肩を並べて、川沿いの片側町を歩きながら、ハイヤー殿の住まいは、この先の一条堀川なので、ちょうど途中、支度して待っているそうですから、ちょっと立ち寄って行きましょう。と、断った。7. まだ、夕空は明るかった。水に沿って歩くのは、なんとなく、 心の伸びるものである。人のせわしがるたそがれを、ようもなげな顔をして歩くのは、なおさらいい。ほいや、しょうゆうどの、お名前は、よく耳にするお方のようですが、むさしが言う。ぶらりぶらり、足を合わせながら、それに応えて、こうえつが言う。聞いているでしょうとも、れんがの方では昭波のもんで。 もう一家を成している人ですから。母ははあ、レンガ師ですか。いえ、昭派や提督のように、レンガでたつきを立てている人ではありません。また、私と同じような家柄で、この京都の古い町人です。廃屋という姓は野豪ですよ。何を売る店なので屋を売るのです。廃屋、何の廃屋ですか 今夜がコンソメに使う灰なので、コンバイと言っております。諸国の染めざを下ろすので、なかなか大きな商売です。ああ、なるほど。あの悪水を作る元ですな。それは莫大な金額に上る取引なので、室町の世の初め頃には、御所の直轄で、コンバイザ奉行をやっておりましたが、中頃から民営になりまして、コンパイザ問屋というのが、 この京都に三軒とか許されていたものだそうです。その一軒が愛や醤油の先祖でした。けれど、今の醤油殿の代になってからは、もうその家業はやめて、この堀川で余生を穏やかに送っているわけですが。と、光悦はそこであなたを指さして、見えましょう、ここから。 あのを見るからにかん慨なもんのある人構えが、ハイヤー殿のお住まいです。武蔵は頷きながらふと、左の田元の先を、田元の外から握っていた。はてな、と、光悦の話を聞きながら、考えているのであった。何が入っているのだろうか。右の田元は、夕風が吹いても軽く動くが、左の田がは、少し重い。 開始は、懐にある。タバコ入れは持たないし、他に別に何も入れてある覚えはないが。と、そっと手を落として、袖口に出してみると、よく舐めしてある勝負色の革紐が、いつでも溶けるように、蝶結びに束ねて入れてあったのである。おう。光悦の母の妙修にが、入れておいてくれたものに違いない。これを、 川田すきにと。も元の中の川田すきを握りながら、武蔵は振り向いて、思わず方へ登ってくる微笑を、後ろの者へ見せた。その前から、とく気がついていたことではあるが、本網の辻を出るとすぐ、自分の後ろから一定の距離を置いて、のそのそと後をつけてくる三人ずれがあったのである。それが、 武蔵の微笑を見ると、はっとしたように一致して足を止め、何か顔と顔を突き合わせて囁いていたが、やがて遠方から身構えを作って、にわかに大股を踏んで、こっちへ近づいてくる様子。光悦はその時から、灰屋の門の前に立って、そこの鳴子に訪れを通じ、ほうきを持って出てきた下べに案内されて、洗剤の中へ入っていた。 うと、後ろに見えない武蔵に気がつくと、光悦はまた戻ってきて。武蔵殿、さあ、お入りください。遠慮はいらぬ家ですから。と、何事もないつもりで、門の外へ行った。八。いかつい大立ちの塚頭を反り胸に突き出して、肘を張っている三名の侍が、 一人の武蔵を囲むように押し並んで、傲願に何か言い渡している様子を、光悦は門の外に見出した。宣告のだな。光悦はすぐ思い当たった。相手の三名、何か穏やかに答えておいてから、武蔵は光悦の方を帰り見ていった。すぐ後から参りますゆえ、どうぞお先に。 光悦は、静かな瞳で、彼の瞳を読むように、顎を内へ引いて。では、奥で待っておりますから、御用がお済みになりましたらば。光悦が門の内へ隠れると、待っていたように、三名の中の一人が、口を開いて。逃げ隠れしたの。いや、逃げ隠れはせんのと、もうここでの議論は予想。 そんな用事で参ったのではない。それがしは今も言ったが、吉岡門下の身内で、十件の一人、大田黒兵助というものだが、たもとを払って、内部所へ両手を突っ込み、一通の書き付けを取り出すと、それを武蔵の目先へ突きつけた。ご舎邸伝七郎殿から、そこもとへの主観。確かに私もすぞ。 ここで一読いたして、すぐ返事を受けたまわりたい。ほほう。無造作に武蔵は開いて、読み下してからすぐ、承知した、と一言で答えた。だがまだ、大田黒兵助は、猜疑深い目の光を消さないで。仕事と念をして、武蔵の顔色を正すと、武蔵はさらに頷いて、 しかと承知。やっと三名は合点したらしく。役割においては、天下へ向かって笑い申すぞ。武蔵は黙って、三名のこわばっている体つきに、マナコを遊ばせていた。笑って答えず、で、済ましているのであった。その態度がまた、大田黒兵助には怪しまれてきたものか。よろしいか、武蔵。 しつこく。地獄とても、これから間のないことだぞ。場所は心得たか、支度は良いか。と、釘を打つ。くどいという顔つきはしなかったが、武蔵の言葉は、至って短い。よい、ぽつりと言って。では、後ほど。ハイヤの門内へ入りかけると、ひょは、また追いかけに言い浴びせた。 武蔵、それまでは、このハイヤにいるのだな。いや、酔いには、六条の車を案内してくださるそうな。いずれかにいる。六条よし、六条かこの矢か、どっちかにいるのだな。国言が遅れたら、迎えをよこすぞ。よもや卑怯な振る舞いはなかろうが。背中で聞きながら、武蔵はハイヤの前在へ入って、 すぐ門を閉めていた。一歩そこへ入ると、騒音の世間は、百里も後になったように、いとも静かな生活の天地を、この家の見えない塀が囲んでいた。低い根ざさと、筆の軸ほどな細岳とが、自然の小道のように、石から石への通路を、ほどよく湿らせている。歩むにつれて見えてくる重や、 表、離れ、陣。すべてが、旧家のくすみと、大まかな深さを持っていて、それをめぐる松は、皆背が高く。奥を越して、この家の吹きを奏でてはいるが、下へかかってくる客へ対して、決して尊厳な風は見えない。旧どこかで、蹴鞠を蹴る音がしていた。 釘屋敷だと、よくその音を、塀の外からも聞くが、町人の家には珍しいと、武蔵は思った。すぐお支度して見えますが、どうぞしばらくここで、と、茶や菓子を運んできて、庭向きの座敷へ席を進めた二人の駒遣いの、立ち居もしとやかで、家風のしつけを思わせる。 日が陰ってきたせいか、急に寒くなってきた。光悦はつぶやいて、開いている障子を閉めるように、駒かいへ言いつけようとしたが、武蔵が、まりの音に聞き入りながら、庭のあなたに、一段低くなっている梅林の花を見ているらしいので、自分も外へ目をやって。永山の上が曇ってきましたな。 あの上にかかる雲は北国から来る北雲です。お寒くはありませんかいや、別に。武蔵は正直にそう言ったまでで、ちっとも光悦がそこを閉めたいと思っている気持ちなどは考えなかった。彼の皮膚は気候に対して川のように強靭だった。光悦のきめの細かな皮膚とは、 それだけ感度が違っていた。あながち気候に対してであるばかりでなく、すべての感触にも感傷にも、そのくらいな差が二人にはあった。一口に言えば、野人と都会人の差であった。駒遣いが、食材を持ってきたのをしように、外も鶴べ落としに暗くなっても来たし、光悦がそこを締めかけると、 おじさま、来ていたのまりを蹴っていた息子たちであろう。十四五歳のが二三人縁側から覗いて、蹴鞠をそこへ放り出したが、武蔵の姿を見ると、急におとなしくなって。おじいさま、呼んできてあげようか光悦が、いいと言っても聞かないのである。先を争って、奥へかけていった。障子を閉め。 明かりが灯ると、この家の持つ和やかなものが、初めて座った客にも余計によくわかる。家族たちの遠い笑い声が、かすかに漏れてくるのも居心地がいい。もっともっと、武蔵が客として感じよく思えたことは、どこを眺めても少しも金持ち臭く,くないことであった。むしろ、あらゆる素朴なもので、 ある金の匂いを消そうとしているかのようにすら見える。どこか大きな田舎屋の客間にいるような気持ちだった。いやあ、どうも。エロをお待たせしてすまなんだ。そこへ唐突に来楽な声がして、あるじのハイヤ醤油が姿を見せた。光悦とはあべこべに、この人は鶴のように痩せていたが、 声は小声の光悦よりもずっと若々しくて大きく響く。年も光悦よりは一回りくらい上かもしれない。とにかく気さくな性分といった風で光悦が武蔵を引き合わせると。おおそうか、そうでおざるか。この絵家のご用人松尾殿のおいごであらっしゃるか。松尾殿はわしもよう存じ上げておる。ここでも おじの名が出たので武蔵は、こういう大町人たちと、道場のこの池あたりとの関係を、なんとはなく、うっすら察することができた。さっそく行きましょうぞや。明るいうちに出て、そぞろ歩きと思うたが、もう苦労なったゆえ、かごを呼ぼう。武蔵殿も、もちろん付き合ってくださるじゃろうな。歳に似合わず、せかせかしている醤油と、 おっとり構え込むと、狂わへ行くことも忘れているような光悦と、それも変わっている対象であった。その二人を乗せて行くか籠の後から、武蔵も生まれて初めて籠というものに乗って、堀川の淵を揺られて行った。春の雪。一。うぅ、寒う。 風が殴ってきよっと。花がもげそうだの。何か降るぞ今夜は。春だというのに。かごかき同士の高声だった。白い息を吹いて柳の場場へかかっていた。三つの明かりはしきりに揺れ、しきりに明滅する。夕方、比えの上に見えた笠雲は、もういっぱいに落内の天へ黒々と広がって、 夜中には何に変じるか、恐ろしい行走をきざしている夜空だった。この広い婆婆の向こうに見える、一塊の地上の明かりの美しさといったらない。空に星一つない晩だけに、地上の明かりが余計にきらめくのである。ちょうど、ホタルの塊を風が研いでいるように。 武蔵殿、と、真ん中の籠ゴの内から、後ろを振り返って、光悦が言う。あそこです。あれが六行の柳町で、この頃町屋が増えてから、三筋町とも呼んでいますが。ああ、あれですか。町中を出離れてから、またこんな広い馬場,場だの、空き地だのを通って、そのあなたにこつねんと、 あんな明かりの集落が現れるのも面白いでしょう。意外でした。車も以前には二条にあったものですが、大大りに遅孔て、夜中などには民家や俗曲が漁園のほとりに立つとかすかに耳に触るというので、諸次第の板倉勝茂殿が急にここへ移転させたものです。それからまだやっと三年しか経ちませんのに、どうです もうあの通りな町になって、なお広がっていこうとしている。では、三年前には、まだこの辺りはええ。もう夜などは、どっちを見ても真っ暗で、つくづく戦国の火の災いが、感じられるばかりであったものです。けれど今では、新しい流行は皆、あの明かりの中から出ているし、大げさに言えば、一つの文化をさえ生むところとなっているので。 言いかけて、しばらく耳を澄ましてからまた。かすかに聞こえてきたでしょう。遊覚の喧嘩が。なるほど。聞こえます。あの音曲などにしても、新しく琉球から渡ってきた三味線を工夫したり、またその三味線を基礎にして、今用の歌謡ができてきたり、その派生から竜達節だの、髪型歌だのが作られたり、そういったものは、 すべてあそこが母体と言ってよい、あそこで起こったものを後から一般の民衆が受け取るのですから、そういう文化の方では一般の町と遊郭とも深い因果関係があるわけですな。だから遊郭だから町の隔離してあるところだからといって、あそこがどんなに汚らしくても良いということは言えません。カゴがその時、急に道を曲がったので、 武蔵と光悦の話も、それなり打ち切られてしまった。二条の車も、柳町と呼び、六条の車も、柳町と呼ぶ。柳と遊郭とは、いつの頃から、そうつき物の,のようになったものか、その柳並木に綴られた無数の明かりが、もう近々と、武蔵の目に映ってきていた。 二。えつも灰やゆうも、ここのうちは馴染みとみえ、門の柳へ、かごが降りると。水橋様、水押し様も。と、林やよじ兵衛の店では、下へも置かないというかえよう。船橋様というのは、堀川船橋に住まいがあるところから。ゆうの里な、また、水落ち様というのも、同じく、 光悦のここだけの遊び名前。武蔵だけには一定の住所もないし、従って隠し名もない。名前の選索ばかりするようであるが、この林家四十兵衛というのも、老舟の表名前であって、友女屋としての乗れんなは、大木屋というのであった。大木屋といえば、今この六条柳町に共鳴の高い、 初代吉野太夫の名がすぐ思い出されるし、貴梗屋といえば室儀美太夫の名をもって響いている。一流と許される家は、その二軒に限っていた。光悦、昭悦、武蔵の三人が、客となって座ったのは、大木屋の方なのである。これは健乱な,な。城郭のようなものだな。武蔵は、 なるべく目を動かすまいとしても、つい合天井や、強化の欄干や、庭物様や、欄間の堀など、歩くたびに目を奪われてしまう気がする。おや、どこへ行かれてしまうたのか。杉戸の家に見とれているうちに、光悦や昭遊を見失ってしまい、武蔵が廊下を迷っていると、こちらじゃと、光悦が招いている。 演習風の石組に、白砂を吐き鳴らして、石壁の毛で揉した庭作り師の心であろうか、北縁のガニでもありそうな底の庭を抱いて、大きな二軒の銀薄間が明かりに濡れている。冷えるわいい。醤油は、猫背になってちょこなんと、もうその広い部屋の一つの敷物に乗っかっている。光悦も先に座り、 さあ、武蔵殿、と、真ん中に焼いている敷物を進めるのだった。いやあ、それは、と、控えて、武蔵は下座についたまま、固くなっていた。二人が進める座布団は、床の間の正面である。この物々しい建築とにらめっこして、そんな神座へ、殿様みたいに座るのは、遠慮というよりも、武蔵はどうも嫌だった。 しかし相手は遠慮と取る。どうもよいは、あなたがお客じゃから。小友は進めて、わしと光悦殿とはいつもいつも、まあこんなあんばいに、秋もせで、あかれもせで、火をつぶしている古友達。あなたとは初対面。まずまず、と、扱ってしまおうとする。武蔵は辞して。いや、それでは恐縮。 私のような若い者が、すると、所有が、来るわで年を言う奴があるか、と、突然砕けた調子で言って、わははは,は、は、と、猫背の肩を揺すぶって笑った。もう、茶や菓子を持った女たちが後ろへ来ていた。席の決まるのを待っているのである。光悦は、武蔵の気持ちを救うつもりで。では、わしが。 の前治った。武蔵は光悦の後へ座って、幾分かいるところを得た気持ちがしたが、何かしら大事な時間をつまらなく潰しているような気もしていた。三次の輪の隅には、二人のカムが仲良く炉のそばに並んで。これ、何鳥じゃあこれはウサギ今度は 風の人。指と指を組み合わせて、屏風へ影を写しながら、後ろ向きに遊んでいた。牢はもちろん、茶色のもの。釜口から昇る湯気は、部屋を温めるに役立っている。いつの間にか隣には人が増え、酒の香りや人肌も、外の寒さを忘れさせていた。いや、それよりは、そこにいる人たちの欠陥に、 程よく酒をめぐってきたのが、この部屋が暖かくなったと感じられてきた何よりの原因であろう。わしはな、あ、こう言うと、息子どもへ意見ができぬことになるが、世の中に酒ほど良いものはないと思うておる。酒は良くないものと、極道の毒水みたいに言うのは、あれや酒のせいじゃあるまいて、酒は良いものじゃが、 おみてが悪いのじゃ。何でも人のせいにするのが人間の癖でな。ちがい水、などと言われる酒こそ、良い迷惑よ。この中で、誰の声より大きいのが、この中で、誰よりも一番痩せている、ハイヤ・しょうゆの声だった。武蔵が一、一二根飲んだだけで、あとは辞退しているところから、ショうユ老人の、これは、 たびたび発表している持論らしい酒談議が始まったのである。いつ聞いても、それが一向親切でない蒸し返しである証拠には、席に辞しているカラコトダユも、スミギクダユも、コモサツダユも、また他の職人や物運びする女たちまでが、船橋様がまた始まった、と言わないばかりに、皆同じ表情のものを唇に持って、 くすぐったそうに聞いている。顔つきを見てもわかるのである。だが、船橋様の醤油は、そんなことには少しも頓着なく。酒が悪いものなら、神様はお嫌いなはずだが、酒は悪魔よりも神様の方が多すぎじゃった。だから先ほど正常なものはない。身代には、酒を作るとき、純正の乙女子たちの白玉のような歯で、 米を噛ませて酒を醸したという、それほど清らかなものだった。ほほほ、まあ汚い。誰か笑うと、何が汚いか。お米を歯で噛んだりして作ったお酒が、なんで綺麗なことがあるものですか。バカを言え、お前たちの歯で噛みつぶしたら、それや汚いところじゃない。誰も飲み手はありはせぬが、まだ、 春も芽生えの何の穢れも染まぬ乙女が噛むのじゃ。花のが蜜を吐くように、かんでは壺に溜めてかもつ酒。ほう、わしはそのような酒に酔ってみたいがのう。と、すでに酔っている船橋様は、そばにいた十三死のカムロの首へいきなり抱きついて、その唇へ肉の痩せた自分の方を押しつける。きゃ、いや、カムロは、 悲鳴を上げて立つ。すると船橋様は、にやにやと目を右側へ転じて、はっははは、怒るなよ、うちの女房。と、隅木大ゆの手を取って、自分の膝の上に重ねておく。それだけなら良いが、顔と顔をつけて、一つ酒月を半分ずつ飲んだり、しけなくもたれあったり、傍らに人間はいないような真似をする。 光悦は、時折、酒きに笑いを含んで、女たちとも小遊とも、静かに戯れたり、話したりして同化しているが、一人武蔵は、ぽつねんと、この雰囲気から有利していた。別に自分だけが、いかめしくなどしているつもりでは決してないが、怖いのか、女たちが、第一彼のそばへ寄ってこなかった。四。 光悦は死いないが、醤油は思い出したように時々。武蔵だな飲まないか。と、勧め。またしばらくすると、武蔵の前に冷たくなっている酒月が気になってならないように。どうじゃ武蔵だなそれを開けて、熱いのを一本行きましょう。と、飲ませたがる。それが度重なってくると、だんだん言葉も存在になって、 考察だよ。その息子に一つ飲ませてやってくれ。これ、飲まぬか、息子を。いただいています。と、武蔵はそんな時に返事でもするのでなければ、口を聞く折が見出せなかった。少しも逆付きが開かないではないか。はてあて、育児のない。弱いのです。弱いのは剣術じゃろ。と、ひどい皮肉を言う。武蔵は笑って、そうかもしれません。 酒を飲むと、修行の妨げになる。酒を飲むと、常の修容が乱れる。酒を飲むと、意志が弱くなる。酒を飲むと、立身がおぼつかない。などと考えてござるなら、お前さんは大したものになれない。そんなことは考えておりませんが、ただ一つ、困ることがあるのです。なんじゃな、それは。眠くなってしまうことです。 眠くな、ここでもどこへでも、寝てしもうたがよいではないか。そんな義理を立てる筋は、もうとういらんさだじゃ。と言って、太陽<夫>、と、墨菊太陽へ行った。この息子、飲むと眠くなるのが怖いというておる。それでもわしは、飲ませてしまうから、眠くなったら寝かせてやってくだされよ。はい。と、太陽たちは皆、笹色に光る口を小さくして笑う。 寝かせてやってくれるかようござります。ところで解放役はこの中の誰だなのう、光悦殿。誰が良いか武蔵殿に気に入りそうなのは。さあ、隅菊大夫は我が家の女房。考察大夫は光悦殿が苦々しかろう。からこと大夫も、いけないな。じと差し合いが悪い。船橋様今に 吉野太夫がお見えなさりましょうが。それよと、すっかり京にいっている昭友は膝を打って。吉野太夫。あの太夫ならお客にもごうそくはあるまい。だが、その吉野太夫はまだ見えるではないか早く、この息子殿に見せてあげてほしいな。すると、墨菊太夫が。私たちと違って、あの太夫様は。 それはもう引くて余ったなお方。早くとおっしゃっても、そう参りませぬ。いいやいいや。わしが来ていると告げれば、どんなお客も袖にして来るはずじゃ。誰か、使い使い。伸び上がって、しょうゆ友うは、次の間の炉のそばに遊んでいるカムロを見つけ。んやがおるのおりまする。んや、ちょっとおいで。そなたは、吉野大夫付きのカムロであろうが。 なぜ太夫を連れてこんのじゃ船橋様が待ちわびていると言うて、吉野をこれへ連れてきておくりゃれ。連れてきたら褒美をやるぞよ。五。その、林やというカムロは、まだ10日11ぐらいだったが、もう人の目につく天霊の質を持っていて、やがての二代目吉野に犠せられている子供だった。よいかわかったか 小祐の言う言葉を分かったような分からないような顔をして聞いていたが、はい。素直に、つぶらな目でうなずいて廊下へ出て行った。後ろの障子を閉めて廊下へ立つと、林野はすぐ大きな声を弾ませて、手を叩いた。うねべさんたまみさんいとのすけさんちょっと、ちょっと部屋の中のかむろはみな。なに 明るい障子明かりを後ろにして、そこに立ち並ぶと、カムロたちは、林ンと一緒に、皆手を打ち叩いて、ハラ、ハラ、ハラ、まあ。あまりに部屋の外で、カンの足踏みが鳴るので、部屋の中で酒を飲んでいる大人たちも、何事かと、先望に似た気持ちを起こして、何をはしゃいでいるのじゃ、開けてみなさい。所有の言葉に、 お分けいたしますか女たちが、そこの障子を左右へ広く開け放った。は、雪と、皆知らなかったように呟いた。寒いはず、と、光悦は、もう白く見える自分の息へづきを含ませ、武蔵も。おお、と、目をそこへ移した。久しから、外の深い闇を、 春には珍しいボタン雪がボ、ぼトボトとぼとと、音を立てて降りしきっている。その黒術のような闇に光る雪の島の中に、カムロたちの姿が四つ、帯の後ろを見せて並んでいた。おのきなさい。太夫が叱っても、嬉しい。と、カムロたちは、お客などを忘れて、不意に訪れた恋人のように、しみじみ、雪に見とれていた。 積もるかしら積もるでしょう明日の朝はどんなかしら東山が真っ白になって、当時は当時の塔だって、金閣寺は金閣寺も。カラスはカラスも。嘘ばっかり。田元でぶつ真似をすると、一人のカムは廊下から下へ転げた。いつもなら、ワッと泣き出して、 たびたびあるカムロ同士の喧嘩が始まったであろうに、思いがけなく降りしきる雪を浴びたので、落ちたカムロは偶然な喜びでも拾ったように起き上がると、もっと雪の身に当たる外へ出て行って、大雪小雪、法然さんは見えぬ、何してござろ、う、今日読んでござった、雪食べておざった。突然こう大声に歌い出して、口の中へ、 雪を吸い込むように身をそらしながら、二つの玉とで舞い始めた。そのカムロが、リンヤだった。怪我でもしたのではないかと驚いて、立ちかけた部屋の中の人々も、その勇壮活発な舞を見て、もういいもういい、上がれ上がれ、笑いながらいたわった。その代わりに、リンヤはもう、ゆうに言いつけられて、 吉野太夫を連れてくる使いを忘れていた。足が汚れたので、下べの女に抱えられて、赤ん坊みたいに、どこかへ持っていかれてしまった。六。肝心なお死者が、そんなことになってしまったので、船橋様のご機嫌を存じてはと、誰かが起点を聞かして、吉野太夫の都合を伺いに行ったと見えて、 ご返事を受けて参りました。と、その女が、醤油の方へ囁いた。醤油は、もう忘れていて。ご返事と、イブカル。はい、吉野大悠様の。おう、そうか、来るか。お越しになることは、どんなことをしても、お越しになるとおっしゃいましたが。ましたがなんじゃどうしても、今すぐとは。ただいまお見え遊ばしているお客様が。 ご承知してくださいませぬ。不見識な。と、昭愚は機嫌が悪くなった。他の大夫ならばそういう挨拶も通るが、大木屋の吉野大夫ともある形いが、買い手どものわがままに任せて振り切って来られぬというのはどうしたものじゃ吉野もいよいよ金で買われるようになったかないえ、そうではござりませぬが、今宵のお客様は分けても固い字で。 太夫様が犬とおっしゃれば余計に話してくれないのでござります。すべて買い手どもの心理は皆そうしたものじゃろうが、一体その意地の悪いお客とは誰じゃカンガン様でございまする。カンガン様苦笑して、小犬が光悦の方を見ると、光悦も苦笑して。カンガン様は、お一人でお見えか。い,いえ、あの、 いつものお連れとええ。醤油は膝を叩たたいて。いや、面白うなったぞ。雪はよし、酒はよし。これでよしのだゆうが見えれば、申し分のないところ。光どの使いをやんなされ。これ、これ女。そこのすずり箱、すずり箱。と、取り寄せて、えつの前へ、返しとそれを突きつけた。何を書きますか 歌でもよいし、ふみでもよいが、歌がよいな。先が南西東大の歌人ゃから。困りましたな。つまり、吉野太夫をこちらへくれという歌でしょう。そうじゃ、その通り。名家でなければ、先の意を動かすことはできません。名家などが、そう即銀でできるものではございません。あなた様が一つ、連歌を遊ばして。逃げたのよろしい。 面倒じゃから、こう書いてやろう。しょうゆうは筆を取って。我がいほへ、うつせよしののひともと。それを見ると、光つの銀鏡も気が楽になったと見えて。じゃあ私がものくを書き添えてやりましょう。花は高ねの雲を寒からめしょうゆうは覗き込んで、すっかりうれしがってしまい。よしよし。 花は高嶺の雲寒からめ。こ、これはいい。雲の上人もギャフンであろう。と、結び風にして、墨菊太夫の手へ渡した。そして四角目らしく。かむろや、他の女どもでは、なんとの権威がない。太夫、ご足老じゃが、観覧様のところまで死者に行っておくれぬかと言った。 ンガン様とは、先の大納言の子、カラスマル三義広光の忍びな。いつものお連れというのは、大方、徳大寺サネヒサ、火山院忠長、大井三角よりくに、アス正方などというようなところの顔ぶれであろう。七、隅木下優はやがて、先方から返事をもろうてきて、再びそこへ座り、 カンガン様からお返し。と言って、小遊と光悦の前へ、うやうやしく、ふばこを差し置いた。こちらからは、軽い気持ちで、ダームレの結び踏みでやったのに、作法ぶったふばこの返し方り。あらと思ったのと、小遊はまず、苦笑する。そして光悦と顔を見合わせ。まさか、こよい。わしどもが来ておろうとは思わなかったろうから。 連中もきっと驚いたに違いないわさ。と、遊戯的に何かこう、してやったりというような気持ちで、さて、ふばこの蓋を開き、返事の手紙を広げてみると、それは何も書いてない、ただの白紙ではないか。おや醤油は他に、こぼれた紙でもあるかと、自分の膝を眺め、念のため、ふばこの中をもう一遍覗いてみたりしたが、 その白紙一枚のほか、何物も入っていない。染み菊だよ。はい。これは何じゃ何ですか。私にはわかりません。ただ、返事を持って行けとおっしゃって、これを観官,官様から渡されたので、持ってきただけでござります。人を小馬鹿に召されたのそれとも、こちらの名家にすぐ筆を取ってよこすほどの変化も浮かばで、 誤ったという交算上かな何でも事故の良いように解釈して、やたらに興がるのが所有の持ち前らしい。だが、その一人決めに何も自信があるわけではないから、すぐ光悦へそれを示して。おう、一体その返しはどういう了見じゃろうやはり何か読めという心でございましょうな。何も書いていない白紙よ。 どう読みようもなかろうではないか。いや、読めば読めないことはありません。では、こつ悦のは、これをどう読む雪。一面の白雪とは読めましょう。んうん。雪か。いや、なるほど。吉野の花をこちらへ移してほしいという手紙の開始ですから、これは、眺めて酒を汲むならば、花ならずとも、という意味でしょう。 つまり、折から今宵は、雪の眺めにも恵まれているのだから、そんなに多情を起こさずに、障子でも開け放して、雪だけでまあ飲んでいるがよろしい。と、こういう返事と、私は思いますが、いや、こうにくいことを。と、醤油は悔しがって、そんな寒い飲み方をしていられるものではない。先様がそう出てござれば、こちらも黙って引っ込んではおられぬ。 何としてでも、吉野大夫は、こちらの座敷に植えて眺めねば収まらぬぞ。昭友老人は、っけになって、唇の渇きを舐め始めた。光悦よりは、ずっともう年取っていてこのくらいだから、若い自分には、ずいぶん虎になって、人に世話を焼かせたものだろうと思われる。光悦が、まあ、そのうちに、と、なめる方に努めると、昭友はゼがヒでも、 吉野太夫を連れて来いと女たちを手こずらせる。それがまた、吉野太夫そのものよりは、酒の郷を助けるものとなって、カブロたちも笑い転げ、遊びの座敷はようやく、外の降りしきる雪と共に、今が竹縄の景色と見えた。武蔵は、そっと席を立った。檻が良かったので、誰も彼の席が空いたのを気がつかなかった。 雪響き。一。何を思って、黙って主席を抜けてきたのか、武蔵は廊下へ出ることは出たが、大木屋の奥の広さに、勝手がわからないで、一人で孫ついていた。明るい表座敷の方には、遊客の声や音曲が賑わい立っているので、そこを避けると、当然、 薄暗い母屋の布団部屋だの、道具部屋だのが目に触れてくる。台所に近いのであろう。クリアの持つ特有な匂いが、暗い壁や柱から、ムシムシ湧いていた。あら、お客様、こんな方へ来てはいけません。そこらの暗い部屋から、ひょいと出てきて、出会い頭に手を広げ、こう、当選棒して、立ちふさがったカムロがある。 座敷の明かりで見るときのあどけなさや可愛さはどこへかやって、広く自分たちの権利でも侵されたように目を咎め立てて、嫌なお人こんなとこ、お客様の来るところではありません。はう、あっちへ行ってください。叱るように追い立てる。美しく見せている自分たちの汚い生活の裏を、ちょっとでも他人に覗かれたのが、 こんな小さいカムロにも腹立たしかったのであろう。同時にお客の足並みを知らないお客と武蔵を下げすんでそう言ったのであろう。ああ、こっちへ来てはいけなかったのが。武蔵が言うと、いけません、いけません。カムロは武蔵の腰を押して自分も歩く。武蔵はそのカムロを見て、おお、そなたは、 さっき縁側から雪の中へ転げた、凛屋という子だな。えそうです。お客様は、お後悔へ行こうと思って迷子になったんでしょう。私が連れて行ってあげましょう。と、凛屋は、彼の手と自分の手をつないで先へ引っ張った。いやいや、わしは酔っているのじゃない。すまないが、そこらの空いている座敷で、茶漬けを一晩食べさせてくれないか。ご飯 目を丸くして。ご飯なら、お座敷へ持って行ってあげますのに。でも、せっかくみんながああやって愉快に酒を飲んでいるところだから。武蔵の言葉に、林也も首をかしげて。それもそうですね。では、ここへ持ってきてあげましょう。ごちそうは何がいいんです何もいらない。握り飯を二つほど。おにぎりでいいんですか林也は奥へかけていった。 武蔵の望んだものはすぐそこへ来た。明かりもない空き部屋で、武蔵はそれを食べ終わってしまうと、そこの裏庭から外へ出られるだろうな、と聞く。そしてすぐ、武蔵が立って、園の折口へ歩み出したので、林屋は驚いて、お客様、どこへ行くのですかすぐ戻ってくる。すぐ戻ってくると言っても、そんなところから、 表口から出るのも奥。それに、光悦殿や昭ど殿が気づくと、また何かと、あの人たちの勇気を妨げるし、うるさくもあるからな。じゃあ、そこの軌道を開けてあげますから、すぐ帰っていらっしゃいね。もし帰ってこないと、私が叱られるかもしれません。よしよし、すぐ戻ってくるよ。もし光悦殿が訪ねたら、蓮華王院の近所まで、 知り人に会うために中座しましたが、間もなく帰ってくるつもりですと言って出たと伝えてくれ。つもりではいけません。きっと帰ってきてください。あなたのお相手の太夫様は、私のついている吉野太夫様ですからね。雪のしおり堂を開けて、かむろの林野は彼を外へ送り出した。二、車の葬門のすぐ外に、 阿弥がさじゃエというのがある。武蔵はそこをのぞき、わらじはないかと尋ねたが、遊郭へ入る浮かれ男が、顔隠しの傘を求める店なので、もとよりわらじをひさいでいるはずはない。すまないが、どこかであがのうできてくれまいか。そこの娘に頼み、その間、武蔵は将棋の端を借りて、帯、腰紐を締め直していた。 羽織を脱いで、丁寧に畳みつけ、筆と紙を借り受けて、何か一筆記したものを結び踏みにして、そのたもとの中へ忍ばせ。ご亭主、と、奥のこたつにうずくまっている年寄りへ、それを頼んだ。恐れいるが、この羽織を預かっておいてくれまいか。もし拙者が稲毛国までにここへ帰らなかったら、 この羽織と添えてある一通と、大木屋におられる光悦殿までお届けしてもらいたいが。はいはい、お安いことでございます。確かにお預かりしておきまする。時に、時刻は今鳥の下国か、犬の時頃か。まだそうなりますまい。今日は雪模様で暗くなるのが早うござりましたからの。今、大木屋を出てくる前に、 あそこの時計が鳴っていたが。ならば、それが大方。今、木を打って回っていた鳥の下国でござりましょう。まだ、そんなものかのう。くれたばかりでござりますもの。往来の人通りを見ても知れまする。知れまする。そこへ娘が、わらじを買ってきてくれた。武蔵は入念に、わらじの尾の寄りを調べて、川旅の上に履いた。 彼の境遇としては、多すぎる茶台を置いて、網傘を一つもらい、それはただ手に持って、頭の上にかざしながら、散る花よりも柔らかな雪を払いながら、雪の道を、どこともなく立ち去った。市場の河原近くには、人家の明かりもまばらに見えるが、祇園の小立ちへ一歩入ると、そこらは雪もまだらで、 足元も暗かった。たまたま見えるかすかな明かりは、祇園林に包まれた灯籠や宮かしだった。神社の拝殿も、鮭の中も、人間はいないように浸透していて、ただ雪の音が時折、木々の小杖に響いて、その後、さらに浸透させていた。さ、行こうか。祇園神社の前にぬかづいて、 何か記念していた一群れの者のが、今、ドヤドヤと、社殿の前から立ち上がった。今し仕方、課長山の寺寺寺から、ちょうど犬の時、五つの鐘が鳴り渡った。雪の世のせいか、今夜に限って、鐘の音は、腹渡に染みるほど、さえて聞こえた。ご社殿様、わらじの王は大丈夫でござるかこう寒い。 凍るような晩には、きついようも、うつりと切れやすうござりますぞ。心配するな。吉岡伝七郎だった。親族の者や、門弟中の主なる者、十七八人が彼を取り巻いて、寒いせいもあろうが皆、注げだった顔つきを揃えていた。彼の周りを取り囲みながら、蓮華王院の方へ歩いて行くのである。 今、立ってきた祇園神社の拝殿の前で、伝七郎はもう全身一点の隙もなく、決闘の身支度を済ましてきていた。鉢巻き、皮出すき、言うまでもないことである。わらじわらじはこういう折には、布をと限っているものだ。お前たちも覚えておけ。伝七郎は雪を踏みしめながら、白い息を、 大きく吐き捨てて、一堂の中に歩いていた。三。日暮れ前に、大田黒兵助たち三名の使いの者から、武蔵の手、鹿と渡して承諾を取った果たし合いの出会い場には、場所、蓮華王院裏地、時刻、犬の下国、としてあったのである。 明日をも待たないで、今夜の犬の時というにわかな指定をしてやったのは、伝七郎もそれが良いと考えたし、親族や門下の者も、猶予を与えて、もし逃げ出されては、再び京都で彼を捕まえることはできないから、という想定のもとに一致した作戦であって、その使いに行った大田黒兵助が、この群れの中に見えないところを見ると、 彼だけは、あのまま、堀川船橋の、灰屋昭遊の家の付近にうろついていて、その後の武蔵を、密かに尾行しているのかもしれない。誰か先へ、来ているようだな。伝七郎はそう言って、蓮華王院の裏のひさしの下に、赤赤と雪の中に火を焚いているものを、遠くから見つめた。いいけ、十郎だと。 上田良平でしょう。う何いいけや上田良平まで来ているのか。伝七郎は、むしろうるさいと言いたげな顔をして、武蔵一人を撃つのに、行散すぎる。たとえ仕果たしても、あれは大勢で撃ったのだと言われては、俺の古見にも関わるからな。いや、地獄が来たら、我々は立ちのぎますから。連下王院の長い御堂の廊下は、 俗に三十三元堂とも呼ばれているところである。長い廊下は矢を放つ距離といい、的場を置くところといい、弓を射るには絶好の場所だとされて、いつの頃からともなく、シャグを携えてきて、一人で練技を試している者が、ぼつぼつ増えていた。そんなことから、ふとこの場所を思いついて、今宵の試合場として、武蔵へ行ってやったのであるが、 来てみると、弓以上、果たし合いにはなおさら足場が良い。何千坪かの雪の地域には、雑草や根ざさの凸凹も見えず、綺麗に淡雪が積もっている。ところどころに松の木はあるが、それも密生した林ではなく、極めてまばらに、この寺院の風地を添えている程度なのである。よう、先に来て、 そこで火を焚いて待っていた門人が、伝七郎を迎えると、すぐ火のそばから立って。お寒かったでございましょう。まだ時刻はよほどあります。十分お体を温めて、ご用意にかかっても遅くはありません。三池十郎左衛門と、上田良平の二人だった。良平の腰掛けていた後へ、伝七郎は黙って腰を下ろした。 支度はもう、祇園神社の前で、すっかり済ましてきたのである。伝七郎は、焚き火の炎に手をかざして、両手の指の節を、ポキポキと鳴らしながら揉んでいた。じと、早すぎたかな。毛振りに顔をいぶしながら、もうそろそろ先を帯びてきている顔をしかめ。今来た途中に、腰掛けじゃえがあったな。 この雪でもう戸を閉めておりましたが、叩き起こせば起きるだろう。誰かそこへ行って、酒を下げてこないか。え、酒をですかそうだ、酒がなくっちゃ、とても寒いわ。伝七郎はそう言って、火を抱くように鏡込んだ。朝でも晩でも、道場に出ている時でも、伝七郎の体から、 酒の匂いの消えたことがないことは知っているが、今夜のような場合、やがて一族一門の不人を課して当たろうとする敵を待つ今のわずかな間に、その酒が伝七郎の戦闘力に利となるか不利となるかを、門弟たちはいつもの酒と違って熟考せずにいられなかった。四。この雪に、 凍えた手足をして、たちを持つよりは少しぐらいの酒ならば、体に入れた方が帰ってよかろうと考える者の,の方が多かった。それに、ご者弟が会い出したものを、その気持ちをこじらせるのは、なおよろしくない。こういう最も,もな意見もあって、門弟中の二んが駆け出していって、間もなく酒を買ってきた。ああ、来たな。どんな味方よりも。 以上の見方はこれだ。焚き火のぬくばいに温めた酒を、伝七郎は茶碗に継がせ、心よげに飲んでは、早期に満ちた息を吐く。いつものように、量をたくさんに参られてはよくないがと、そばにいて、ハラハラしているものもあったが、そんな心配までに及ばず、伝七郎は心得て、いつもより少なくしか飲まなかった。 事故の生命に関わる大事を、すぐ前に控えているので、合法には装っていても、ここにいる誰よりも、腹の底から緊張しているのは、やはり、彼自身だった。よ、武蔵不用意に、誰かがこう放った一声に、来たか。焚き火を囲んでいた面々が、腰を蹴られたように、一度にどっと立って、そのたもとやその裾から、 ヒノコのちりが雪の空へ赤く散った。三十三元堂の長い建物の角に現れた黒い人影は遠くから手を挙げて、わしじゃ、わしじゃ、と断りながら近づいてきた。袴を短くからげて海外しい支度はしているが、腰から背はもう弓になりかけている老武士なのである。 門弟たちはそれを見ると、現在門様だ。三分のご老人だ。と、言い合って、ひそまり帰った。身分の現在門というこの老武士は、先代吉岡憲法の実弟にあたる人で、つまり、憲法のこの聖十郎や、ここにいる伝七郎にとっては、実の叔父にあたるものだった。おお、これは身分の叔父うえ。どうしてこれ 伝七郎も、この人が今夜、ここへ来るなどとは思ってもいなかったらしく、意外な手で迎えると、現在門は火のそばに来て。伝七郎、お主本当にやるのじゃな。いや、お主のその姿を見て、ホットワンドいたした。おじ上えにも、一応ご相談に上がろうと思っていましたが。相談、ね、何の相談などに及ぼうか。 吉岡の名に泥を塗られ、兄を片割にされて、黙っているようだったら、わしが措置を攻めに出向こうと思っていたくらいじゃ。ご安心ください。従弱の兄とは違うつもりですから。そこはわしも信頼しておる。措置が負けようとは思わんが、一言、励ましてくれようと思って、身分から駆けつけてきたのじゃ。どこ、電子長。あまり敵を軽視して望むなよ。 武蔵という者も、も噂を聞けば、なかなかな男らしい。心得ています。勝とう勝とうと、焦らぬがよいぞ。天命に任せろ。万一のことがあったら、骨は現在門が拾ってやる。はははは。伝七郎は笑って。おじうえ、寒さよけに。と、酒の茶碗を出した。現在門は黙って、それを一杯飲んでしまうと、 文帝たちを見回して。おのおのは何しに来ているのかよもや助出ではあるまいな。助出でなかったら、もうこの場所から引き上げた方がよかろう。こう物々しく固まっているのは、一人と一人の試合に何やらこっちに弱みがあるようでいかん。勝っても人の口がうるさいものだ。さ、そろそろ時刻も近づいたろうから、わしと共に。 どこか遠くに引いていることにしよう。五。すぐ耳元で大きく金が鳴ったのはもうだいぶ前のような気がする。あれは確かに犬の国であった。そうすると約束の犬の下国はもうやがて迫っているところだが、とうう。出遅れたな、武蔵を。伝七郎は、 白い夜を見回しながら、ただ一人、燃え残りの焚き火を抱えている。身部の現在門おじの注意で、門弟たちは、皆立ち去ってしまった。足跡だけが、その後の雪に、際立って黒く数えられる。ポキッと、時々、凄まじい音がした。三十三元堂の、ひさしのつららが折れて、落ちるのである。 またどこかで雪の重さに木の枝が裂けるのであった。そのたびごとに子治郎の目は鷹のように動いた。その鷹の影にも似た男が一人、その時雪を蹴って向こうの木の間から貧俗に子治郎のそばへ馳せてきた。武蔵の行動を監視しつつ、宵いの内からここと連絡を取って報告していた。 数名の中の最後の一人、大田黒、ひょうすけだった。今夜の大事が、もう眉を焼くところまで迫ってきたことは、そのひょうすけの顔つきだけでも、聞かないうちに分かった。足も地につかない様子で、あえいできた息の弾みを、来ましたぞと、そのまま告げた。伝七郎は、これを聞く前に、とく察して、 日の川から立ち上がっていたのである。そして、彼の言葉を聞くとすぐ、来たか、と、おうむ返しに行って、その足が無意識のように、燃え残りの焚き火を踏みにじっていた。六条柳町の阿弥ヶ笠茶屋を出てから、雪が降るのに武蔵め、牛のようにのそのそ,のその歩いておりましたが、たった今、祇園神社の石垣を登って、 携帯へ入りました。拙者は回り道してここへ来ましたが、あの呪い足つきでも、もう姿を見せるはずです。ご用意を。よし。ひょうすけ。はあっちへ行っておれ。みなは知らん。その辺にいては目障りだ。立ち去れ。はと言ったが、ひょうすけは、そこを外して去る気にはなれなかった。子治療の足が、 雪崩の中へ火をすっかり踏みつぶし、武者震いしながらひさしの下から出ていくのを見届けると、彼は反対に御堂の床下へ潜って闇の中にみ込んでいた。床下にいると、外にはないと思っていた風が冷え冷えと動いていた。大田黒兵助は自分の膝を抱え込んだまま骨まで冷えていく体が分かった。 ガチガチと、奥歯が鳴るのを、どうしようもなかった。それは寒さのせいであると、自分の観念を強いて頷かせながら、時々、威張りでも使えたように、腰の下から顔の先まで、ブルブルと、身震いを走らせていた。はてなあ、外は、昼間よりもよく見えるのである。電子治療の影は、三十三元堂の下から、 約百歩ほど離れて、背の高い一幹の松の寝方に足場を踏みしめ、武蔵の姿が見えるのを、今や遅しと待ち構えているのだ。だが、兵助が胸で測っていた頃合いは、うに過ぎたのに、武蔵はまだ、ここへ来なかった。酔いのうちほどではないが、雪がまだ、ちらちらとこぼれているし、 寒さは肌に噛みつくようだし、日の木も酒の木も冷めてくるしい、伝七郎のイライラしている様が遠くからでもよくわかるのであった。そう。と、突然伝七郎の神経を驚かしたものがあると思うと、それは小杖から滝のように落ちてきた雪に過ぎなかった。六。 もっとも、こういう場合の一と時というものは、待つ方になると、わずかな間も、耐えきれない焦燥になるのはもちろんである。伝七郎の気持ちも、大田黒兵助の気持ちも、その例に漏れない。ことに兵助は、自分のした報告に責任を感じてくるし、寒さは体から霜が立つようだし、もう、一時、もう一と時と、その焦燥を抑えていても、 依然として、武蔵の影は見えてこないし。たまらなくなって彼は、どうしたのかな床下から出て、彼方に立っている伝七郎へ何か呼びかけた。す介、まだいたのか伝七郎も同じ気持ちでこう声を返した。どっちからともなく、二人は接近していた。そして全てが、 ただ真っ白な雪の夜を見回して。見えぬ。と、うめきに似いたイぶかりを繰り返していた。キャツ、逃げうせたな。伝七郎がつぶやくと。いや、そんなはずは。大田黒兵助は、すぐ打ち消した。そして極力、自分の確かめてきたところをもって、自分で保証づけるように喋っていると。よ。 聞いている伝七郎の目が、急に横へ逸れた。見ると、レン王院の栗の方に、ポチと手職の明かりが揺らぎ出している。明かりを持ってくるのは一人の層で、後から誰やら、ついてくる人影もわかる。その二つの人影と、一点の小さな明かりは、やがて、堺の塔を開けて、三十三元堂の長い円の端へ立つと、 こう、低い声で話していた。夜分は、どこもかしこも締め切っておりますので、よう存じませんが、確か酔いの頃、この辺りで、段を取っていたお武家方がございましたから、それがあなたの訪ねているお方たちかもわかりませんが、もう、誰もいないようでございますな。それは、そうの言葉だった。それに対して、丁寧に、 何か礼を述べているのは案内されてきた方のもので。いや、せっかくお休みのところ、お邪魔いたして申し訳ありません。あの向こうの木の下に二人ほど佇んでおるようですから、あの者が連ン王院で罰と言ってよこした当人かもしれません。では、訪ねてごらんなさい。ご案内はもうここまでで結構です。どうぞ、お引き取りくださるように。何か、 ゆきみでもなさろうというご会合で。まあ、そんなものです。と。一方は、軽く笑う。そうは、手職を消して。岩わでもがなのことではありますが、もし、このひさしのお近くで、さっきのように、火でもおたきになる場合は、どうぞ、あとの残り火だけは、ご注意くださいますように。わかりました。では、ごめんを。そうは、 そこの戸を閉めて、栗の方へ立ち去ってしまう。残っていた一方の者は、じっと電子治療の方を見ながら、しばらく佇んでいた。そこは久しの影で、他の雪明かりが、目を刺すように強いために、そこの暗いのが、余計に濃く感じられるのであった。誰、ひょうすけ。栗の方から出てきたようですが。 寺のものではないらしいぞ。はてな。歩むともなく、二人は三十三元堂の円の方へ、二十歩ほど近づいていった。すると、御堂の端の方に見えた黒い人影も位置を移し、長い円の中ほどあたりまで来ると、その足をぴたりと止めた。そして、結びかけていた川だす木の端を、左のたもとの脇で、 厳しく締めているような様子であった。その様子までを目に受け取れる距離までは、何気なく進んでいった二人であったが、ギクッと、足の方が先に、雪の中から抜けなくなってしまった。そして、二息か三息、間を置いてから。お、武蔵。伝七郎が、大きく行った。 七、互いにせいし合って、武蔵と、ちろ郎が最初の声を発した途端から、こう二人の立場は、すでに武蔵の方が、絶対に有利なちを占めていることを、この場合、見逃すことはできない。なぜというまでもなかろうが、一応、二人の対立しているほうを見るならば、武蔵は自分の身を、 敵よりも何尺か高い円の上に置いている。反対に電子治療は敵から目の下に平弊されている地上にある。それのみでなく、武蔵はまた絶対に後ろが安全だった。三十三幻道の長い壁を背にしているのであるから、たとえ左右の横から攻撃しようとするものがあっても、円の高さが おのずから一つの防ぎをなしているし、うこなく一方の敵へ威力を注ぐことができる。子七郎の後ろはといえば、無限の空地とぷ風であった。仮に相手方の武蔵には、助立ちは来ていないと承知していても、その広い背中の空地を、決して無関心でいるわけにはゆかなかった。だが、幸いなことには、彼のそばには、 大田黒兵助がいた。のけ、どいていろ兵助。ひょうすけこう、袖を払うように、伝七郎が言ったのは、むしろひょうすけが、下手な手出しをしてくれるよりも、遠く離れて、一人と一人との絶対的なこの地域を、見守っていてくれた方が、力に思われたに違いないのである。よいか。これは、武蔵の言葉だった。 水をかぶせるような静かな言い方だったのである。伝七郎は一目見るとともに武蔵の顔に対してもその足の先までを、こいつか、という憎念で見ずにいられなかった。肉親の意種もある。地元の鳥沙汰に比較されているいまいましさもある。また地方での駆け出し見学がという下げ隅を頭へ先に入っている。 黙れ。跳ね返すように出たゴきは、彼としては自然だった。良いかとは、何が良いかというぞ武蔵。犬の下国は、もう過ぎておる。下国のお金と、きっちり同時にとは約束していない。記念を吐くな。こっちはうに来て、この通り支くして待ちぬいていた。さあ、降りろ。不利な立場のまま、無下に進んでゆくほど、 伝七郎も相手を軽んじてはいない。当然こう言って敵を誘った。今、と軽く答えておいて、武蔵はその間に木を見ているような眼差しだった。木を見るといえば、伝七郎は武蔵の姿を目の前にしてから、満身の肉に戦いの整理を起こしていたが、武蔵の方では、 彼の肉眼に自分を示す前から、とうに戦いを開始しているつもりで、戦いの中身を持って望んできている。証拠立てて、彼のその真実を言ってみるならば、彼はまず、わざと道でもない寺院の中を通過していた。もう休んでいる自走の世話までかけて、広い境内を歩かずに、この御堂の園へ、 いきなり建物たいに来て立ったのでもわかる。祇園の石段を登った時、彼はもう多数の人間の足跡を雪の中に見たに違いない。あらゆる即地はそこで働いた。自分の後ろをつけていたものの影が自分から離れると、彼はレン王院の裏地へ行くのにわざとそこの表門へ入ってしまったのだった。 自創について、十分に酔いのうちから、この付近の予備知識を得、そして茶も飲み、暖も取り、少し時刻が過ぎたのも承知しながら、唐突に、唐の敵と面接する、という策を取ったのである。第一の木を、武蔵はこうして掴んだ。第二の木は、しきりと今、伝七郎の方から誘うのであった。 その誘いに乗せて出るのもまた戦法だし、そらして自分から木を作るのもまた戦法である。勝敗の層の分かれ目は、ちょうど水に映っている、月影に似ている。理知や力を過信して、的確にそれをつかもうとすれば、かえって命を月に溺らせてしまうに決まっている。八、出遅れた上。 まだ支度が整わぬのかここは足場が悪い。いら立つ伝七郎へ、武蔵はあくまで落ち着き払って、今参る、と言った。怒れば、必ず破れる端を成すことを伝七郎も知らないではない。だが、まるで恋のような武蔵の態度を見ていると、そういう普段の習得と感情がバラバラにならずにいられないのである。 ぽい、もっと広場の方へ。お互いに名は潔くしておきたい。孤独な振る舞い、卑怯な立ち合い、そんなものへ椿して生きてきた吉岡伝七郎だ。武蔵、幸わぬ前におじけを抱くようでは伝七郎の前へ立つ資格はないぞ。降りろ、そこを。ようやく彼が怒鳴り続け出すと、武蔵はニット、歯を少し見せた。 何の吉岡伝七郎のごとき、すでに去年の春、拙者は真っ二つに切っている。今日再び切れば、恩味を切ること、これで二度目だ。何いつどこで山との国、野牛の将。山との渡与という肌子の風呂の中で。いや、あの時。どっちも、身に寸鉄も帯びていない風呂の中であったが、 目を持って、この男、切れるかどうかを、自分は心の内で測っていた。そして目で切った。見事に切れたと思った。しかし、そちらの体には、何の型も表さないから、気づきもせずにおったろうが、恩美が、剣で世に立つものと豪語するならば、余人の前で言うなら知らぬことを、この武蔵の前で言うのは少子だ。何を言うかと思えば、 具にもつかぬほざきごと。だが、少し面白い。その一人おがりを覚ましてやろう。来い。向こうへ立とう。して、伝七郎。道具は、木立か、真剣か。木立を待たずに参って何を言う真剣は、覚悟の上で来たのと違うか。相手が木立を望みとあれば、相手の木立を奪って撃つ。抗言やめろ。では、 お電子七郎のかかとは、雪の上に黒い斜線を一軒半も描いて、さっと武蔵の通る空間を与えた。しかし武蔵は、縁の上を横へ二三軒、つつつつ、と歩いてから、雪の中へ降りていた。二人は、微動の縁から、そう何十軒も先までは、歩いていかなかった。そこまで行く間が、電子七郎には、 もう待ちきれないものになっていた。ヤにオに、相手へ重圧を加えるような一括を浴びせると、彼の体格に釣り合っている長刀が、いかにも軽いもののように、ビュッとかすかな鳴りを発して、武蔵のあった位置を正確に薙ぎ払っていた。だが、力点の正確さが、敵を両断する正確さとはあながち言えない。 対象の動き方は、塔の速度よりも、もっと速かった。いや、それ以上に迅速だったのは、その敵のあばらの下から吹いて出た、白人であった。9。キラッと、二筋の刀が、宇宙にひらめいたのを見てあとは、古雪の、地へ落ちてくる様は、いかにも呪いものに見えた。 けれど、その速度にも、楽器の音階のように、除、破、球があった。風が加われば球になり、血の雪を巻いてつむじになると歯を起こす。そしてまた、白髪の毛が舞うような、静かな雪景色に帰って降った。武蔵と伝七郎との二人の刀も、お互いの刀が鞘を走ったと見えたその一瞬には、 もうどっちかの肉体は到底無事ではあり得ないと考えられるところまで迫り合い、同時に二つの刀の動き方にも複雑な光があったように見えたが、それがパッと二人のかかとが雪煙を上げ後ろへ離れ合うと、どちらの身もまだ健在であって、白雪の大地に人たらしの血潮もこぼれていないことが、なんだか、 ありえない奇跡のようにしか思われなかった。それきり二筋の刀はさっきから切っ先と切っ先との間に約九尺ほどな距離を置いたまま空間に固着しているのである。電子治療の眉毛に雪がたかっていた。その雪が溶けると梅雨になって眉毛からまつ毛の中へ流れ込むらしいのである。 ために時々顔をしかめると、その顔筋肉が無数のこぶみたいに動き、そしてはくわっと大きな目を開き直していた。そこから飛び出しそうな眼光はまるで鉄を溶かしている炉の窓のようであり、それと共に口は下腹からしている呼吸を極めて平調に通わせているかのように見せていても、実は 不意ごのような熱臭い活気を持っていた。しまった。伝七郎は敵とこういう退治になるとすぐ胸の中でそう食いていた。なぜ今日に限って正眼につけてしまったか。いつものようにずだかに振りかぶってしまわなかったか。しきりとその後悔が頭の中を往来する。といっても、 人間の普段にする思考のように脳だけで物事をのんきに判断していられる状態ではない。体中の血管の内をドッドッと音を立ててかけている血が皆思考力を持ってそう感じるのだった。頭の毛も眉毛も全身の毛髪は言うまでもなく足の爪までが生理的に動員されて敵へ向かって注げだった。 戦闘の死体を示しているのだった。こう刀を構えて待つのは、正眼神となって戦うのは、伝七郎は自分の笛手であることを知っていた。だから肘を上げ、真っ向に持ち直そうと、先ほどから幾度となく切っ先を上げかけたが、どうしても上げられなかった。武蔵の目が、その木を待っているからである。 その武蔵もまた、正眼に刀をぴたりと、やや肘を緩めに構えていた。伝七郎の肘の屈曲しているところには、メリメリと言いそうな力が見えるが、武蔵の肘には、手で押せば、下へも横へも、動きそうな柔らかさが見える。そしてまた、伝七郎の刀が、前にも言ったように、時折、位置を改めようとして動いてはやめ。 動いてはやめしているのと反対に、武蔵の手にある刀は、びくとも動かなかった。その細い峰から唾にかけて、かすかに雪が積もるほど、動かずにあった。十。彼の破綻を祈る。彼の隙を探す。彼の呼吸を測る。彼に勝とうとする。あくまで、勝とうとする。 八万。ここぞ、生死の分かれ目と思う。そういう意識が、脳裏にちらついている間は、相手の伝子治郎が、まるで大きな岩尾のように見え、これは、と、武蔵も、その豪壮な存在から受ける一種の圧迫感を、はじめはどうしようもなかった。敵は、俺よりも上手だ。正直に、武蔵はそう思ったのである。 同じ引け目は、小野牛城のうちで、野牛の思考帝に囲まれた時にも受けた。彼のその引け目に似た自覚というのは、野牛流とか、吉岡流とかいう正法な剣に向かってみると、自分の剣が、いかに野育ちの、型も利もない、画法であるかが、よくわかることだった。今、伝七郎の構えている様を見ても、さすがに、 吉岡憲法というあれだけの先人が、一代を費やして工夫しただけのものが、単純のうちに複雑に、合法なうちに厳密に、一つの整った剣の姿を成していて、ただ力とか精神とかいうだけのもので押していっても、決して破り得ないものがあった。生半可武蔵にはそれが見えるだけに、手も足も、 出ない心地がしてしまうのだった。で、当然、武蔵は無謀になれなかった。彼の密かに自負している画法も野人ぶりも振る舞えなかった。こんなはずはないと思うくらい、今宵の肘は伸びてゆかない。じっと保守的に構えを持っているのが呼吸いっぱいであった。その結果、心で払っても払っても、好きを。 目に重血をきたし、八万と、勝ちを祈り、勝たねばと、やっ気な焦りが湧いてきて、心はいよいよ騒がしい。多くの場合、大概なものが、ここで渦巻きに巻き込まれたように、牢媒に落ちて、溺れるのであった。しかし武蔵は、何の神器をつかむともなく、その危ない自分の混迷から、ふと浮かび上がっていた。 これは彼が一度も二度も生死の境目を踏んできた体験のたまものに他ならぬものであろう。はっと目を吹かれたように気が覚めていたのである。依然として静岩と静岩との退治のままだった。雪は武蔵の髪の毛に積もり、伝七郎の肩にも積もっていた。岩尾のような敵はもう目の前になかった。 同時に、武蔵という事故もなくなっていた。そうなる前に必然、勝とうという気持ちすら、どこかへ消え失せてしまっている、武蔵であった。伝七郎と自分との約九尺ほどな距離の空間を、ちらちらと静かに待っている雪の白さ。その雪の心が自分の心かのように軽く、その空間が自分の身のように広く、 そして天地が自分か、自分が天地か、武蔵の身はなかった。すると、いつの間にか、その雪の舞う空間を縮めて、伝七郎の足が前へ出ていた。そして刀の先に、彼の石が、びくと動きかけた。ギャ武蔵の刀は、後ろを払っていたのである。その刃は、彼の背後から入ってきた。 大田黒兵助の頭を横になぎ、じゃりっと、小豆袋でも切ったような音をさせた。大きな頬きみたいな頭が、武蔵のそばを勢いよくよろけて、電子治療の方へ泳いでいった。その歩いていった死骸に続いて、武蔵の体もとっさに、敵の胸を蹴飛ばしたかと思われるほど、高く飛んでいた。十一。 四方のしじまをつんざいて、お、あ,あと、ひびの入った声だった。でんしちろうの口からである。満身から発した気合が、途中で、ポッキと折れたように、宙へその一声がかすれていったと思うと、彼の大きな体が、後ろへよろめき、と、と、真っ白な雪しぶきに包まれた。ま、待て。 大地へ伸びた体を無念そうに曲げ、雪の中へ顔をうずめながら、電子チ郎が、こう、うめくように言ったときはもう、武蔵の影は、彼のそばにはいなかったのである。がぜん、それに応えたものは、はるか彼方で、おぉ、小射程の方だた、大変だみんな来いど,どどどど、と、後ろのかけてくるように、雪を蹴って、 黒い人影が、ここへ集まってくる。言うまでもなく、遠く離れて、かなり楽観的に、勝負のつくのを待っていた、親類の、身分現在門や、その他の門人たちだった。いや、大田黒まで、おしゃて、天七郎様。呼んでも、手当てしても、もう行けないことはすぐ分かった。大田黒兵助の方は、 右の耳から横へかけられた太刀が、口の中まで切られているし、伝七郎の方は、頭の頂上からやや斜めに、花柱を少し外れて、目の下の肝骨まで切られている。共に、たった人たちだった。だった、宝わしが、言わんことではない。敵を侮るから、こんなことになったのじゃ。てん、伝七郎、これ、これ、伝七。 ミムの現在門おじは、おいの体を抱いて、愚を知りながら、死骸に向かって悔やんでいた。いつの間にか、その人々の踏みつけている雪は、一面桃色に変わっていた。自分も死者の方にばかり気を取られていたが、ミムの現在老人は、ただうろうろと、どう失っている他の者のに腹が立って、相手はどうしたと、怒鳴りつけた。 その相手の所在を、他の者も,のも気に留めてないわけではなかったが、いくらキョロキョロしても、武蔵の影は、もう自分たちの視野からは見出せなかったので。ひない、掘りません。うつけのような返事をすると、ひないわけがあるか現在もんは、はがみをしながら、わしらが駆け出すまで、確かに突っ立っていた影が、ここに見えたのじゃ。まさか。 翼のあるわけでもあるまい。人たち、武蔵に報わんでは、吉岡の一族として、わ、わしの面目が立たぬ。すると、そこに固まっている大勢の中から、一人があっと言って指さした。自分たちの仲間から出した、あっという声であるのに、その衝動を受けて皆、どっと一歩ずつ後ろへ身を引き、そして、指さした者の指先へ、じっと視線を揃えた。 まさし、う、あれか、うん、一瞬、何とも言えない弱膜の気がみなぎった。人のない天地の静かさよりも、人中の空気に、ふと湧いた弱膜の方が、不気味な霊魂を含んでいた。鼓膜も、頭の中も真空になって、物を見る目が、物を映しているだけで、思考に入れることを、忘れ果てたかのようになる。 武蔵は、その時、伝七郎を倒した場所から、最短距離の建物の、ひさしの下に立っていたのである。それから、相手方の様子を見つつ、壁を背にしたまま、徐々と横歩きに歩き、三十三県道の西の端縁へ登って、悠々と、最前立ったところの縁の中ほどまで足を移していた。 そこから一応、来るか、と、体の正面を、彼方に固まっている群れへ向けたが、その景色もないと見定めたのであろう。再び歩き出して、縁の北の角まで行ったかと思うと、忽然、レンゲ王院の横へと影を消してしまった。ご視聴ありがとうございました。風の巻きは、 時間で最終巻になります。よろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。いいねも、よろしく。吉川英治作、宮本武蔵。風の巻き。今用六花船。一。こちらのふみのお返しに、白紙などよこされて、なんともこにくい一座ではある。 このまま黙って引っ込んでいては、いよいよあの金立原を良い気にさせておくようなもの。この上は、わしが行って自家団号と出かけ、意地でも吉野大湯をこちらへ申し受けて来ねばならぬ。遊びに年はないものだそうであるが、酔うと今日の常時たまま、踏み止まりのないハイヤ商遊であった。こう言い出すと、どうしても。 自分の思い通りにならないうちは、そのひたぶるな遊びのわがままが収まらないと見える。案内しやい、と、住菊大偶の肩につかまって立ち上がり、そばから光悦が、まあまあ、と、引き止めても。いいや、わしが行って吉野を連れてまいる。はたまたども、あの方々の席へ、わしを案内しやれ。 本対象のお出馬に相動ぞ。我とは思わんものは、つけ、つけえ。危なっかしくってハラハラさせられるが、放っておいても決して危なくないのが酔っ払いである。しかしそれを、危なくないからといって、見ている世の中では面白くない。やはり、危なかったり、危なそうに見せたりするうちが、世の中の使命でもあるし、遊戯の世界の地味でもある。 分けてもまた、醤う老人のように、酸いも甘いも知りつくし、遊びの裏も表も、心へ抜いている客になると、同じ酔っ払いでも、扱いいいようで、大いに扱いにくい。遊ぶ心と、遊ばせる方の心とがよろよろ、歩いている間も不足ふり、つまり、あうんの呼吸というものである。船橋様。 おわぶのうございまする。と、女たちがかばえば。なんじゃ、ばかにするな。いわえば足がひょろけるが、心はひょろけてはいないぞ。と、むずかるし。では、おひとりで、おわるきあそばせ。と、話せば、廊下へぺたと座ってしまって、少しくとびれてそうろ、う、わしをおぶってくれい。という。いくらひろいにしたところで、 同じ家の別な部屋へ行くのに、廊下続きで、こう散々手間取らせて道中しているのを、所有に言わせれば、これも遊びの一つというに違いない。何でも知らない顔をしながら、何でも知っているこの水客様は、途中でこんにゃくのようになって、女たちを手こずらせていたが、その、かんがんここつとも言えるような、細っこいロクの中には、 なかなか効かない気象が潜んでいるらしく、さっき白紙の編書をよこしたり、あちらの別室で吉野太夫を独占して得意げに遊んでいるらしいカラスマル、三つなどの一座に対して、大臭い金立原は何のチョコ材な、と常々の豪気が酒に混じって胸でムラムラしていることも事実であった。 くげといえば、武家もはばかる厄介者であったが、今の京都の大町人は、そんなものを少しも厄介には思っていない。打ち割ったところを言えば、お人の良い、どうにでもなる。ただいつも、異界ばかり高くて、金のない階級、というだけのものである。したがって、金を持って適当な満足を与え、風雅を持って、 上品に交わり、異界を認めて、誇りを持たせておけば、それで彼らは、自分たちの指人形のように動くことを。この、船橋様は、十分に知り尽くしている。どこじゃ、観覧様の遊んでござるお座敷は、ここか、こちらか。奥まったところの、華やかな日の差している障子をなで回して、 醤油がそこを開けようとすると、出会い頭に、いや、誰ぞと思えば。こんな場所に似合わないうのたくあんが、うちからそこを開けて顔を出した。二<に>、お、おお、と、目を丸くし、かつ奇遇を喜び合って、醤油の方から、ぼーず、 お前もいたのか。拓腕の首筋へ抱きつくと、拓腕も口真似して、親父、お主も来ていたのか。と、所有の首を抱え込み、出会い頭の酔っ払い同士が、恋人のように汚い方と方とをこすり合い。脱者か。ポッシャじゃ。会いたかった。嬉しい坊主ね。しまいには、 ポカポカ頭を叩いたり、一方がまた一方の鼻の頭をなめだしたり、何をやっているのか、酒飲みの気持ちはわからない。今そこにいたたくあんが、次の部屋から出て行ったと思うと、廊下のあたりで、しきりと障子がガタガタなり、恋猫と恋猫とが、じゃれているような鼻声が聞こえるので、カラスまる光弘は、向かい合っている。 この絵の、ただと顔を見合わせ。ははん、んのごとく、うるさいのがやってきたらしい。そっと苦笑を漏らした。光つ弘はまだ若い。見るところ三十ぐらいな気候詩だった。裸にしても道場人らしく、白石の美男であるから、実際の年はもっと余計かもわからない。眉は濃く、唇は赤く。 再起完発なところが瞳に出ている。武家ばかりが人間のような世の中に、なんでマロをクゲにうましめたか。というのが、この人の口癖であって、優しい要望のうちに激しい気性を増し、武家政治の自流にうつぼつたる不平を抱いているらしかった。頭が良くて若いク家で。 今の世帯に悩みを持たる奴は馬鹿である。これも三広が言ってはばからない持論なのだ。それを還元するとつまり、武家は武門の一門を施職とするものだが、それが政治の剣を矛にかざし、うぶんサブの融和も釣り合いも、この頃ではあったものではない。公下は節句の飾り物、人形でも住むことだけを任されて、 曲げてかぶれぬ冠を乗せられているのだ。そんなところへ自分のような人間を産ませたのが神の過ちというもの。我人身足らんとすれば今の世の中では悩むか飲むか二つしかない。しかず、美人の膝を枕に月を見、花を見、飲んで死のうか。というような意味であるらしかった。 クロードの神からウダイ弁に上り、今も三義という原色にある阿村であるが、そこでこの気候師は盛んに六条柳町へ通ってくる。この世界にいる時だけ腹の立つのを忘れるというのである。その、若くて悩む仲間には、アスカイ正隆だの、徳大寺サネヒサだの、火山院忠だだのという、 もっとはつらつとしたものもあって、武家と違って、明め明いめい貧乏のくせに、どう金の工面をしてくるのか、いつも大木屋に来ては。ここへ来ると、人間らしい心がしてくるぞ。とばかり、飲んで騒ぐことを例としていたが、その顔ぶれと少し違って、今夜の彼のお連れは、誠におとなしやかな人品だった。 そのお連れである、この絵信忠というのは、光つよりは、年も遠ほどは上であろう。どこか重々しい風貌があり、眉も秀でれているが、豊かに浅黒いその方に、薄ばたのあるのが、世間並みに言えば傷である。けれどその薄ばたなら、鎌倉一の男、源の実朝にもあったということだから、 この人だけの課金ではない。ことにこの人が、先の関白、うじの長者という、いかめしい身分などをどこにも見せず、ただ、予儀の書道において聞こえている、この絵三脈院として、吉野大夫のそばで、ニヤニヤしているところは、かえってなかなか、ゆかしい薄羽旗であった。三。 顔中をエクボにして、この絵信忠は、その薄たを、吉野太夫の顔に向け、あの声は、小油だのう。と言った。吉野の勾配よりも濃い唇が、おかしさを噛みこらえながら、あれ、ここへお見え遊ばしたら、どうしたらようございましょう。困ったような目元をする。カラスマル光弘は、とつの よしのの裾を押さえて、次のまごしに廊下の境へ。たくあんぼう、たくあんぼう、そんなところで何をしておられるか。寒いぞ。そこを閉めて出るなら出ろ。入るなら入れ。と、わざと言い放ってみる。するとそのたくあんが、まあ、入れ。と、障子の外から、醤油老人を引っ張り込み、 光つ弘と、信忠の前へ来て、ぺたりと座った。おお、これは、思いがけぬお連れではあるぞ。いよいよ面白い。ハイヤー・ショは、こう言うと、さすがにいくら酔っていても、少しも崩れない薄い膝の角を、そのままずいと進めて、すぐ、信忠の前へ手を差し出し、お流れを、と、辞儀した。 信ぶただはにやにや。裏橋の大きら、いつも元気でよいの。金ン様のお連れが、親方とはつゆだに知らず。と、逆を返す手から、もうこの古妻者は、わざと酔いを誇張して、酩酊した太郎貨者のように、細い白首を振り動かした。ゆ、許されい親方。へえ。 平常のご無沙汰はご無沙汰。会った時は会った時。何の、干拓で,でござろうと、賛義でござろうと。はっ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 は。のたくあんぼう。と、またそばの坊主頭を脇へ抱え込み、信忠と光つ弘の顔を刺した。世の中に気の毒なものは、ここの奥へという人たちじゃ。 関白の祖大人のと、良い名はもらうが、実はくれぬ。まだまだ町人が遥かましいよ。のう、坊主、そう思わんかいあんも、この水老人には少しヘキ,ヘキの手で、思う思う、と、彼の腕の中からやっと首を外して、自分のものにすると、これ、お坊からはまだいただいておらぬが、 坂月をせがむ。そしてその坂月を顔に乗せるように傾けて、また。のう、坊主。お主などはずるいやつじゃぞ。今の世の中でずるい人間は坊主。賢い者は町人。強い者は武家。愚かしき者は道場型。はっ,はっはっはっは。そうじゃないか。そうじゃそうじゃ。 好きなこともようできず、さりとて祭りごとからはとじめをくらい。せめて歌でも読むか、書でも書くか、そこより他に力の出し場がないなどということが、ははははのは、ノーボーズ、あろかいなあ。飲んで騒ぐことなら、光つも負けないし、画壇や酒の量なら、信忠も遅れをとっていまいが、 こういきなりまくし立てられたので、顔負けしたというか、さすがの二人も、この細っこい侵入者のために、すっかり座教をさらわれてしまった形で沈黙していた。その図に乗って昭友は、だう友ゆうはなんとおぼされるのな例えば、道場型に惚れめさるか、それとも、常人に惚れめさるか。ほほほ、ま、 船橋様が。笑いとでない。真面目に女子の胸を叩いてみるのじゃ。うーん、そうか。いや、読めた。やはり太夫も、町人が良いというか。さらばわしの部屋へ来い。さあ、太夫は、醤油がもろうて行く。吉野太夫の手を自分の胸に収めて、この古ツーも物、抜からぬ顔して立ちかけた。 四。光つ弘は驚いて、手の逆付きをこぼしながら下へ置き。とわ群れも、ほどこそあれ、と、小祐の手をもぎ離して、吉野太夫を自分のそばへ抱え寄せた。なぜ、なぜ小祐は薬気となって、無理に連れて行くのではのうて、太夫が来たそうな顔しているから連れて行くのじゃが、の太夫。 間に挟まった吉野太夫は、ただ笑っているほかなかった。光宏と小優の二人に左右の手を引っ張られて。まあ、なんとしようぞ。と、困った顔をしていた。本気な意地でもさやあてでもないが、本気にもやっきにもなって困るものを困らせるのが遊びである。光宏もなかなか効かないし、小優も決して効かない。 そして、よしの両方の義理に挟んで、そう、という、どちらの座敷を務めるか、この縦引きは太夫の胸しらい。太夫がなびきたい方へなびくがよい。と、いよいよ、彼女を困らせるような羽目をして、いじめにかかる。これは面白い。と、あんは、事の収まりを眺めていた。いや、眺めているばかりでなく、 という、どっちへ着くのだどっちへ着くのだと、彼までが、そばから規制をけしかけて、このおさまりを魚にして飲んでいた。ただ、温厚なこの絵のぶただだけが、さすがにお人柄を見せて。さてさて、意地の悪い客どもよな。それでは、吉野もいずれとも言えまいが、そう無理を言わずに、皆が仲良く、 一座してはどうじゃのと、助け舟を出し、そういえば、あちらの座敷には、光悦がただ一人で置き放しになっているというではないか。誰ぞ、光悦をここへ呼んでまいれ。と、他の女たちへ行って、この場合を紛らせてしまおうとした。昭雄は、吉野の,のそばへ座り込んでしまったまま、いやいや、 呼びに行くには及ばない。わしがただいま、ヨシを連れて、あちらへ行く。手を振って止めると、何の何の、と、三尋もまた、ヨシを抱えて、話そうとしないのである。褒爵な金たち目が、と、ゆうは開き直って、酔いに輝いている目とか付きを突きつけて、三尋へ行った。では、いずれが。 花の吉野え分けいるか、この女の目の前で、主戦ないだそう主戦とな、こともおかしい。三つろは、別の大きなさがずきをきを高きへ乗せて、二人の間へ置き、もりモのし白髪を染めてござったか何のさ、骨細な苦行のを相手にするに。いざいろう、勝負、勝負。何でいるか。 ただ、こもごも飲むだけではょうもない。ろめっこ。たいもない。では、買い合わせ。あれは、むさいじじを相手にする遊びではない。にくいいことを。しからばじゃんけん。よろしかろうさあ、たくあんぼう。行事行事。心得た。二人はまがおになって、剣を戦わせた。 一生一杯のつくたびに、どっちかが、酒好きを飲み干し、その悔しがりようを見て、みんなが笑い崩れるのだった。吉野大夫はその間に、おともなく席を立って、松の暗いの裾をそそと引き、雪の廊下を、奥深く、姿を消してしまった。五。これは、相打ちとなるほかあるまい。 どっちも酒にかけては、一どの後者とつわもの。主戦の勝負はいつ初べしとも見えなかった。吉野が去るとまもなく、わしも、急に思い立ったように、この絵信忠は屋形へ帰ってしまったし、行事のたくあんも眠くなったと見え、不遠慮なあくびを出してしまう。それでもまだ、二人は主戦をやめない。 勝手にやらせておいて、あんも勝手に寝転ぶ。そして、近くにいた隅菊太夫の膝を見つけて、そこへ断りなしに頭を乗せてしまう。そのまま、うつらうつらしているのは良い気持ちだったが、あんはふと、寂しがっているだろうな。早く帰ってやりたいが。上太郎とお通のことを思い出していた。 その二人は、今、カラスマル・ミツの館に世話されているのだった。伊勢の荒木田勘主から届け物を頼まれてきて、上太郎の方は暮れから、お通はつい先頃から。その先頃といえば、伊豆や清水観音の音羽谷で、お通が薄木馬場のために追われた晩、不意に拓腕が、 あの場へお通を探しに行ったというのにも、前からあんな不安を予知して、彼をそこに赴むかせた理由のあったことなのである。たくあんと、カラスマル・ミとは、もう随分久しい交友であった。若に、善に、酒に、悩みに、いわゆる同友の一人だった。すると、その友からこの間うち、 どうだ正月じゃないか何を好んで田舎の寺になどくすぶっていられるか灘の名手、京の女、鴨の千鳥、都は恋しくないか眠たいなら田舎で禅をなされ。生きた禅をなさるなら陣中でなされ。その都を恋しく思ったら出て来られてはいかがと、そんな消息が来たので、あんは、 この春、登ってきたのだった。偶然、そこで彼は、上太郎少年を見かけた。館のうちで、毎日開かずによく遊んでいる。光つ弘に聞いてみると、近々かかというわけ。そこで上太郎を呼び寄せ、詳しく聞いてみると、おつうだけは、元日の朝から、おすぎばあと共にばばの家へ行って、それきり頼りもないし、 帰ってこないという事情がわかった。それはとんでもないことだ。たくあんは驚いて、その日のうちに、おすきばーの宿を探しに出かけ、三年坂の旗子をやっと突き止めたのが、もう夜のことで。それからいよいよ不安を感じ、旗子の者にちょうちんを持たせて、清水堂へ探しに出かけたわけである。あの晩、たくあんは、 お通を無事に連れて、カラスマルの家へ戻ってきたが、おすぎのために極度な恐怖を経験させられたお通は、翌日から熱を病んで、今もって枕が上がらない。上太郎少年は枕元に付き切りで、彼女のつむりを水手ぬぐいで冷やしたり、薬の晩をしたりして、いじらしいほど看護に勤めている。二人が、 待っているだろうな。だからあ庵は、なるべく早く帰ってやりたいと思っていたが、連れの光弘は、帰るどころか、遊びはこれからだというようにさえている。しかしさすがに、剣や主戦もやがて相手、勝負なしに今度は飲み始めたと思うと、膝突き合わせて何か議論だった。武家政治がどうとか、 苦行の存在価値とか、常任と海外発展とか、問題は大きいらしい。女の膝から床柱へ移転して、拓庵は目をつぶって聞いている。眠っているのかと思うと、時々、二人の議論の端を耳にして、にやりと笑う。そのうちに光弘が、よ、この江戸のは、いつの間に帰ってしもうたのか。 不平に覚め、昭雄もまた、興ざめたように顔を改めて、それよりも、吉野がおらぬ、と、言い出した。けしからぬことを。三尋は、墨の方で居眠っていた、かむろの林野へ、吉野を呼んできやい、と、言いつけた。林野は、眠、ね、たげな目を丸くして、廊下を立っていった。そしてさっき、 光悦や昭雄の通った座敷を何気なく覗くと、そこにたった一人、いつの間に戻ってきたのか、武蔵が白い明かりと顔を並べて、若年と座っていた。六。あれいつの間にちっとも知らなかった。お帰りなさいませ。林屋の声に武蔵が、今、戻ってきました。 さっきの裏口からうん。どこへ行ってきたんですか外まで。いい人と約束があったんでしょう。太夫様へ言いつけてあげよう。混ぜた言葉に、武蔵は思わず笑って。皆様の姿が見えるが、皆様はどうなされたかあちらで、観官様やお坊様と一緒になって遊んでいらっしゃいます。光悦殿は知りません お帰りだろうか。光悦殿が帰られたら、拙者も帰りたいと思うが。いけません。ここへ来たら、太夫様のお許しのないうちは帰られないんですよ。黙って帰ると、あなたも笑われますし、私も後で叱られます。カムの冗談さえ、武蔵は真顔になって聞いていた。そういうものかと信じているのである。ですから、黙って帰っては嫌ですよ。 私が来るまで、ここに待っていらっしゃい。林野が出て行くと、しばらく経って、その林野から聞いたのであろう。あんが入ってきて。武蔵、どうしたと、肩を叩いた。あ、これは、あっと驚くほどな出来事に違いない。さっき林野が、お坊様が来ている、とは言ったが、まさかあんであろうとは、 武蔵も思っていなかったのである。しばらくでした。座を滑って、武蔵が両手を使えると、あんはその手を握って、ここは遊びの里だ。挨拶はざっとにしよう。光悦殿も共に来ているという話だが、光悦殿は見えないじゃないか。どこへ参られたやら、探して一緒になろう。お主にはいろいろ話したいこともあるが。 それは後にして。言いながら、ふとたくあんが隣のふすまを開けると、そこのこたつ布団へ小病部を囲い、雪の夜を心ゆくまで温まりながら寝ている人がある。それが光悦だった。あまり心地よげに寝ているので、揺り起こすのも心なく思われたが、そっと顔を覗いている間に、光悦は地震から目を覚まし、 たくあんと、むさしの顔を見比べて、おやと、いぶかるような様子だった。わけを聞くと高、こうえつも、あなたとみつひろきょうだけのお席なら、あちらへお邪魔してもよい、と、うちそろって、みつひろの席へ戻ってきた。しかしもう、みつひろも、しょうゆうも、遊びの今日は尽きたていで、 そろそろ感覚の後のしらけた寂しさが、誰の表にも漂いかけている。酒もそうなるとほろ苦いし、唇だけがやたらに乾き、水を飲めば家が思い出されてくる。ことに、あれなり吉野太夫が姿を見せないのが、何としても物足らない。戻ろうではないか。帰りましょう。 一人が言うときは、誰の気持ちもそこに一致していた。何の未練もないというよりは、これ以上、せっかくの良い気持ちが冷めるのを恐れるように、皆すぐ立った。すると、かむろの忍屋を先に立たせ、後から吉野太夫付きの引き船、新臓の将、二人、小走りに来て、一同の前に手を使え。お待たせいたしました。 太夫様からのおことづてには、ようようお支度ができましたほどに、皆様をお通しせよとのお言葉にござりまする。お帰りもさることながら、雪の夜は、ふけても明るうござりますし、このお寒さ、せめておかごのうちも、暖かにお戻り遊ばすよう、どうぞ、もう少しの間、こちらでお過ごしくださいませ。と思いがけない迎えである。はてな。 お待たせいたしましたとは何のことか。三つ弘も昭友も一向下せない顔つきで目を見合わせた。七。一度興ざめた心は呼び戻しようもない気がする。それが遊びの世界であるがゆえに余計に気持ちの妥協がつかないのである。どうしたものか。迷っているらしい一同の顔色を見ると、 二人の引き船は、また口を揃えていった。台風様がおっしゃるには、戦国からお席を外し、定めし心ない女子と、皆様がお思いに違いない。けれど、あのような困ったことはない。観願様の行為に任せれば、船橋様のお心に背くし、船橋様の大勢に従えば、観願様にすまないことになるし、 それゆえ黙ってお席を抜けてきたが、実はお二方もにお顔の立つよ。今宵は改めて、吉野様が皆様をお客として迎え、自分のお部屋へお招きしたいという心組み。どうぞそのお気持ちを組んであげて、もうしばらくお帰りをお伸ばしくださいませ。こう聞いてみると、無限に断って帰るのも、 なんだか恐竜に思われるだろうし、吉野が主人となって、自分たちを招くという心意気にも、別な環境がそそられないこともない。行ってみようか。せっかく太夫がそういうものを。そこで、カムロ屋引舟に案内されてついて行くと、庭先へひなびた藁草履を五名分揃える。柔らかな春の雪は、 その人々のわら通りで、後も残さず踏まれてゆく。武蔵を除く以外の者は、すぐその趣向に、はは、招、ま、きは茶だな、と想像していた。吉野が茶の道に、たしなみの深いことは、今更のことではない。また、こういう後で、一晩の薄茶も、悪くない、などと思いながら行くと、 やがて、茶室のそばも素通りして、どうやら裏庭のずっと奥の風情もない二十歳まで来てしまった。やや不安になって、これこれ、一体マロたちをどこへ連れて行くのじゃ。ここはクワ畑ではないか。三つ弘が咎めた。すると引き船は、ほほほ、クワ畑ではございませぬ。春の末には、毎年ここで、 皆様が将棋でお遊びになる、ボタン畑でございまする。しかし、光広の不協げな顔は、寒さと合わせて、いとど苦苦しく。桑畑であろうと、ボタン畑であろうと、こういう気が降り積もって、症状としたありさまでは同じことじゃ。吉野あまろたちに、風をひかせる趣向か恐れ入りました。その吉野様は先ほどから、 そこでお待ち受けでございます。どうぞ、あれまでお拾いよ。見れば、畑の隅に、一軒のかやぶき屋根が見える。この六畳の里が、まだ開けないうちからあったような、純然たる百姓屋だった。もちろん、後ろは冬子立ちに囲まれていて、大木屋の人工的な庭とは絶縁されているが、大木屋の地内であることは間違いない。 さあ、こちらへ。引き船は、すすで黒くなっている底の土間へ入って、一度を導き入れ。お越しでござりまする、と、奥へ告げる。ようこそ、さあ、ご遠慮のう。吉野の声が、障子のうちで聞こえ、その障子に、どの日が、赤々と映っていた。まるで、 都を遠く離れてでも来たような。と、人々は、土間先の壁にかけてある、見の傘など見回しつつ、そも吉野太夫が、どんな停止ぶりでもてなすことやらと、順に部屋へ入っていった。ボタンを焚く。一。朝木無事の着物に、 黒術の帯を締め、髪もつつましやかな女房を曲げに言い直し、薄化粧して、吉野は客を迎え入れた。ほう,う、これは、またあでやかな。と、一同は彼女の姿を見ていった。金病銀色の前に、桃山縫いの打ちかけを着、玉虫色の唇を、 炎然と孤児している時の吉野太夫よりも、このくすんだ百姓屋の壁とろのそばで、あっさりと浅ぎも木綿を着ている彼女の方が、百倍も美しく見えたのであった。うーん、これはまた、がらりと気が変わってよい。あまり物を褒めない醤油も、ちょっと毒舌を封じられた体である。敷物も、 わざと用ちいず、吉野はただ、田舎のそばへ一道を生じて。ご覧の通りな山賀のこと、何も伺いはできませぬが、雪の夜の地層には、地図の尾から腐舎危険に至るまで、火にまさる地層はないかと存じまして、このように、焚き火の支度だけは、たくさんにしておきました。世もすがら、 語り明かそうとも、きぎだけは、蜂の木をくべずとも、尽きる気遣いはございませぬゆえ、お心安く、おあたりくださいまし。という、なるほど。寒いところを歩かせてきて、ここでほたびに当たらせる。地層というのは、そういう趣向であったのかと、光悦も頷き、昭悠や、光弘や、あんも膝をくつろぎ、 めい,めいが、ろのほたびに手をかざしていると、さ、そちらのお方も、と、吉野が少し席を分けて、後ろにいる武蔵を目で招いた。かくなどろ六人して囲むので、自然るやかではありえない。武蔵はさっきから、広くちぎにかしこまっていた。日本の民衆の中では今、 太公秀吉や大御所の名についで、初代吉野の共鳴は鳴り響いていた。出雲の奥によりも高級な女性として敬愛を持っていたし、大阪城の淀君よりも彩色があって親しみもあるという点でずっと有名だった。だから彼女に接するものは買う客の方が買い手どもと呼ばれ、 ょ食を売る彼女の方は、太夫様、と、称されていた。風呂に入るにも、七人のじ女に、湯を汲ませ、爪を切るにも、二人の引きねをはべらせている、という生活なども、金ね,ね聞いていたことである。けれど、そういう有名な女性を相手にして遊んでいる光悦やゆ友や、光ろなどの、ここにいるかい手どもは、 一体何がこれで面白いのだろうか。武蔵にはいくら眺めていてもまるでわからなかった。しかしその面白そうでもない遊びのうちにも客の作法とか女性の礼儀とか双方の心意気とかいうようなものは厳然とあるらしいので、まるで不ってな武蔵は勢い固くなっているほかなくことに 死噴の世界には初めて足を踏み入れたことでもあり、吉野の名簿にちらといられても顔が熱くなって胸の鼓動も怪しげになるのだった。なぜあなただけそうご遠慮なさるのですかここへおいでなされませ。吉野に幾度も言われて、お、では。おどおどと武蔵は、 彼女のそばへ座をしめ、一同に習って、ぎこちなく両手を、炉へかざした。彼が自分のそばへ座るうに、吉野は彼のたもとの端をちらりと見ていたが、やがて人々が話に興じて紛れ出したところを見計らい、そっと返しを持って、武蔵のたもとの端を、それで絞るように拭いていた。あ、恐れ入ります。 武蔵が済ましていれば誰も気づかなかったのに、彼が自分のたもとを覗いてこう礼を言ったので、皆の目がふと吉野の手へ移った。彼女の手にたたまれた返しには、べっとりと赤いものが拭き取られていた。光尋は目をそば立てて、いや、死ではないか、と口走った。吉野は微笑んで、 いいえ、ひぼたんのひとひらでございましょう、と、すましていた。二、めいめいが、ひとつずつ、さかずきをもって、好む程度に、それを愛し合っていた。ロにモえるほたびは、炉を囲んでいる六名の表へ、柔らかなめいめつとなって揺らぎ、外の雪を忍びながら、 その炎を見つめ合って、皆、目視に吹けっているのであった。ほとの火が乏しくなると、吉野は、傍らの、かごのようなものの中から、一尺ほどに揃えて切ってある、細い薪を取って、くべたした。ふと、そのうちに人々は、彼女のくべている、細い枯れ木が、ただの松巻や、雑木のようでなく、 まことによく燃える木であることに気づいた。いや、燃えのよいばかりでなく、その炎の色が、実に美しいのに見惚れてしまった。おやこの薪は、と、誰かが注意はしていたが、誰もが皆、黙っているのは、その炎の麗しさに、甲骨と、心を奪われていたからであろう。わずか四五本の細い薪で、 部屋中は白昼食になっていた。その薪から立つ柔らかな炎は、ちょうど白ボタンの風に吹かれているようで、時折紫金色の光と先光な炎とが入り混じって、メラメラと燃え狂うのであった。という、ついに一人が口を開いて、そのたが食えておるその薪の、 それは一体何の木じゃただのホタとも思えぬが。光弘がこう尋ね出した時は、その光弘も他の人々も何やらにおわしいものがこの暖かい部屋いっぱいに立ち込めているのを感じ出していたのである。それも確かにこの木の燃える匂いらしかった。ボタンの木でございます。と、吉野は言った。え、え ボタンこれは誰しも意外らしかった。ボタンといえば草花のように思っているので、こんな負けになるほどな木があろうかと疑えてくるのだった。吉野はくべかけた一枝を光宏の手に渡して、ご老じませ、という。光宏はそれをゆうや光悦の目にも示して、なるほど。 これはボタンの、これはボタンの枝だ。道理で。と、うめいた。そこで、吉野が説明して言うには、この大木屋の囲いの中にあるボタン畑は、大木屋の立つよりもずっと以前からあるもので、百年以上も経ったボタンの古株がたくさんある。その古株から新しい花を咲かせるには、毎年、 冬にかかる頃、虫のついた古株を切って、新芽の育つように剪定してやる。薪はその時にできるのであるが、もちろん雑木のようにたくさんはできない。これを短く切って炉にくべてみると、炎は柔らかいし、目には美しいし、また、まぶたにしみる毛振りもなく、くんくんと良い香りさえする。さすがに、 花の王者と言われるだけあって、枯れ木となって薪にされても、ただの雑木とは、この通り違うところを見ると、質の進化というものは、植物でも人間でも争えないもので、生きている間の花は咲かせても、死してから後まで、このボタンの薪ぐらいな進化を持っている人間が、どれほどありましょうか。と、吉野は話をあって、 そういう私なども、生きている間は愚か、ほんの若いうちだけ見られて枯れて、あとは匂いもない、白骨になる花ですけれど、と、寂しげに微笑んだ。三、ボタンの火は、しらじらと燃え盛り、土辺の人々は、吹ける夜を、つい忘れていた。何もありませんが、 ここに奈だの名刺とボタンの巻きだけは夜が尽きても尽きないほどございますから。という吉野のもてなしぶりに人々はすっかり満足して、何もないどころか、これは王者のおごりにもまさる。と、どんな贅沢ごとにもあいている灰や醤油すらが神妙に感嘆してしまう。その代わりに、なんぞ、 後の思い出となるように、これ一筆ずつお残しくださいませ。と、吉野が硯を寄せて筆を下ろしている間に、カムは次の部屋へ盲線を述べ、そこへ投資を広げていった。たくわんぼ太夫がせっかくの求めじゃ、なんぞ書いて使わされい。光広が吉野に代わって促すと、たくわんはずきながら、 まず、光悦殿から、と言った。光悦は、黙って髪の前へ膝を進め、ボタンの花を一輪描いた。あんはその上に、色かなき見よば、何かはおしままし、惜しむ花さえ散りてゆくように。彼が歌を描いたので、光弘は、わざと詩を描いた。その詩は、ボーリー、 山、我を見る。冠中、我、山を見る。愛見れど、愛似たるにあらず。某は、すべて、冠に及ばず。という、大文孔の詩であった。吉野も勧められて、拓腕の歌の少し下へ。咲きつつも、何やら花の寂しきは、ちりなんがと、思う心か。 素直に書いて筆を置いた。ゆうと武蔵とは黙って見ていただけである。悪じいして無理に筆を持たせる者などがいなかったのは武蔵にとっては幸いであった。そのうちにゆうは次の間の床脇に一面の琵琶が立てかけてあるのを見つけ、吉野に琵琶を所望した。彼女の断じる一曲を聞いて、 それを潮に、今夜の三回としようではないか、と定義する。人々が、それこそぜひに、と求めると、吉野は悪びれぬ体ですぐ琵琶を抱えた。それが、芸のあるのを誇るという風でもないし、また、芸がありながら、広く健をぶるといったような嫌味でもなかった。いかにも、 素直なのである。どを離れて、次の間の、ほの暗い畳の中ほどに、彼女は、琵琶を抱いて座った。土辺の人々は、心を澄まして、彼女の引く平家の一節に沈黙していた。どの炎が衰えて、暗くなりかけても、土へ薪をくべたすことを、誰も皆忘れて、聞き惚れていた。 四弦の細やかな音階がつとして、急調になり波長に変わってくるかと思うと、消えかけていた炉の火もにわかに炎を上げて、人々の心を遠くから近くへ呼び戻した。曲が終わると吉野は、ふつつかな技を、と、微笑しながら、琵琶を置いて元の席へ戻ってきた。 それを潮に、みんな牢立って帰りかけた。武蔵はもちろん、空虚から救われたように、ほっとした顔つきで、誰よりも先に土間へ降りていた。吉野は、彼を除いた以外の客へはみな、いちいち帰りの挨拶を交わしたが、武蔵にだけは何も言わなかった。そして、他の人々について、武蔵も一緒に、 そこから戻ろうとすると、吉野は彼のたもとをそっと捉えて、武蔵様、あなたはここへお泊まりなさいませ。なんとの、今夜はお返し申しとうございませぬ、ね、と囁いた。四、武蔵は処女のように顔をあからめた。聞こえないふりを装っても、どぎまぎして、 答えに困っている様子が、そばの人たちの目にも見えた。ねよろしいのでございましょうこのお方を、乙女申しても。吉野は、昭友へ向かって、今度はそう聞いた。昭友は、おいともよいとも、担当かわいがってやってくだされ。わしらが無下に連れ戻る筋合いはない。のう、光悦殿。武蔵は慌てて、 吉野の手を振り払い。いや、私も帰ります。光悦殿とご一緒に。との外へ、無理に出ようとすると、どういう考えか光悦までが。武蔵殿。まあそうおっしゃらずに。今夜はここへお泊まりになって、明日良い潮にお引き上げになってはいかがですか。太夫もせっかく、ああ言って心配しているのですから。 一緒になって彼一人をここへ残していこうとするのである。遊びの世界にも女性というものにも全く無ぶな未経験者を一人ぼっち残しておいて、後で笑いの種にしようというこの大人たちの計画的な悪じゃれではないかと武蔵は邪水してみたが、吉野や光悦の真面目な顔を見ると、 決してそんなザレ事とも思えない。もっとも、吉野と光悦以外の人たちは、武蔵が困っている帝を強がって、日本随一の過も物よ、とか、わしが身代わりになってもよいが、などとからかったりしていたが、やがてその人々のザレ口も、裏かき根の門から駆け込んできた一人の男の言葉に冗談口を塞がれて、 さては、と、今らのように気づいたことであった。ここへかけてきた男は、吉野の言いつけを受けて、車の外へ、様子を探りに行ってきた、大木屋の雇い人であった。いつの間に、吉野がそんな周到な気配りを働かせていたのかと、人々は驚いていたが、光悦だけは、昼間から、武蔵と行動を共にしていたし、また、 吉野がさっき、炉のそばで、武蔵のたもとについていた、血をそっと拭き取ってやっていたときに、すべてを察知していたらしかった。他のお方はともかく、武蔵様だけは、うかつに車の外へ出られませんぞ。と、探ってきたその男は、息を弾ませて、吉野太夫へも、他の人々へも、目撃してきた事実を、 多少誇張しているのではないかと思われるくらいな口ぶりで告げるのであった。もうこの里の門は一方口しか開いておりません。その草門を挟んで、阿弥ヶ笠茶屋のあたりにも、あれから柳並木の物陰にも、すごい身支度をしたお武家たちが、目を光らせ、あっちこっちに五人、十人ぐらいずつ、黒々と固まって立っています。それがみんな、 市場の吉岡道場の門人だと言って、あの近所の酒屋でも、あきんど屋でも、今に何が起こるのかと、うおろして震えているんで。いや、もうお大変なことですよ。何でも黒ロから馬場の方にかけて、百名ぐらいは来ているだろうという噂ですぜ。その報告する男が、ガチガチと、奥歯を震わせて言うことであるから、話半分として聞いても、 事態の容易でないことは争えなかった。ご苦労だった。もう良いからお休み。その男を退けると、吉野はまた武蔵へ行った。今のようなことを聞けば、あなたは余計に卑怯者と言われたくないと思い、死んでも帰るとおっしゃるかもしれませんが、そんな流行り際やめてくださいませ。今夜、卑怯者と言われても、 明日卑怯者でなければ良いではございませんか。まして今夜はお遊びに来たはずでございましょう。遊ぶときは遊びきるのがむしろ男のゆとりというものではございますまいか。相手方はあなたの帰るのを待ち受けて闇討ちにしようとしているので、それを避けたからといって何の治れでもありませぬ。そこへ進んでぶつかってゆくのは かえって資料のないものと言われるばかりか、この車でも迷惑をしますし、ご一緒に出れば、お連れの方々にも巻き添えを受けて、どんなお怪我のない限りもございません。そこをお考え遊ばして、今夜は、この吉野に、あなたのお体を預けてくださいませ。吉野がきっとお預かりいたしましたほどに、皆様には、途中を気をつけて、 お引き上げくださいますように。断言。一。もうこの世界でも起きているうちはないらしい。ばったりと喧嘩の根も病んでしまった。牛蜜の告げはさっき鳴ったように思う。一道が引き上げてからでもやや一時余りは経つ。 そのまま、用件を待つつもりなのか、武蔵はぽつねんと、土間の上がりがまちに腰をかけていた。ただ一人、トリコにでもなっているようにである。吉野は、客がいた時も、去ってしまった今も、同じように同じ位置に座って、炉へ、牡丹の木をくべていた。そこではおさむうございましょうに。 ろえ、露へおよりなされませ。この言葉は、彼女の口から、幾度も繰り返されて言われたが、武蔵はその都度、お構いなく、先へお休みください。夜が明け次第に、拙者は、自由に帰りますから。と、孤児するばかりで、吉野の顔を、よく見ないのである。二人きりになると、吉野もまた、 なんとなく、はにかみがちになって、口も重くなった。異性を異性と感じるようでは、形成の務めはできまいが、などという考えは、安女郎の世界だけを知って、松の位の太夫というものの、育ちもしつけも知らない、低いい手どもの常識である。とはいえ、明日にゆうべに、 異性を見ている吉野と武蔵とでは、比較にならないほどな相違はある。実際の年齢から言っても、吉野の方が武蔵より一つか二つ上かもしれないが、上智の見分やそれを感じたり分けまいたりしていることでは、当然彼女の方が遥かに年上の姉と言える。しかし、そうした彼女にしても、 たった二人きりな深夜の相手が自分の顔を見るのもまばゆそうにときめきを抑えてじっとそこに固くなっていると自分も共に乙女心に帰って相手のものと同じようなうぶなときめきを覚えるのだった。わけを知らない引く船とカムロはさっきここを出ていく前に次の部屋へ大名の姫君でも伏せるような 豪奢な夜のものを敷いていった。シュス枕に下がっている金の鈴が、このぐらいネアの気配のうちに光っていた。それもまた、二人のくつろぎをかえって邪魔していた。時折、屋根の雪や小杖の雪が落ちて、ドサッと地響きが耳を驚かせた。塀の上から、 人間でも飛び降りたように、その音は大きく聞こえるのであった。吉野は、そっと武蔵を見た。武蔵の影は、その度に、ハリネズミのように千切れ膨らむかと見えた。瞳は、鷹のように澄み切っている。神経は、髪の毛の先まで働いているのだ。何者にもあれ、そんな時、彼の体に触れるものは、 皆、切れてしまわずにはいないであろうと思われた。吉野は、何かしら、ぞっとしてきた。夜明け近くの寒さは、骨の髄まで染みる。しかし、それとは違う旋律である。そういう旋律と、異性へ打つときめきと、二つの血の音が、沈黙の底を、こもこもにかけていた。その二人の間に、 ボタンの火は、あくまで燃え続けているのである。そして、彼女がその火の上にかけた釜の口から、やがて、松風がたぎり出すと、吉野の心はいつもの落ち着きに帰って、静かに茶の手前にかかっていた。もう、ほどなく、夜も明けましょう。武蔵様、一服上がって、こちらで、 てなりとおあぶりなされませ。二。ありがとう。言葉だけで、ちょっとえしゃくしたまま、武蔵は依然と背を向けていた。どうぞ、と、進める方の吉野も、これ以上は、くどくも当たるので、ついにはまた、黙ってしまう他はない。せっかく、心を込めて立てた茶も、 福祉の上で冷えてしまう。吉野は、ふと腹を立てたのか、それとも、吉なき田舎者に、無用のことをと考えたのか、福祉を引いて、茶碗の茶を傍らのぼ星へ捨ててしまった。そしてじっと、哀れむような目を武蔵へ向けた。相変わらず、武蔵の姿は、背中から見ても、体中を、 鉄の鎧で固めているように、一部の隙も見えなかった。もし、武蔵様何ですかあなたはそうやって、誰に備えているのですか誰にではない。自震の油断を戒しめている。敵には、もとよりのことそれでは、もしここへ、吉岡様の門人衆が、 大勢して、どっと寄せてきたときには、あなたは立ちどころに、切られてしまうに違いない。私には、そう思えてなりませぬ。なんという、お気の毒なお方であろう。武蔵様女の私には、標法などという道はわかりませぬが、宵いの頃から、あなたの所作や、眼差しをうかがっていると、 今にも切られて死ぬ人のように見えてならないのです。いわば、あなたの表には、思想が満ちていると言って良いかもしれません。一体、武者修行とか、標法者とか言って、世に立ってゆくお方が、大勢の刃を前に控えながら、そんなことで良いものでございましょうかそんなことでも、人に勝てるものでございまするか なじるように、ヨシノがこう畳みかけて、言葉の上で彼を貧殺したばかりでなく、その昇進さを下げすむように微笑んでいったので。何武蔵はドマから足を上げて、彼女の座っている路前にピタと座り直した。ヨシど殿、この武蔵を未熟者だと笑うたな。お怒りなされましたか 言うたものが女だ。怒りもせぬが、拙者の所作が今にも切られる人間に見えてならぬとは、どういうわけか。怒らぬとは言いながら、武蔵の目は、決して生やさしい光ではなかった。こうして夜明けを待っていても、自分を包む吉岡門の呪祖や、柵や、刃物を増している気配は、全身に感じている武蔵であった。 それは何も、吉野が探りにやって知らせてくれないでも、その前から、あらかじめ彼自身は、覚悟に持っていたことである。連下王院の境内から、あのまま他へ姿を隠すことも考えないでもなかったが、それでは、連れの光悦へ比例に当たるし、また、株ムの林屋へ帰ってくるといった言葉が嘘になる。 同時に、吉岡方の仕返しを恐れて姿を隠したとさ、悟されては、侵害とも考えたりして、再び大木屋へ戻って、何のこともなかったように、あの人々と同席していたのだった。それは武蔵として、かなり苦痛な辛抱でもあったし、自分の余裕を示していたつもりであったのに、なんで吉野は、 その間の自分の虚子を眺めて、未熟だと笑うのか、思想が表に見えるような、と、ののしるのか。形成のザレ口ならば、とがめるまでもないが、何か心得があっていうことならば、これも、聞き捨てにならないことと、彼は思う。たとえ今、この家を包む、剣の林の中であっても、開き直って、その訳を、 問い極めて見なければならないと、思わず、新卒な目を輝かせて、武蔵は、きつくなじったのであった。三。ただの目ではない。そのまま、刀の先へつけてもいい目が、じーっと、吉野の白い顔を静止して、彼女の答えを、待っているのである。とはむれか。 容易に開かない口へ、武蔵がこう少し激しかかると、吉野は、消していたエクボをまたちらと見せ。何の、にこやかに、かぶりを振って。仮そめにも、兵法者の武蔵様へ、今のような言葉、なんでざれごとに申しましょうか。では聞かせ。どうして拙者の身が、そなたの目には、すぐ敵に切られそうなと。 そんな脆い未熟な体に見えるのかその訳を。それほどお尋ねならば申してみましょう。武蔵様あなたは戦国、吉野が皆様へのおなぐさみに弾いた琵琶の音を聞いておいで遊ばしましたか琵琶あれと拙者の身と何の関わりがあるお尋ねしたのが愚かでした。終始何者かへ。 張り詰めていたあなたのお耳には、あの一曲のうちに奏でられた細やかな音のいろいろも、おそらくお聞き分けはなかったかもしれません。いや、聞いていた。それほどうつつにはおらぬ。では、あの、大弦、中弦、正弦、有弦の、わずか四つしかない糸から、どうしてあのように強い調子や、緩やかな調子や、様々な音色が、 自由自在になり出るのでしょうかそこまでお聞き分けなさいましたかいらぬことであろう。拙者はただ、そなたの語る平曲のゆえを聞いていただけのこと。それ以上、何を聞こう大せの通りです。それで良いのでございますが、私は、今ここで、ビワを一個の人間として、例えてみたいのでございます。で、 ざっとお考えなされても、わずか四つの糸と板の道とから、あのように数多い根が成り出るというのは不思議なことでございませんかその千篇万化の恩恵を、負の名で申し上げるよりも、あなたもご存知でございましょう白楽天の琵琶孔という詩のうちに、ビアの音色がよく形容されてありました。 それは、吉野は、細い眉をちょっと潜めながら、詩を歌う不死でもなく、そうかといって、ただの言葉でもない訂正で、大言は曹操、旧勿のごとく、証言は節節、死後のごとし、曹操節節、作雑に断ずれば、大樹小樹、玉盤に落つ。カンカンたる黄金家庭に滑らか、 優越、川流、水、丹を下る。水仙霊獣、言、行絶し、行絶して通ぜず、声、しばしやむ。別に優秀、暗魂の正ずるあり、この時声なきは、声あるに勝る。銀平、たちまち破れて、水晶、ほとばしり、鉄器、突出して、 どうそうなる。曲をわってバチを収め、胸に当てて隠す。四弦一世、劣白のごとし。このように、一面の琵琶が、様々な音を生みまする。私は、カムロの頃から、琵琶の体が、不思議で不思議でなりませんでした。そしてついには、自分で琵琶を壊し、 また自分でビワを作ってみたりするうちに、愚かな私にも、とうとうビワの体の内にある、ビワの心を見つけました。そこで言葉を切ると、吉野はそっと立って、さっき引いたビワを抱えてきて、再びそこへ座った。エビを軽く持って、武蔵と自分の間に、それを立てて眺めやりながら。不思議な音色も。 この板の体を割って、ビワの心を覗いてみると、何の不思議でもないことがわかりまする。それを、あなたへお目にかけましょう。なぎなたの俺でもあるような細いなたが、彼女のしなやかな手に振り上げられた。あっと、武蔵が息を飲む間に、早やそのなたの葉は、ビワの小葉へ深く入っていた。 けさいたのあたりからクワどうの下まで、ちょ々と身ち、身内、う内、血の出るようなお音だった。むさしは自分の骨へ、なたをくわえられたような痛みを覚えた。しかし、よしのはおしげもなく、見る間に、びわの体を、縦に裂いてしまっていた。四。ご老じませ。 ヨシは、なたを後ろへ隠すと、もうさりげない微笑みを浮かべて、武蔵へ行った。生々しい木肌を剥き出して、裂かれた琵琶の銅は、銅の中の構造を、明らさまに日の下にさらしている。武蔵は、それとヨシの表とを見比べて、この女性のどこに、今のような激しい気象があるのかと疑った。 武蔵の頭には、まだ今のなたの音が消え去らないで、どこかが痛いようにうずいているのに、吉野の方は赤くもなっていなかった。この通り、琵琶の中は、うつろも同じでございましょうが。では、あの様々な根の変化は、どこから起こるのかと思いますと、この銅の中に渡してある、 横木一つでございまする。この横木こそ、微和の体を持ち支えている骨であり、像でもあり、芯でもありまする。なれど、この横木とても、ただ頑丈に、まっすぐに、銅を張りしめているだけでは、何の曲もございません。その変化を生むために、横木には、このようにわざと、抑用の波を、 削りつけてあるのでございまする。ところが、それでもまだ、真の音色というものは出てまいりません。真の音色は、どこからといえば、この横木の両端の力を、程よくそぎ取ってある、緩みから生まれてくるのでございまする。私が、粗末ながら、この一面の琵琶を裂いて、あなたにわかっていただきたいと思う点は、つまり、 私たち人間の生きていく心構えも、このビワと似たものではなかろうかと思うことでござりまする。武蔵の瞳は、ビワの胴から動かなかった。それくらいなこと、誰でもわかりきっていることのようで、実はなかなか、ビワの横ぎほども、お腹に据えていられないのが人間でございますまいか 四弦に一鉢打てば、闘争もなり、雲も避けるような、あの強い調子を生む銅の内には、こうした横着の緩みと締まりとが、ほどよく加減されてあるのを見て、私はある時、これを人の日常として、しみじみ思い当たったことがあったのでございまする。そのことをふと、今宵のあなたの身の上に、 寄せて考え合わせてみると。ああ。これは危ういお人。張り締まっているだけで、緩みといっては微塵もない。もし、こういう琵琶があったとして、それへチを当てるとしたら、音の自由とか、変化はもとよりなく、無理に引けば、きっと糸は切れ、銅は避けてしまうであろうに。こう私は、失礼ながら。 あなたのご様子を見て、密かにお案じ申していたわけなのでござりまする。決して、ただ足ざまに申したり、ざれ口をもてあそんだ次第ではありません。どうぞおこがまし、い、女の取り越し苦労と、お聞き流しくださいませ。鳥の声が、遠くでしていた。戸の隙間から、雪のために、強い朝の日が、もう、 刺していたのである。白い木くずと切れた四弦の残骸を見つめたまま、武蔵は鳥の声も耳に覚えなかった。どの隙間から日の光が刺していたのにも気づかなかった。お、いつの間にか。吉野は夜明けを惜しむように炉の火へ薪きを足そうとしたが、 ボタンの木は、もう、なかった。塔を開ける物音や、小鳥のさえずりや、朝の気配が遠い世間のように聞こえる。けれど吉野は、いつまでも、ここの雨戸を開けようとはしない。ボタンの木はなくなっても、彼女の血は、まだ、暖かだった。カムロや引船も、彼女が呼ばないうちは、 ここの戸を無断で開けて入ってくるはずもなかった。春を病む人。一。慌ただしく溶け去った春の雪であった。おとといの降りはもう跡形もない。急に強く感じられる日に今日は綿のものは肌から皆捨ててしまいたくなった。 ぬるい風に乗って、春は一山に駆けつけてきたかのように、すべての植物の目を鮮やかに膨らませていた。頼もう、おの申す。背までぬかるみの羽を上げている若い旅の全坊主だった。カラス丸家の玄関に立ち、さっきから大声でこう申し入れていたが、 出てくるものがないので、雑誌部屋の外へ回り、そこの窓から背伸びして覗いていると、なんだえ、おばさん。後ろから言う少年があった。全坊図は振り向いたが、お前こそ何者だ。と、問いたげな目をして、その期待な風景の子供を見守った。カラスマル・ミスヒロ教の館の中に、 どうしてこんなわらべがいるのか、その不調和に目を見張ったのであろう。全坊図は変な顔したまま、じろじろと、上太郎の姿ばかり見ていて、ものを言わないのである。相変わらず、長い木剣を腰に横たえ、何を入れているのか、懐を大きく膨らませて、その上を、上太郎は手で押さえながら。おばさん。 おせまいをもらうなら、台所の方へ回らなければダメだよ。裏門を知らないのかいと言った。おせまい、そんなものをいただきに来たのじゃない。若い全坊主は、自分の胸にかけている不箱を目で示し、わしは、先週の南曹寺のものだが、この親方へ来ている、周宝宅安のへ、急なご書面をお届けするために出てきたのだ。 お前は、お台所へ出入りの小僧か。おいらかおいらは、ここに泊まっているものだよ。たくあん様と同じお客様なんだ。ほう、そうか。しからば、たくあん殿へ告げてくれぬか。贈り元の田島から、自中へ当てて、何か下級なお手紙が参りましたゆえ、南宗寺の者が、持って伺いましたと。じゃあ、待っといで。今、たくあんさんを呼んできてやるから。 上太郎は玄関へ飛び上がった。汚いかかとの跡が色台にべたべた残る。そこのついたての足につまずいたはずみに、彼が手で押さえていた懐の中から、小さいみかんがいくつも転がり出した。慌ててみかんをかき集め、上太郎は往来を飛ぶように奥へかけていった。ややしばらく経って、 彼はまた、そこへ戻ってきて、なよ、と、待っている、南曹寺の使いへ行った。いるかと思ったら、今日は朝から、大徳寺へ行ったんだとさ。お帰りは、わかりませんかもう帰ってくるだろうでは、待たせておいてもらいます。どこか、お邪魔にならないお部屋はありませんかあるよ。上太郎は、外へ出てきた。 この館のことなら何でもわきまえているように心笑顔して先に歩き、おばさん、この中で待っているといいよ。ここの中なら邪魔にならないから、と牛小屋へ案内した。わらだの、車のわだの、牛の踏んだのがいっぱいに散らかっている。南層時の使いは驚いた顔したが、上太郎はもう客を置いてあなたへ駆け出していた。 広い庭内を庭伝いに走り、西の奥の日当たりの良い一間を覗いて、お通さん、みかん買ってきたよ、と叫んだ。二、薬を飲んでいるし、手当ても十分なはずなのに、どうしたのか、今度の熱は下がらない。したがって、食欲がなかった。自分の表へ手が触れるたびに、 お通は、ああ、こんなに痩せて、と、ふと驚く。病気というような病気は、自分でもないと信じているし、見舞ってくれた、カラスマル家の医師も、心配はないと保証していたが、どうしてこう痩せてしまうのかしら。そこについ、神経質な悩みと熱が絡む。しきりに口が乾くので、みかんが食べたい。 ふと漏らしたところ、この数日来、何にも食べないでいる彼女の容体を、ひどく心配していた上太郎は、みかんと、問い返すと、早速、それを取りに、さっきここを出て行ったのであった。台所の役人に聞いたところが、みかんなどは、親方にもないという。それから外へ出て、 青物店だの、食べ物屋を見て歩いたが、どこにもみかんはなかった。京極の腹に位置が立っていた。彼はそこへも行って、みかんはないか、みかんはないか、と探し歩いたが、絹糸だの,だの、木綿だの、油だの、毛皮だの、そんな店ばかり出ていて、みかんなど一つだって見つからなかった。 上太郎はどうかして、彼女の食べたいというみかんを手に入れたいと思った。よその屋敷の塀の上にたまたまそのみかんがあったと思って、盗んでも欲しい気がして寄ってみると、それは代々であったり、食べられないカリンの実であった。京都の町を半分も探して歩いた。すると、 あるおやしろの拝殿に、そのみかんが見つかった。いもだの、人参んんだのと一緒に、三方に乗って、神前に上がっていたのである。上太郎は、みかんだけ、懐に詰め込んで、逃げてきたのだった。後ろから神様が、どろぼう,どろぼうと、追いかけてくるような気持ちがした。上太郎はそれが怖くなって、 私は食べませんから、バチを当てないでください。と、カラスまる家の門の中へ逃げ込むまで、胸の中で謝っていた。けれど、お通には、そんなことは話せない。枕元へ座って、海中のみかんを出して、一つずつ並べてみせ、そのうちの一個を取って早速、お通さん、まあ、そうだぜ。食べてごらん。 皮を剥いて、彼女の手に持たせてやると、お通は何か強い感情に疲れたと見え、顔を横に隠したまま、みかんは食べようともしないのであった。どうしたのさ上太郎はその顔を覗き込んだ。とうようにお通は余計に枕へ顔をうずめてしまい。どうもしやしない。どうもしやしない。と言った。 上太郎は下打ちして、まあ、た泣き虫が始まったね。喜ぶかと思ってみかんを買ってきたら泣いちまうんだもの。つまらねえな。ごめんよ、上太さん。食べないのえ後で。ういたのだけ食べてみなよ。ね。食べてみればきっと美味しいよ。美味しいでしょ。上太郎さんの気持ちだけでも。だけど、食べ物を見ると。 もう口へ入れる気にならないんです。もったいないけれど。泣くからさ、何がそんなに悲しいのタ太郎さんが、あんまり親切にしてくれるから、嬉しくって。泣いちゃ嫌だな。おいらも泣きたくなっちまうわ。もう泣かない。堪忍してね。じゃあ、それ食べてくれる何か食べないと死んじまうぜ。私、トでいただきます。 ジョタさんを食べおいらは食べない神様の目を恐れて、ジョータロはそう言いながら、縄唾を飲んだ。三。いつもジョタさん、みかんは好きじゃないの好きだけれど、どうして今日は食べないのどうしてでも。私が食べないからえおじゃあ、私も食べるから。 ジョタさんもお上がりおつうは顔を仰向けに直して、細い指で、みかんの袋の筋を取っている。ジョータロウは困った顔して。本当はね、おつうさん。おいら途中でもうたくさん食べてきたんだよ。そう乾いている口へ、みかんの一さを含みながら、おつうはうつつのように言った。たくあんさんは今日は、 大徳寺へ行ったんだって。おととい、あんさんは、よその家で、武蔵様に会ったんですってね。おお聞いたえその時、あんさんは、私がここにいることを、武蔵様へ、話したかしら話したろと。そのうちに、武蔵様をここへ呼んでやると、あんさんは、私におっしゃったけれど、ジョータさんには、何にも言っていなかった おいらには何にもそんなことは言わないよ。忘れているのかしら。帰ってきたらそう言ってみよっかええ。と、彼女は初めてニコと枕の上から笑みを向けて。だけど、聞くなら私がいないところでね。お通さんの前で聞いちゃいけないの決まりが悪いから、そんなことないさ。でも、タクアンさんは、 私の病気を、武蔵病だなんて言うんだもの。あら、いつの間にか食べちゃったぞ。何みかんもう一つ食べないもうたくさん、美味しかったわ。きっと、これから何でも食べられるよ。こんな時に武蔵様が来れば、きっとすぐ起きられてしまえるんだかな。ジョさんまで、そんなことを言って。ジョ郎とこんな話をしているうちは、 熱も体の痛さも忘れている彼女であった。そこへ、カラスマル家の小侍が、ジョータ殿、いますかと、縁の外から言う。はい、おります。答えると、タクアン殿があちらでお呼びです。すぐおいでなさい。と、告げて去った。おやタクアンさん、帰ってきたのかしら行ってごらんなさい。 おつうさん、寂しくないいいえ。じゃあ、用が済んだら、すぐ来るからね。枕元を立ちかけると、ちょうたさん、あのこと、忘れずに聞いてね。あのことってもう忘れたのあ、ああ、武蔵様が、いつここへ来るのかって、それを催促することだね。おつうの痩せている方に、赤い血がかすかに刺した。その顔を、 ヤグの襟で半分隠しながら。いいこと忘れてはダメですよ。きっとね。きっと聞いてね。と念を押した。四。タクアンは、光宏の今へ来て、光宏と何か話しているおりだった。そこの襖を開けて、タクアンさん、何か用上太郎が後ろに立つと、 まあ,あ、座りなさい。と、あんがいい。光つ弘は、上太郎の武作法を、許している目元で、ニヤニヤ眺めていた。そばへ座るとすぐ、上太郎は、あんへ向かって行った。あのね、あんさんとこへ。先週の何層時から、あんさんみたいな坊さんが、休養の使いに来て待ってるよ。呼んできてあげようか。いや。 そのことなら、今聞いた。もうあったのひどい小僧だと、あの使いがこぼしていたぞ。どうしてはるばる来たものを、牛小屋へ案内して、ここで待って俺と言ったまま、捨ておいたというじゃないか。でもあの人が、自分から、どこか邪魔にならないところへ置いてくれと言ったからさ。三つ弘は、膝を揺すって、ははははは、牛小屋へ入れておいたのか。 それはひどい。と、笑った。しかし、すぐ魔王に帰って。では、お坊には、泉州へ戻らずに、ここからすぐ、田島へご発足あるか。と、あ庵へ向かって聞く。あ庵は頷いて、何分、気がかりな書面の内容であるから、ぜひ、そうしたいと答え。支度と言っても、別段ない身でもあるし、明日と言わずに、 今すぐお別れ申したい、という。二人の話の様子を、上太郎は居ぶかって。あ安さん、旅へ立つの急に国元へ行かねばならぬことになってな。何の用国にいる老母が寝ついて、今度はだいぶ重いという気がかりな知らせだから。あ安さんにも、おっさんがあったのわしだって、木の股から生まれた子ではないよ。 今度はいつ帰ってくるつもり母の様子次第で。すると、困ったな。たくあんさんがいなくなっちゃうと。と、ジ太郎はそこで、お通の気持ちを思いやったり、また彼女と自分の行く先なども考え出して、心細くなったものか。じゃあ、もう、たくあんさんとは会えなくなるのそんなことはない。またきっと会える。 お前たち二人のことは、親方へもようお頼みしてあるから、お通さんもくよくよせずに、早く体を丈夫にするよう、お前も勇気をつけてやってくれ。あの病人は薬よりも、心の力が欲しいのだ。それが、おいらの力ではダメなんだよ。武蔵様が来てくれないと、治らないぜ。困った病人だのう。お前もとんでもないものと、この世の道連れになったものだ。 おとといの晩、あんさんは、どこかで武蔵様に会ったんだろううん。光つ弘と顔を見合わせて、あんは苦笑を流した。どこでと突っ込んで場所を聞かれては困りそうな顔つきであったが、上太郎の質問は、そういう仕様には触れず。武蔵様、いつここへ来るの たくあんさんが、さしさ様を、ここへ呼んでやると言ったもんだから、お通さんは毎日、そればかり待ってるじゃないか。ねえ、たくあんさん、おいらのおうさ様は一体、今、どこにいるのさ。そのところさえわかれば、今すぐにでも、自分で迎えに行きたそうな、じょうたろうの質問であった。うん。あの、むさしのことか。曖昧にこう言ったが、 たくあんも、その武蔵とおつうとを合わせてやろうという、親切を忘れてしまっているわけではさらさらない。今日もそれを心にかけて、大徳寺の帰り道に光悦の家へ立ち寄り、武蔵の在費をずねてみたところ、光悦が困った顔して言うには、どういうものか、おとといの晩以来、武蔵はいまだに大木屋から戻ってこない。 母の妙衆にも案じるので、早く返してくれるように、今も吉野太夫へ手紙を使わして、頼んでやったところです。という、彼の話なのである。五。ほう。では、武蔵とえら言うあの夜の男は、あれきり、吉野太夫のもとから帰って来るのか。光つ弘は聞いて、マノコを見張った。 中場は意外なこととして、中場は軽い嫉妬も手伝って、大行にそう言ったのである。あんは、上太郎の手前、多くを言わなかったが、ただ、あれもやはり平凡な、つまらん人間でしかないと見える。とかく若いうち、天才らしく見えるものほど、行く末、当てにならないものだ。したが、吉野も変わり者じゃな。 どこがようて、あんな汚い武骨者に。吉野にせよ、お通にせよ。女の気心のみは、あんにも下しかねる。わしの目からは、皆等しい病人としか思えぬが、武蔵にもそろそろ人間の春が訪れてきたのでござろう。これからが本当の修行。危ないのは、剣よりは女子の手だが、他人の力でどうなるものではなし。 ほっておくしかあるまいて。ひとりごとのようにつぶやいてから、たくあんは、ふと旅の空へ心を急ぎ、三つ広へ向かって、改めて別れを告げたうえ、なお、当分の間ではあるが、病中のお通と、上太郎の御徒をくれぐれも館に託して、それから間もなく、カラス丸家の門を、ひょうぜんと出て行った。旅を、 朝立つものと決めているのは普通の旅行者のことであって、あんには朝立ちも夕立ちも差したる問題ではないらしい。今もすでに、日足は西に薄づいて、往来の人影にも、のろく通る牛車にも虹色の母愛が差していた。今もすでに、日足は西に薄づいて、往来の人影にも、のろく通る牛車にも、 虹色のボアが差していた。たくあんさんたくあんさんと、しきりに、後から呼びかけて追ってくるものがある。上太郎だなと、たくあんは困ったような顔つきを振り向ける。上太郎は息を切って、彼のたもとを捉え、懸命に訴えた。ょうだから、たくあんさん、もう一度帰って、おつうさんに何度か言っておくれよ。 おつうさんがまた泣き出しちまって、おいらにはどうしていいかわからないんだもの。お前、話したのか、武蔵のことを。だって、聞くから。そしたら、おつうさんが泣き出したというのか。ことによると、おつうさんは死んでしまうかもしれないぜ。どうして死にたそうな顔しているもの。こんなこと言ったよ。もう一度会って死にたい。もう一度会ってから死にたいって。 じゃ死ぬ気遣いない。ほっとけ、ほっとけ。タクあンさん、女しのだよって、どこにいる人そんなこと聞いて、どうするつもりじゃ。お師匠さんは、そこにいるんじゃないか。だって、親方様とタクあンさんが、話していたろお前は、そんなことまでお通さんに喋ったのか。おお<う>それでは、あの泣き虫さんが、死にそうなことを口走るわけじゃ。 わしが戻ってみたところで、にわかにおつうさんの病気を治してやる思案もないから、わしがこう言ったと告げなさい。何というのご飯をお食べって。なんだ、そんなことなら、おいらが一日に百遍も言ってらおう。そうか。それはお前の言う言葉が、そのままおつうさんにとっては無理の名言なのだが、それさえ耳に通らない病人ならば仕方がないから、何もかも正直に言って。 聞かせるのだな。というふうに武蔵は、吉野という形勢にうつつをぬがし、今日で三日も、大木屋から帰ってこぬという。それを見ても、武蔵がお通さんを少しも思っていないことがわかろう。そんな男をしとうて、どうする気じゃと、よく、泣き虫のお通さんに言うてやるがよい。聞くもいまいましげに、上太郎は強くかぶりを振った。 そんなことあるもんか。おいらのお師匠様は、そんな武士じゃない。そんなことを言ったらお通さんは、本当に自分で死んでしまうぞ。なんだい、特安坊主め。お前こそ大バカだ。大馬鹿三太郎だ。毒。叱られたな。ははは。怒ったのか、上太郎。おいらのお師匠様のこと、悪く言うからさ。お通さんのこと、バカだなんて言うからさ。 お前、かわいいつだ。頭を撫でてやると、上太郎は、その頭を動かして、あんの手を振り落とし。もういいよ。拓腕坊主なんか、何も頼まないから。おいら一人で、武蔵様を探してきて、お通さんに会わせてやるからいい。知ってるか何をよ。武蔵のいるところを。知らなくたって、探せば知れない。余計な心配するな。 ゃくなことを言っても、お前には、吉野大うの家は、なかなかわからぬぞ。教えてやろうか頼まない、頼まない。そう、ポンポン当たるな、上太郎。わしじゃとで、お通さんのきじゃない。武蔵を憎む理由もない。それどころか、どうかしてあの二人が二人とも、良い生涯をまっとうしてくれるように、陰で祈っているものだ。ちょう、どうしていじわるをするんだい お前には、いじわると見えるのか。そうかもしれんな。だが、武蔵もお通さんも、今のところ、どっちもまあ病人のようなものだ。体の病を治すのが医者で、心の病を治すのが坊主ということになっているが、その心の病のうちでも、お通さんのは重体だ。武蔵の方は放っておけばどうにかなろうが、お通さんの方は、 わしにも今のところではどうにもならん。だから、サジを投げて言うのだよ。武蔵のような男に、片思いしてどうするんだ。さらりと思い切って、ご飯をたんと食べ直せとな。そういうより、他ないじゃないか。だからいいよ。クソ坊主のてめえなんかに、何も頼むといやしねえや。わしの言葉が嘘だと思ったら、六条柳町の大木屋へ行き、そこで武蔵がどうしているか。 見届けて来い。そして、見たままの事実を、お通さんに話してやれ。一度は嘆き悲しむだろうが、それで目が覚めれば結構じゃ。上太郎は、耳の穴へ指で線をして。うるさい、うるさい、どんぐり坊主。なんじゃ、わしの後を追いかけてきたくせに。坊主、坊主、伏せはないぞ。お伏せ欲しけら、歌うたえ。たくあんのせい。 こう、うたくちょうでののしりながら、じょうたろうは耳を塞いだまま、遠くなってゆく姿を見送っていた。しかし、たくあんの影があちらの辻の横へ隠れると、じょうたろうの目には涙がせり上がってきて、それがぼろぼろと溢れ落ちるまで、ぼんやりたたずんでいた。慌てて肘を曲げ、涙の顔を横にこすると、彼は、 迷っている犬の子が、急に何か思い出したように往来を見回して、おばさん担ぎして、通りかかった女房風の女のそばへ駆け寄った。そしていきなり、特上柳町ってどこと、尋ねた。びっくりしたように女は、くるわでしょくるわって何まあ何するとこ嫌な子だね。にらみつけて、 その女は通り過ぎてしまった。なんでそうされたのか、城太郎はそんな不審にたじろいではいない。こりもせず次々に、六条柳町への道と、そこの大木屋という家を聞いて歩いた。